はい、こんにちは。今回ですね、2019年度の司法試験、刑事系のね、ちょっとこちらの方で解説をさせていただこうと思っております。マレクセ2個市の矢島です。どうぞよろしくお願いします。本日用意しているレジュメ、1冊になりまして、1ページ目のところにね、概要、書いてあるんですけれども、今回はですね、昨年の私の、矢島ゼミのね、出身で、昨年の試験に合格した、今修習生やってるんですけど、その方にちょっと刑事系の答案作ってもらってですね、でそれをちょっとこう題材にね、どういう答案が本試験で評価されるのかなんてことをね、お話をしていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速、中身入っていきましょう。まずね、ページをちょっとめくってっていただきますとですね、まず刑法の問題ついてますので、刑法の問題をねちょっと見ていきましょう。で、まずね、この設問がね、全部で、このね、1、2、3という形で、3つあるということで、この点に関しては、昨年度のね、平成30年の司法試験と同じような感じになってますね。従来、平成29年までは、こういう形で、なんか、設問1、2、3という形で、分かれずにね、とにかく、長い事例を一つドーンと出して、で、ひたすら、そのね、論点を抽出して、で、その、各ね、論点に関して、あらかじめ大体受験生がね、決めた、そのね、理論構成をですね、ある意味、それ貼り付けてね、そのまま、こう、当てはめをして、なんとなくこう答案らしい形のものを作ってれば、それで十分合格できたんですけど、これが昨年度からね、それだと本年度の試験もそうなんですけど、結構その事前に決めた論証例をそのまま貼り付けてもね、こう処理できないような問題になってますね。いわゆるその理論構成のところをね、刑法の方でもしっかりとこう考えてもらいたいんだということがね、現れているような問題になってます。というわけで、ちょっとね、一つ一つ順番に見ていきたいと思うんですけども、まず設問1のね、結論部分のところをまず見ていきましょう。どういうこと聞かれてるのかっていうのをね、よく把握を、してほしいと思うんですよね。でそうすると、設問1、事例1におけるで、これ限定されてますね、項の A に対する在籍ということでね、項の A に対する在籍について論じなさいと。で住居侵入罪と、特別法違反は除くということになってますね。でそこでちょっと問題文の方を、見ていきたいんですけど、要はこれ詐欺か窃盗かどうかっていうところね、そこのところをどういうふうに見極めていくのかっていうところになってきます。でその時の思考方法なんですけど、皆さんの方でこの、実際これ試験受けられてですね、現場の方でどういう頭の使い方をしたのかどうかっていうことがちょっと気になるんですけれども、要は窃盗罪とね、あとこれ一項詐欺罪ですね、客体が財物なんでね、一項詐欺罪の整理が一つ問題になると思うんですけど、窃盗罪か詐欺罪の構成要件要素がちゃんと頭の中にね、こう丁寧にこう出てきて、でそれで一つ一つこう当てはめができたのかどうか、まず頭の中でね、答案に書き出す前にね、まずはその窃盗罪、一項詐欺罪の構成要件要素がきちんとこう出てきてですね、でその頭の中でまず答案書き始める前にそのね、当てはめで、して、でこのどっちの方が成立するのかなっていうことが分かったかどうか、まずそこがすごく大事になってくると思うんですよね。でそういう面でちょっと見ていきましょうか。事例1のところですね、こう、かっこ男性25歳は、他人名義の預金口座のキャッシュカードを、入手した上でね、この口座内の預金を無断で、引き出して現金を得ようと、考え、で某日ね、でこの後ね、ずっと読んでいくとね、実際のそのカードをね、受け取ってるっていうことが、詐欺なのか窃盗なのかっていうのが問題となるんですけど、不法領得の意思を、基礎づける事実があんまりその先書いてないんで、多分この辺のところから不法領得の意思を認定していくんでしょうね。軽くね、本もそんなにメインじゃないから軽く認定すればいいと思うんですけど、とにかくね、キャッシュカード入手してさ、この口座内での預金を無断で引き出して現金を得ようと考えてるって書いてあるから、この辺のところからその不法領得の意思ね、詐欺だろうが窃盗だろうが、いずれにしろ不法領得の意思が必要になってきますので、この辺のところを認定していくといいんじゃないかというふうに思いますね。でそんな感じで、2行目の続きですけれども、某日金融庁の、職員になりすまして、で見ず知らずの、女性80歳方に電話をかけてで対応した、A に対して、で詐欺の成否が一応問題になるので、ちょっとこのどういう言葉をこの被害者の方に申し向けているのかっていうのは気にしたいところなんですけど、3行目のところ、あなたの預金口座が不正に引き出しの被害に、遭っています。うちの職員がお宅に行くのでキャッシュカードを確認させてくださいと、告げて、まず最初ここで始まってるんですよね。と告げて、A の住所及び A 名義の預金口座の、その、開設先を聞き出したということになってきます。で詐欺と窃盗の一応要件確認しておきましょうか。詐欺罪というのは、交付罪というふうに言われているんですけど、その意思に基づく、占有移転が必要になってくるんですよね。詐欺罪、客観的な構成要件数、皆さん覚えてますよね。まず欺く行為があるでしょ。人に対してこう欺く行為を増してね、で相手方がその2個目の、客観的な構成要件要素として、錯誤に、陥りますよね。で、一項詐欺罪の場合だったらその交付行為ですよ。処分行為というふうに言うこともありますけど、交付行為になりますね。そしてその既遂要件として、財物の、移転ということになってきます。でそれに対して窃盗罪の
まあ、構成要件要素ね、客観的な構成要件要素っていうのは、あちらはまあ侵奪罪なんですよね、交付罪じゃなくて侵奪罪、意思に反して占用を奪うというところね、そこのところがまあ窃盗罪の客観的な構成要件要素なんですけど、一番だから大きな違いっていうのはやっぱその占有移転、今回まあそのキャッシュカードがまあ占有移転してるんですけど、それが意思に基づいてされたのかどうか、被害者のね、その意思に基づいてされたのかどうかっていうところ、そこがまあ一つ大事になってくるんだと思いますね。でそういう目でこれ見ていくわけね、意思に基づいて占有移転したのかなっていうところをね、まあ、しっかり見ていきますね。であと、まあ、また基本的なちょっと確認になりますけど、その詐欺罪の構成要件要素の一つ目のところ、要はその人を欺く行為なんですけど、これ最近結構ね、最高裁のまあ判例が結構固まってきてね、その欺く行為の定義っていうのは固いんですよ。それはまあ財物の交付に、一項詐欺罪で言えばね、財物の交付にまあ向けて、それで財産交付の基礎となる重要な事実をまあ偽ることってね、このまず要件出さなきゃダメですからね、このまず詐欺罪の構成要件要素の当てはめするときにね、この欺く行為っていうのはまあ財物のまあ交付にまあ向けられたものであって、かつね、その財物交付の基礎となるまあ重要な事実、それをまあ偽ることということになっていくんですけど、まあ、そういうことをまずやってるのかどうかなっていうところも見ていくんですよね。でこれどうですか、この今の一段落目のこの言葉、財物交付に向けてね、それで財物交付の基礎となる重要な事実を偽っているというふうに言えますかね、まあ、この今の一段落目の3行目のところです。あなたの預金口座が不正引き出しの被害に遭っています、うちの、職員が、お宅に行くのでキャッシュカードを確認させてくださいということね。で、まあ、これ多分最終的には財物の交付の方につながっていくんでしょうけど、これだけだとまだね、財物交付に向けて財物交付の基礎となる重要な事実を偽ってるって、ちょっとこれだけだと言い切れない、まあ、可能性が出てきますよね。なんでそれでもうちょっとこの先事実を読んでいってですね、でそういう今のね、欺く行為の要件に当てはまるだけの事情があるのかどうかっていうのを、まあ、見ていくことになってきますね。と同時にですね、まあ、その詐欺罪のね、まあ、欺く行為っていうところの認定を、もし仮に欺く行為っていうところを認定できたとしても、まあ、私自分の私見なんですけど、なんか意思に基づく交付行為はないのかなっていう感じはするんでね、私は個人的には窃盗になるというふうに思ってるんですけど、まあ、そういうのちょっと予測しながらね、まあ、見ていきますね。じゃあちょっと2段落目見ていきましょうか。同日、甲はキャッシュカードと同じ形状のプラスチックカードを入れた、まあ、封筒とね、それと動詞の空のね、封筒をあらかじめ用意して A 方を訪問し、でその玄関先で A に対して、またこれなんか喋ってるからこう気をつけましょう、要は財物の交付に向けてね、その財物交付の基礎となる重要な事実を偽っていると言えるかどうかっていうのを目で見るんですけど、キャッシュカードを証拠品として、保管してもらう必要があります。後日お預かりする可能性があるので、念のため暗証番号を書いたメモを同封してくださいということになってますね。でこの言葉だけただ見てると、まあ、なんかこういうことを、ね、この封筒の中にこのカードを入れさせるってことはこうやらせようとしてるっていうのが読み取れるんですけど、それをこの犯人の方にね、この甲の方にその専用移転させるっていうところまで直接的には読み取れないことになるんですよね。まあ、そんな感じで丁寧にね、その事実を認定していく必要があると思います。でここで一つね、また基本知識が必要になるんですけど、欺く行為の認定をねするときのまあ基本知識で、その欺く行為っていうのはね、その手段対応に制限がないんですよ。そこは基本知識ね、手段対応に制限がない。例えばその挙動によるそのね欺く行為でもいいわけ、動作とか別に口で喋んなくてもそのね、動作によって人をこの財物交付に関する重要な事実をねこう誤らせるような錯誤に陥らせるような、そういうことをまあやってもいいんですけど、この人のその言葉だけじゃなくて行動なんかも見て、最終的にね財物交付にまあ向けてですね、その財物交付の基礎となる重要な事実を偽ったと評価できるかどうか、まあそういう目でね見ていってほしいわけね。で結論なんだけどね、多分このセリフだけ捉えていくと、その財物を交付させようっていうところ多分読み取れないんですよね。ただその行動全体を見ていくと、結局そのキャッシュカードを一回その、ね、封筒に入れたものを一回こっちの方に渡させようとしているということがちょっと読み取れるから、そうなると、ね、財物交付に向けてですね、かつ、財物交付の基礎となる重要な事実を偽ったというように評価できて、欺く行為が認定できる可能性が出てきます。というわけでそこですね、まず一つポイントがここになると思いますね。詐欺だとしたらこの欺く行為がまずあったかどうか、ね、4つある客観的な構成要件要素の1個目のところってことになると思います。だけどもう一回ちょっと2段落目のところ見ていきましょうか。まあそのだからセリフだけじゃなくて挙動も込みでね、その動作とかそういうところも込みで見ていってほしいよね。であとまたすいませんね、基本知識また一つ追加なんですけど、不作為による欺罔行為って皆さん知ってるでしょ。基本知識のインプットしたときで、挙動による欺罔行為とね、欺く行為と、挙動による欺く行為と不作為による欺く行為って、これ全然別物ですから。不作為による欺く行為ってのは、例えば釣り銭詐欺なんてのが典型的なんですけど、相手方が最初から錯誤に陥ってるんです。
でその策に陥っていることを分かっていながら真実を告知する義務があるような状況の中で、ね、真実を告知せずにですね、財物をまあ交付させてしまうとですね、その場合はその不作為による、ね、その欺く行為がされたんだということで所信性不作違反の正義が問題になりますが、今回はですね、そういう事案ではないんですよ。この錯誤に陥ったのはもともとこの人錯誤に陥ってるんじゃなくて、この人の挙動、セリフや挙動によって、錯誤に陥らされた可能性が、ね、高い事案ですから、これは不作為による欺く行為が問題となる事案じゃないから書いちゃいけませんそこのところね。というわけで、まあ、基本知識でまとめましょう。欺く行為の定義、それは財物交付に向けてね、でかつ向けられたもので、かつ財物交付の基礎となる、まあ、重要な事実を偽ることということになってきます。でさらに基本知識の追加ですけど、その欺く行為というのはその手段対応に制限はありません。挙動によるような、ね、その言葉だけではなくて、その動作による欺く行為でもいいわけなんですね。でそことよく混同しがちなのが、その特に、ね、その挙動によるその欺く行為と混同しがちなのが不作為による欺く行為ということになるんですが、不作為による欺く行為、要は不審性不作為違反なんですけどね、作為、法的作為義務が認められなければいけないわけなんですけど、そういう不作為による欺く行為が問題になるときというのは、相手方が最初から錯誤に陥っていることが前提になりますからね。でも今回そういう事案ではないです。この人の挙動等によってね、それでその錯誤に陥っている事案ですから、不作為による欺く行為を書いてはいけませんのでまあそこのところだけちょっと、ね、ついでですけど喋っておきます。さて、じゃあそんな感じで2段落目、もう1回、同日行はキャッシュカードと同じ形状のプラスチックカードを入れた封筒以下ダミー封筒というと、それと同種のからの、ね、封筒をあらかじめ用意して A 方を訪問し、その玄関先で A に対し、でまず言葉としてはキャッシュカードを証拠品として保管してもらう必要があります。後日お預かりする可能性があるので念のため暗証番号を書いたメモを同封してくださいと。これとりあえずそのじゃあ封筒こっちによこせってことまでは言ってませんよね。だから言葉だけだとその、ね、財物交付の基礎に向けた重要な事実偽ったと言いにくいんですよ。ただ、その後、A はそれを信用し、B 銀行に開設された A 名義の普通預金口座のキャッシュカード及び同口座の暗証番号を記載したメモ、本件キャッシュカード等を口に、まあ、手渡しね、で、口はその、ね、本件、キャッシュカードなどを、ね、A が見ている前で空の封筒内に入れた。ここ喋ってはないんだけど挙動なんですよね。こういうところ、おそらく財物交付に向けて、かつ、まあ多分これ真実をねしていたら、本当はこのカードをさ、こうまあ持ってっちゃってさ、勝手にお金を引き出そうというね、そういう真実をしていたとしたら、おそらくこの人カードを一瞬たりとも渡さなかったと思うんですよ。ですので、この辺のところね、セリフと挙動でね、財物交付に向けてですね、かつね、その財物交付の基礎となる重要な事実を偽ったということで、詐欺罪の客観的構成要件要素4つあるうちのまず 1個目ね、欺く認定できる可能性が出てくるんじゃないかというふうに思いますね。というわけでそんな感じね、まあ、今のセリフの続きのところですけども、まあ、封筒内に入れた。でその際、甲は A に対し、この封筒に封印をするため印鑑を持ってきてください。この辺のところもね、一つ欺く行為の一部に入ってくる可能性ありますけどね、印鑑を持ってきてくださいと申し向け、A がね玄関近くの居間にね印鑑を取りに行ってる隙に、で、この後ね、ここで占有の移転があったと思うんだけど、これが意思に基づく占有移転だったら詐欺になるし、意思に基づかない占有移転だったら、意思に基づく占有移転がないと詐欺罪の客観的構成要件要素の3つ目の交付行為が認定できなくなっちゃうんですよね。だから結局意思に基づかない占有移転ということで、まあ、通常窃盗罪にはなると思うんですけど、まあ、窃盗になっちゃうということになります。だけどこのところを皆さんがどう認定するかなんだと思いますね。というわけでどうですか皆さん、ね、この今のところですけど、印鑑を持ってきてくださいと申し向けてですね、で A が玄関近くの今に印鑑を取りに行っている隙にですね、本件キャッシュカードなどが入った封筒とダミー封筒をすり替え、本件キャッシュカード等が入った封筒を自ら持参したショルダーバッグ内に隠し入れたと、まあ、この段階で占有移転あったというふうに言えるから、別に家から立ち去らなくてもこの段階でさ、こんなちっちゃいものだったらね、占有移転あったというふうに言えると思うので、まあ、この時点で多分詐欺か窃盗は既遂になってるんですけどね、じゃあ詐欺か窃盗どっちかといったら、その意思に基づく占有、まあ、私は欺く行為認定してるんでね、その先まで見ていかないと詐欺がどうかっていうのは分かんないんで、その財物の交付行為のところまで見ていくんですけど、まあ、もし皆さんも私と同じような思考をしてね、その今回欺く行為あるなというところが認定された場合は、まあ、その後これで錯誤に陥ってですね、それで、その、ね、交付行為があったのかどうか、意思に基づく、まあ、占有移転があったのかどうかっていうところね、まあ、そこのところが一つ中心になってくるんだと思いますね、この評価のところね。で結論は、まあ、どっちでもいいんだと思いますよまあ私は個人的にはこれね、意思に基づく占有移転があったってちょっと思えないので、私個人的にですよ、皆さんは別にそれぞれ考え方があるんで、自分が思うところをね説得的に書ければいいんですよ。ちゃんと事実をしっかりね抽出して、まあ、評価してればいいんだけど、私は個人的にはなんか意思に基づく占有移転はないのかなと思ってね、私は窃盗かなっていうふうに個人的には思ってるんですけど、まあ、皆さんの方はどうでしょう。で結局でも論文試験っていうのはね、まあ、結論がどうのこうのっていうよりはやっぱその理論構成なんですよね。
今みたいにちゃんと構成要件要素をきちんと正確にね、上げてね、でその具体的な事実を適時して、まあ、きちんと当てはめができたかどうか、でそこの説得力で決まるんだと思うんですよね、そこのところがね。というわけで、まあ、私は個人的には窃盗だと思うんだけど、まあ、別に窃盗じゃなくてもまあいいと思います。皆さんの方で理由付けがちゃんと、ね、説得的にできるんであればね。でもどうでしょうね、これ意思に基づく占有移転あったっていうふうにちょっと言えるんですかねってとこなんだよね、ここのところね。この事実関係からね、書いてない事実は答案には書けませんからね。あのそういうことやっちゃうとね、あの結局試験考査員採点する人は今回の問題はそういう問題じゃないよっていうふうに思われて何の評価もされないんです。問題文にない事実を勝手に付け足しちゃった場合はね、問題文にある事実を問題文に書いてないような形で評価するのは可能ですとか、むしろそれが求められています。やっていいことといけないことっていうのはね、問題文にない事実を付け足してはいけません。でもやらなければいけないのは、問題文にある事実だけを羅列していても法律の文書にならないから、問題文にある事実をきちんと抽出を、まあ、してですね、でそれでその法的な、ね、その要件との関係で、まあ、意味付けをしていくと、まあ、それがその評価ってことになると思うんですけどね。で今回ここにある問題文の事実うまくまあ抽出して、で、まあ、特にその交付行為ですね、意思に基づく占有移転があったのかどうかってことをまあ、皆さんのこの評価をね加えて、まあ、どんだけ説得的に書けるのかどうかっていうところが一つポイントになってくるんじゃないかというふうに思いますね。でちなみに余談なんですけど、この手の事件最近多いんですよ。あのオレオレ詐欺とかさ、もう歴史をたどっていくとさ、あのまあいろいろこの詐欺事件ってあるじゃないですか。で、まあ、オレオレ詐欺なんて言葉ができたのももう結構前の話なんですけど、最近ね、あのこのパターンが多いんです。オレオレ詐欺じゃなくてこのパターン、あの封筒の中にね、最初からダミーのカードを用意して、でこんな感じでね差し替えちゃう事件が今もあの現にあの起こってます。あのさっきのね、あの収集生からちょっと最近ね情報を得た話だと、ちょうどそういう事件扱ってるっていうんだよね。でそういうのが多いらしいんですよね。というわけでね、これ今流行りの、テーマみたいですね、こういうこの手の事件はね。でそれもまあ別に窃盗家の詐欺がやっぱ事案ごとに見ていかなければ、まあ、いけないんですけど、これあの暗記しちゃいけませんけど、まあ、実際窃盗の事件が多いみたいです。実際上もね、窃盗の事件、ただ暗記はダメよ、こんなのメモしてもダメだからね。やっぱ詐欺か窃盗かっていうのはちゃんと事案ごとにしっかり見てってね、でやっぱその意思、そのまあ占有移転があったってこと前提ですけど、意思、それが意思に基づいてるのかどうかってところをちゃんと事案ごとに、まあ、見ていかなければいけないのね。もう丸暗記の時代終わりましたよね。あの昨年の司法試験からそうですけど、やっぱそういうところで理論構成詰めてってね、でまあ、きちんと自分の頭で考える人を、ね、受からせようっていう試験になったんだと思うのでね、まあ、暗記はしないでほしいというふうに思いますね。もう自分でちゃんと要件だけはちゃんと頭入れておかなければいけないですけど、あとはねもう自分で考えるということが、まあ、大事になってくると思いますね。というわけで、この今のね、2段落目のところの下から4行目ぐらいですかね、まあ、隠し入れたと、ね、ショルダーバッグ内に、まあ、隠し入れた、ここでまあ占有移転があったと思うんでね、この段階でそれが意思に基づいているのかどうかで詐欺か窃盗かが決まってくるんだということですね。であとは事後的な事情なんで、まあ、直接的にはそのね答案に書く必要はないと思うんですけど、A が印鑑を持って玄関先に戻ってくると、こうはねダミー封筒を A に示し、その口を閉じて封印させた上で、A に手渡し、後日ね、こちらから連絡があるまで、絶対に開封せず保管して、おいてくださいと言い残して、それでまあその後、まあ、家から立ち去ってんだけどね、まあ、ちなみにその占有の移転の時期を A 方から立ち去ったっていうところまであのこう、ね、あの後ろにずらすって方はあのその手前の事情全部使いますけども、まあ私はなんかショルダーバッグに入れた段階でも占有移転があったんじゃないかというふうに思えるんで、ここもあの決めちゃいけないんだと思います。もう皆さん次第、ね、私はまあショルダーバッグに入れた段階で、ね、こんなちっちゃいものでショルダーバッグにさえ入れちゃえばもう隠せるわけじゃないですか。だからその時点でまあ占有移転あったっていうふうにまあ見てもいいのかなっていうのを思ってるんだけど、まあ、それだと早すぎると、皆さんの方でね、もしそう思ったんであればいいんですよ。それは別に間違ってないと思うし、私が自分正しいとは一切思ってませんから、まあ、いずれにせよ答案にどう書くかだからね、どの時点でその支配を、その物に対する支配を獲得したと言えるかどうかっていうところだと思いますからね。家から出るまでなのかどうか、それ事案ごとに見てきますよね。例えばコンビニエンスストアかなんかで、まあ、ガムをね、ちっちゃいガムをまあ万引きするっていうような事案であれば、多分ポケットに入れた段階で基本的には多分占有取得したってことでね、その段階で窃盗は既遂になるんじゃないかというふうに思うんですけど、例えば大型家電を売ってるような、まあ、お店で、じゃあ例えば50型のテレビをさ、そのままあのこう会計しないで外に持ち出して盗んでやろうってことになった場合は、まあ、そこはどうなんだろうね、どの段階なんだろうね、さすがに手に持っただけじゃ無理ですよね。その売り場に置いてあるのを手に持っただけでその占有獲得したっていうのはちょっと言えないと、まあ、思いますから、まあ、少なくともまあ店から外出ないとダメなのかな、まあ、ガムの万引きよりは多分既遂の時期は遅れると思うんですよね。まあ、そんな感じで、そのやはり占有の移転が、ね、いつの時点でこうされたのかどうか、要はその既遂になったのかどうかということに関してはやっぱ事案ごとにまあ見ていかなければいけませんので、まあ、ここも皆さん次第、ね、まあ、私は個人的にはショルダーバッグに入れたところでいいのかなと思うけど、別にそれが正解とは思ってませんので、まあ、皆さんの方でもし、ね、その段階だとまあ早いと、やはりこれは立ち去ったところなんだというふうにあるんであれば、それちゃんとそうやって書いてくれればいいわけね、答案の方でね。
まあ、私の場合はこうやはりカバンの中に入れてそのもう見えないようにできるようなものであればね、まあ、入れた段階でもう占有確実に獲得、まあ、普通は取り返されることがなくなるんだということでね、まあ、そこのところ多分疑義があると思うんだけど、まあ、カバンの中でも隠し入れることができるようなものであればね、その隠し入れた段階で占有を確実に取得できたんだろうというふうに評価して、まあ、その段階でまあ私は窃盗既遂にしちゃってもいいのかなというふうには思ってますけどね。もう本当に皆さん次第なんでね、常に答えはないですね。やっぱ法律の世界っていうのはね、常にこういろんな考え方が、まあ、あるからこそ訴訟で戦えるわけでね、まあそんな感じになってますね。さてで最後の、その次の段落のところですけどね、その数時間後、河野一連の行動不審に感じた A がね、前期事情を警察に相談したことからね、河野犯行が発覚で、警察から要請を受けた B 銀行はですね、同時中に前期口座を、まあ、凍結ってことになってますね。で最後の段落、まあ、翌日河は自宅近くのコンビニエンスストアに行きね、同店内に設置された現金自動預け払い機にそのキャッシュカードを挿入して現金を引き出そうとしたけどね、すでにその口座凍結ってことで引き出しができませんでしたよってことになってますね。これ今回まあ検討在籍が検討されてるんで最後の段落のところ書かなくてもいいんですけど、まあ仮にこの限定が検討在籍の方でね、限定がなければまあ当然こんな人のカードを使って勝手にお金を引き落とす目的でさ、この建造物、人が監視する建造物に入ってるんであればそれはね、あの建造物侵入罪になるし、あとこのカードでねお金を引き出そうとしたところでまあ窃盗ミスになる可能性あると思うんですけど、まあそこは書かなくてもいいと。これはこの A に対する在籍ではありませんのでね、管理権者、あの建造物侵入で言えばその管理権者に対するまあ罪なんで、このコンビニストアの、ね、管理権者に対する罪ということになっちゃうから、まあ、そこのところは書く必要がありませんし、 ATM の、 あのお金に関してはその ATM を管理している銀行側の方に、まあ、お金の占有ありますのでね、まあ、そこの罪も書かなくていいので、まあ、結局上のところですね、キャッシュカードの交付をさせたところに関して、まあ、窃盗なのか詐欺なのかというところを書くのが、ね、中心論点ということになってますね。というわけで平成29年までの司法試験の問題文検討したことがある人はね、随分変わったんだなっていうふうに思うと思うの。これ要は論点単発なんですよ。従来の司法試験の問題はとにかくね、あの論点がたくさんあるような長い問題をバンと出してさ、であとはその論点抽出して、であらかじめもう決めてた見解をね貼り付けて、でなんとなくその数学の公式に当てはめるかのようなね、三段論法と、本当の意味での三段論法ではないと思うんだけど、まあ、なんとなく三段論法みたいなことをやると答案になってね、まあ、それで相対的に合格できてたと思うんですけど、まあ、それからあのそういう表面的な思考では許さないというようなね、現れがあのこういう問題に、まあ、昨年からそうなんですけどね、まあ、昨年の司法試験からまあ出てきてるのかなという感じがします。さてではちょっと、回答例の方ね、ちょっと私の矢島ゼミの、ね、出身の合格者に書いてもらった回答例をちょっと見ていきましょう。まず設問1のところですね、この問題文の後ろのところにあの答案用紙型の回答例がありますので、そちらをちょっと見てください。さあどんな感じでしょうね。合格者はね、昨年の合格者ね、まあ、一応刑事系に自信があるっていう方なんですけども、まあ、ちょっと見ていきましょう。まあ、2行目のところですね、縦1、甲が A から受け取った本件キャッシュカードなどを入れた封筒を自らのショルダーバッグ内に隠し入れた行為についてね、まず詐欺罪が成立するかを検討すると、まあ、ここの書き方は別にあの詐欺罪だって形であの書きあの限定しなくてもいいとは思うんですけど、まあ、人それぞれあの書きやすいような形でね、まあ、試験時間限られてるから、まあ、何をどの順まで書いたら自分がその時間内に書けるかどうかってことを考えてね、まあ、やらなければいけないですけど、まあ、まずは、ね、この方詐欺罪、まあ、一応なんかこれ欺く行為らしいことしてるから、まあ、まずは詐欺罪を疑ってみようっていう感じでね、でまずはあの詐欺罪の検討から始めてるって感じですね。そしたら構成要件要素を出してほしいと思うんですけど、5行目のところですね、括弧1、一項詐欺罪は人を欺く行為により相手方を錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく、まあ、交付行為ね、まあ、処分行為ということもありますけどね、交付行為によって財物の占有を移転させることでまあ成立するんだということで、これであの構成要件要素を出しています。であと当てはめですね、でまず欺く行為ですけども、まあ、財物を交付させるためにですね、財物交付の基礎となる重大事実を偽る行為を言うんだということで、ちなみに欺く行為のこの定義が出なかった段階でもちょっと厳しいんでしょうね。やっぱあのさすがに詐欺のねこの要件は、まあ、合格する人だったらね結構正確にやっぱさすがにここは覚えてると思うんですよね。ですので、まあ、やっぱりこの欺く行為ちゃんと覚えておかないといけないということになってきます。で当てはめですけども、本件においてね、甲は、本件キャッシュカードなどを交付させるためにね、A に対して、金融庁職員になりすまし、でここはあの、まあ、人の文章ってね、あの、まあ、読みやすいものと読みづらいものが、まあ、ありましてね、で、まあ、もしかしたらこれちょっと読みづらいところあるかもしれないんだけど、先ほどの視点ですよ、結局財物の交付に、まあ、向けてね、でかつ財物交付の基礎となる重要な事実を偽ったと言えるかどうか、そこを認定してほしいんですけど、それはあのセリフだけでなくてその動作挙動、そういうものを含んできますね、その辺のところになってきますね。で今回やらしいのがさ、言葉だけ見ちゃうとそのカードをこっちに渡してくれよってこと言ってないんですよね。だからやっぱそのちょっと多少こう挙動を入れていかないと欺く行為が認定できない事案なんじゃないかというふうに私はあの個人的には思ってますね。例えばはっきりさ問題文の中でそのカードを
こちらに渡してくださいって、そういうセリフがあったらさ、それはその別に挙動なんかを指摘しないでもね、その言葉自体がおそらく財物交付に向けて、かつね、それが財物交付の基礎となる重要な事実、それが要は真実だって分かってたら絶対交付しなかったと思うから、ね、その勝手にカードを、ATM の方を持ってて引き出すんだというようなことを分かってたらね、さすがにはそのカードを渡さなかったと思いますので、まあ、財物交付の基礎となる重要な事実をいつだったというふうに評価しましてですね、それでまあ欺く行為があったとまあ認定しやすいんですけど、本件はねちょっとそれがやりにくかったなと個人的に思ってますね、私が個人的にね。でちょっとこの方の答案見ていきましょうか、9行目、本件において公は本件キャッシュカードなどを交付させるために A に対して金融庁職員になりすまし、預金口座が不正に引き出しの被害に遭っており、本件キャッシュカード等を証拠品として保管しておいてもらう必要があると、まず嘘をついているということね。まず保管だけだとね、財物こっち移転しませんからね、まだもうちょっと説明が必要になってきますよね。保管してくれてた被害者のところにただカードがあるだけになっちゃうから、それをなんとかね、この犯人の方にですね移転させるような状況にしなければいけません。そこで、ただこの続きがありますね。実際は12行目、実際は、不正引き出しの被害はなく、金融庁職員じゃない公が A のキャッシュカード等を入手する目的で交付を求めているという真実を A が知ればね、 A が公に本件キャッシュカードなどを渡すこと、あ、こうじゃちょっと若干あれかな、まあ、答案用紙の多分この分量とか考えてあんまりちょっとこの辺のところであえて切ったのかもしれませんけどね、ちょっと若干雑ですけど、まあ、A が公に本件キャッシュカード等を渡すことはなかったと言えることから、まあ、公の行為は財物の交付をさせるためにね、財物交付の基礎となる重要な事実を偽る行為だと言えるってことね。まあ、もうちょっと手に書くんだったら、さっきさ、なんかほら空の封筒をなんか用意してどうたらこうたらとかって書いてあったでしょ。であと本人の前でなんかもうちょっとこう動作やってたじゃないですか。その辺のところ指摘してあげるとね、本当は丁寧だったと思うんだけど、ただここもね、実際だから手書きで答案書いたときにね、まあ、そこまで書いちゃうと他のところが書けなくなっちゃってると、やっぱ本末転倒なんだね。まあ、そこのところは本当に悩ましいところですよね。このところどこまで書くのかどうかね。まあ、結局論文試験ってね、100点満点取んなくてもまあ受かるわけですよ。6割ぐらいね、絶対値で言ったら6割ぐらい取れればまあ受かるわけなんでね。まあ、このところ完璧に取れば100点なんだろうけど、そんな100点の答案なんか2時間のさ、時間限られた時間で8枚のしかも限られた答案用紙の中でできるわけがないから、多少やっぱ戦略的にね落として、全体でとにかく6割取ろうという気持ちでやっていかなければいけないと思うんですけどね。まあ、そういう点で多分これ戦略的にね、ちょっとあずむ声のところ若干雑にしてるのかもしれませんね。さてで、今度ね、カッコ3、18行目ですね。ここは錯誤だね、次に A は公の嘘を信じて本件キャッシュカードなどを公に手渡しているためね、錯誤に基づく、まあ、外形的な交付行為があったと言えるということで、まあ、とりあえず錯誤を認定してますね。であとここはちょっとね、書き方皆さん次第だと思うんだけど、2個目の要件、交付行為、これも入れてるんですよ。でただ交付行為の解釈としては、やっぱりこれね、詐欺の本質っていうのは窃盗罪と違ってですね、やっぱその瑕疵ある意思に基づいてですね、その財物のね占用を移転させるっていうところ、そこがまあ本質なんですよね。瑕疵ある意思に基づいて、だからそういう観点からしたら、この交付行為っていうのは外形的に単に物の占用が移転すればいいっていうものではなくてですね、やはり意思に基づくその占用移転があったというふうに解釈をしていかなければいけないはずです。で外形的にだって占用移転したっていうだけだったら窃盗罪って変わらなくなっちゃうからね。占用侵奪罪、意思に、ね、反するそのね占用侵奪を罰する窃盗罪って変わらなくなっちゃうから、まあ、このところは意思に基づく、ね、行為が必要だという解釈の一発入れていく必要が出てくると思います。でそれができているのがこの20行目のところですかね。括弧4、さらに交付行為と言えるためにはね、この交付行為というのは詐欺罪の客観的構成要件要素4つあるうちの3つ目の交付行為になりますけど、その交付行為というためにはね、まあ、主観的要件として欺かれたものの交付意思もまあ必要であるというところね。理由書いてないね、まあ、交付罪なんでね、詐欺の本質というのは瑕疵ある意思に基づいて財物の、ね、占用移転させるところにあるのでね、まあ、そういう点から意思に基づく占用移転が必要って一言まあ理由書いててくれればよかったと思うんですけど、まあ、とりあえずね、ここの指摘ができてますかね。理由はちょっと書いてないですけど、結論としてはね、意思に基づく交付行為がいるんだということになってます。で、交付意思の内容としては、財物を交付する認識がまあ必要であることから占有移転の認識まで必要であり、でこれちょっと難しい言葉使ってるんだけどね、この占有の主観の認識って、これ山口先生の本に書いてあるのね。山口敦先生、今最高裁のね判事やられてますけど、占有をちょっとこう緩めてあげる、それでは足らない、占有ちょっと緩めて、一時的にこうね、目の前で例えば物を渡しても完全な占有移転されたとは言いにくい状況ってあると思うんですけど、それだとまだ詐欺の、ね、成立に必要な交付行為とまでは言えないんだという、そういう発想なんですよね。
まあ、別にこの表現使わなくていいですよ。私もちょっと本番の試験で戦友の士官の認識で書けないかなと思うんですよね。まあ、山口先生の方もガチガチに暗記してる人だったらね、これできると思うんですけど、まあ、戦友の移転の認識が必要とかね、戦友移転が必要って形でやってってもらって、あとは当てはめでしてもらえればいいと思うんですね。まあ、山口先生の本でガチガチ勉強されてる方は、山口先生の本には書いてあります。この戦友の士官の認識が足りないんだというところね、戦友を明確にこう移転させる、そういう認識がなければね、その交付行為にはならないんだという話になってますね。さて、でちょっと当てはめをまあ見ていきましょうか。で本件においては、次のページですけど、本件において、A は甲に対し本件キャッシュカードなどを手渡した時点では、空封筒に入れて封をまあするね、間だけ事故の線を緩めて甲に所持させるという意思しかなく、まあ、目の前で、ね、やり取りがされてるんですよね。まあ、そういう形で、甲に本件キャッシュカードなどの線を移転させる意思はなかった、まあ、最終的に移転させる意思はなかったってことを言いたいんだと思うんですけどね。まあ、したがって、A には、ね、本件キャッシュカード等の交付意思は認められず、詐欺罪は成立しないという形で書いてますね。ただ、まあ、加えて線の主観という難しい言葉を使わなくてもね、まあ、戦友を移転させる認識がなかった、これは別に一時的にその目の前でこの作業をさせてるだけであってね、別に最終的なその戦友の取得をさせるという意思がなかったぐらいのことを現場で考えて書ければ、まあ、十分その当てはめできますのでね、まあ、下手に知識に頼ろうとしちゃうとやっぱちょっと逆行しちゃうと思うので、やっぱ考える、ね、試験になってると思うので、でこう細かい知識に頼りすぎない方がいいかなと、まあ、基本的なところからね、なんとか自分の知ってる知識をうまく応用して書けるようにしておいた方がいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、いずれにしろ交付行為ね、まあ、詐欺罪の本質、とにかく瑕疵ある意思に基づいて財物を交付させるところ、ここが大きく窃盗と、まあ、違うところですよね。意思に反したその占有移転を本質とする窃盗罪とね、大きく、まあ、違うところですから、まあ、その辺のところからその、ね、意思に基づく占有移転が必要、じゃあ本件どうなのかって形で、まあ、認定してもらえればいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、このカードを渡してるのは明らかにこう、ね、最終的にその占有取得させる意思多分なかったと思いますので、そういうところをまあ認定してもらえればと思うんですよね。家で保管するつもりだったんですよ、この人はね、そのカードをね、相手に渡して持ち帰らせようなんて意思はないんですよ。家で保管していくつもりだったわけですから、まあ、そういうところから、まあ、最終的な占有移転の意思はないんだということで、ね、交付行為がないんだという話で やってもらえればと思うんですね。というわけで、まあ、基本知識一つ、交付行為、詐欺罪の客観的構成要件要素、欺く行為、錯誤、交付行為、財物の移転の3つ目の交付行為には、それは、まあ、主観的な、まあ、要素としてですね、占有移転の認識、まあ、それが必要なんだというところですね。まあ、その認識がないとね、窃盗と区別がつかなくなっちゃうんだね。その処分意思、まあ、処分意思と言われることがありますけどね、占有移転の認識、まあ、処分意思ですね、交付意思とか処分意思、まあ、それがないと窃盗と区別がつかなくなっちゃうんで、まあ、ちょっとそういうのが必要だということをね、書いて当てはめをしてもらえればよかったんじゃないかというふうに思いますね。というわけで、こうやって見てみるとね、この問題は別になんて問題でもないんですよ。もう基本知識で処理が、ね、十分できる、まあ、問題だから、まあ、そういう発想があったのかどうかってとこだと思うのね。だから今後やっぱこういうふうに、ね、基本知識からなんとか事例を処理していこうっていうね、そういう気持ちを強く持って、ですね、臨んでいってもらえればと思うんですね。さて、じゃあそんな感じであれですね、この8分の2ページのところですけども、まあ、最終的にね、この意思がなかったということで5行目のところですけど、詐欺罪は成立しないと、8分の2ページの、ね、5行目、詐欺罪は成立しないと。で、今度6行目のところですけど、今度窃盗ですね。そこで次に甲が本件キャッシュカードなどの入った、ね、封筒を事故のショルダーバッグ内に隠し入れた行為につき、ね、窃盗罪が成立するかを検討すると。で、窃盗罪、他人の財物を摂取することで成立すると。まあ、これ条文の要件ですからね、条文の要件出してください。で、他人の財物である本件キャッシュカードなど入り封筒は、ね、A 宅内にあり、 A の占有意思も認められるため、 A の占有下にあったと言えると。まあ、かかる財物を A が今に言っている隙にね、この人あれだね、やっぱショルダーバッグ内に入れてるところで占有移転認めてますけど、ショルダーバッグに入れね、外観上財物を見えなくしていることから、まあ、この時ね、財物の占有は甲に移ったと言えるということで、これで摂取があったということになりますね。まあ、先ほど言った通り、この摂取の時期ね、まあ、家から立ち去ったっていうところで認定する人もいるかもしれませんけど、まあ、理由がちゃんと書いてくれればね、どちらでもいいんじゃないか。で、私も個人的には多分ショルダーバッグに入れたところでいいのかなと。本件みたいにね、もう入れた段階でもう外から見えなくなったというような状況になっていればね、まあ、占有獲得して、支配したっていうふうに言えると思うのでね、まあ、私も個人的にはこのショルダーバッグに入れた段階で占有移転を、まあ、認定するのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ここは皆さん次第なのかと思います。あと最後、故意や不法領得の意思も、まあ、問題なく認められるため。で、これやらしいのがね、ちょうどこのカードの交付を受けた場面のところで、この人の、ね、認識な、この行為者 の、 要は主観面が何も書いてなかったんですよ。そこで先ほどね、問題文の1行目か2行目のあたりのところで、そもそもこの人何のためにこの被害者の家に行ったのかって言ったら、問題文の
2行目の1行目から2行目のところですよね。キャッシュカードを入手した上、口座内の預金を無断で引き出し現金を得ようと考えていたと、まあ、だからそこでこの事実を使いますね。まあ、こういった事実があれば当然ね、その窃盗の行為もあるだろうし、不法領得の意思ですね、まあ、権利者排除意思とその、ね、利用処分意思、まあ、それもあるだろうなという形で、まあ、軽く、ね、認定をしていきますね。でちなみにね、昨年の司法試験の設問1は名誉毀損罪を単発でやっぱこんな感じでね、名誉毀損罪のことを詳しく書かせる問題が出てたんですよ。で私は正直その問題を見たときに、まあ、あんまりこのね主観面が問題になるような、要は故意ね、故意があんまり問題になるような事情がなかったから、まあ答案で書く人は少なかったんじゃないかなっていうふうに思ってたの、問題を見たときね。でもその後出題の主とか試験考査員とほら採点実感っていうのを毎年こう出してくれて、どういう答案がね求められてて、どういう答案がダメなのかってよく書いてくれるじゃないですか。あれ見たらね、そんな名誉毀損罪の、まあ、事件でね、あんまり故意が問題になるような状況なかったんだけど、結構故意のことが書いてあったんですよね。そうなってくると多分今年もねこれ書かれるなとおそらく後で、まあ、今日は5月の、ね、25日だからまだ全然ね試験が終わった直後で、まだ出題の試験採点時間出てない、まあ、状況なんですけど、まあ、多分後で趣旨とか実感が出た時にね、まあ、故意とか不法領得にしてもちょろっと書かれるのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな感じで、まあ、書いておいた方がいいかなと、余裕があるんであればね書いておいた方がいいかなというふうに思いますね。というわけで、まあ、こんな感じの答案でしたかね。まあ、最後はこのね、不法領得の意思はせめてこの問題文の1行目の、ね、ところの事実をちょっと使って、もらえればね、もうちょっと良かったのかなというふうに思いますけどね。さて、じゃあ今度はですね、また問題文の方で設問2の方をちょっと見ていきましょう。で、そうしますとですね、設問2の方、まず結論部分のところをね、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、3ページの、このレジュメで言うとね、3ページで書いてあるところですけど、設問2。事後応答の事案であります。事後応答の事案でね、最初はまあ窃盗未遂のまあ人がいて、で後からなんか状況を認識してね、その脅迫行為にだけ関わってしまった、事後応答所定の目的を持ってね、その脅迫だけ関わってきた人のそのね、窃盗の身分がない人のその在籍をねどう考えるのかっていう問題なんですけど、設問2のところを見てください。事例1において、甲が現金を引き出そうとした行為に、まあ窃盗を未遂がね成立するということをまあ前提としてですね、事例2におけるオツの在籍、要は後からねその脅迫にだけ関わった人ね、窃盗の身分がない人なんですけど、窃盗やってない人、オツの在籍について論じなさいという形で出てますね。でなお、論述に際してはですね、以下の、丸1丸2の双方に、まあ、言及し、で自らの見解ね、で括弧書きでありますけど、まあ、別に丸1丸2でね、の立場以外の立場でもいいみたいなんですけど、まあ、いずれにしろ丸1丸2の双方に言及した上で、まあ、自分の見解を根拠とともにですね、示すことが、まあ、求められているという感じですね。まあ、こんな感じでね、結局今までのようにですね、29年までのように、まあ、なんかあらかじめこの論点に関してはもうこの理論構成でいくって形で決めてね、で貼り付けて処理ができないような形になってるんですけど、そういう点で昨年度のね、平成30年度の、まあ、司法試験の設問にとまあ似てるのかなという感じになってますね。で、まず丸一のところですけど、オツに事後強盗罪の共同正犯が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるか。で、丸二、オツに脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からはどのような、ね、説明が考えられるか。で、この2つに言及して、最終的に自分がまあどういうふうに考えるのかどうかということを、ね、根拠とともにまあ示していかなければいけないわけね。で、この問題はね、担当試験で出題されてましたね。もともとね、今年度のものではないですけど、過去問ね、皆さんもさすがに担当の過去問ぐらいはね、やってたと思うんだけど、これに関するものはね、こうね、出てました。で、そこのところでまあ思い返してもらえると、例えばじゃあ皆さんすぐ出てきます。この脅迫にしか関わっていない人に、ね、窃盗の要はね、立場がない人、窃盗やってない人が、なぜ脅迫だけ関わってですね、じゃあこの事後強盗罪の共同正犯になっちゃうのかどうかってことに関して、どういう理論構成がありましたっけっていうと、まず一つは、下級審の裁判例でもあるし、羽根百選にも載ってる、まあ、裁判例でもあるんですけど、その事後強盗罪の窃盗というのを要は公正身分、まあ、申請身分というふうに捉えてね、でそれでまあ脅迫にしかかかってない人は、まあ、身分がない人でもね、そういう申請身分の要求されるような罪にかかったときは、まあ、65条1項でですね、その身分犯の共同正犯になる、つまり事後強盗罪の共同正犯になるんだという理論構成ね、それがまずすぐ出てくるんじゃないかと思うんですよね。というわけでまず事後強盗罪の共同正犯になるという理論構成の一つのまあ考え方として、その事後強盗罪というのは、まあ、窃盗という身分がね、ある人にのみ犯しうる、まあ、申請身分犯なんだと。でそういうふうに捉えた場合に、その窃盗の身分がなくですね、その脅迫だけをやった人もですね、まあ、身分のない人も、まあ、判例は65条1項と2項との関係につきまして、1項はですね、その申請身分犯の成立と関係、そして2項はですね、その不申請身分犯の成立と関係を定めたものだというふうにまあ考えているわけですけども、その判例の立場に従っていきますとね、まあ、窃盗というのはまあ申請身分犯
で、その身分がない人でもね、65条1項の適用によってですね、事後強盗罪の共同正犯の成立を認めていくことができるというふうになってくるんだと思います。それがまず一つ、考え方の一つね、になってくるんだと思うんですよね。で、今度、脅迫罪の限度でじゃあ共同正犯になるというのは、じゃあどういう立場なのかというと、これもね、下級審の裁判例でまああるんですよ。判例百選には載ってないものになるんですけど、事後強盗罪というのはどういう罪なのかというと、窃盗という身分を、やっぱり身分犯というふうには捉えていくんですけど、窃盗という身分を持っていると、それが、ね、ない人と比べて、ちょっと罪が重くなるんだと。単純に暴行や脅迫をした人は、暴行罪、脅迫罪の、罪責でとどまるわけですけど、窃盗の身分を持っていると、ちょっと重い罪責をこう、ね、受けることに なってくるわけですよね。だからそういう意味で、窃盗という身分は影身分なんだというふうに、ね、捉えていきます。で、その場合、その見解を取った場合はですね、その65条の1項と2項の関係につきまして、皆さん大丈夫ですよね。判例の立場で、言った場合ですけど、1項は申請身分犯の成立と関係で、2項は、ね、不申請身分犯の成立と関係ですよね。で、今事後強盗罪を不申請身分犯というふうに捉えたわけなんですよ。で、そうすると脅迫にしかかかっていない人は、窃盗の身分がないわけですからね、その加減的身分があるということで、65条2項だけを使っていってですね、その窃盗の身分がない人はですね、65条2項が適用されまして、それで今回脅迫ですね、暴行やってませんので脅迫罪になりますけども、脅迫罪の限度で共同正犯が成立するんだというふうに考えていきますよね。というわけで、ここまで担当知識もいいとこですからね、もう担当で出てるんだからね、司法試験でもね。で、あとね、他の理論構成もあります。じゃあ今度どういう理論構成なのかというと、今ね、事後強盗罪を身分犯と捉えました。申請身分犯だろうが、不申請身分犯だろうが、いずれにしろ身分犯というふうに捉えたんですよ。で、実はこの見解に対しては、そのね、事後強盗罪を身分犯と捉える見解に対しては、非常に学説から強い批判が、されておりまして、それはどういうことなのかというと、やっぱりこう窃盗っていうのも立派な実行行為じゃないですか。それを単純に身分で捉えちゃっていいのかどうか、通常身分犯で問題になるような、例えばさ、じゃあ収賄罪ね、公務員という申請身分が必要ですけど、公務員であることって別に何ら実行行為じゃないですよね。で、そういう目で見ていくと、通常その刑法のテキストに乗っかっているような身分犯の具体例で、その身分に当たるようなところで、なんか実行行為の内容と被るようなことっていうのはないんですよね。なので、そういう点でね、この窃盗っていうのはちょっとこう身分ってみんなおかしいんじゃないか。しかもその窃盗という行為を持ってですね、窃盗ということをやった人が238条所定のね、例えば逮捕を免れる目的とか、その財物を取り返されるね、ことを防ぐ目的とか、そういう238条所定の目的を守ってね、やってしまうと、それは条文上、238条の条文上、強盗として論ずるということで、強盗と同じ扱いが、されるわけなんですよ。じゃあ、そのなぜ事後強盗罪がその強盗罪と同じように扱われるのかっていう、その実質的根拠ですね、それは何なのかっていうと、やはりその法益侵害、その単純に身分があるかどうか、そういう単純な話ではなくて、法益侵害という点で、おそらくその、ね、強盗罪に匹敵するからこそですね、強盗として論ずられるわけなんですよ。そういった法益侵害を、実際具体的に基礎づけるにあたって、その窃盗がやっぱり実行行為だからこそ、法益侵害を基礎づけられるんじゃないかというふうに考えることができるんじゃないかというふうに思うんですね。そうなってくると、やはりこの窃盗というのは身分というのはおかしいんじゃないか、これも立派な実行行為なんだと実行行為の一つなんだというふうに捉えることになると思います。で、そういうふうに考えるんであれば、事後強盗罪のね、性質は身分犯ではなくて、そういう窃盗と暴行罪あるいは脅迫罪、それが合わさった結合犯という、そういう、ね、法的構成をすることになるんですよね。ここのところがね、単純に窃盗というのは身分じゃない、それは法益侵害を基礎づけるものでね、それがあるからこそ、その強盗として論ずることが実質的に許されるわけですよ。238条の、ね、条文上、強盗として論ずるということになるわけですけどね、それが基礎づけられるんだ、それに考えていきます。で、そうなってくると、身分犯じゃなくて結合犯ということになってきますね。で、そうするとですね、結合犯として考えた場合、これも担当試験で全部、私が喋ってることは全部担当試験に出てますけども、皆さんにね、こんな話をするのはもう恐縮ですけども、結合犯として捉えた場合は、その後ね、承継的共同正犯ね、あれを肯定するか否定するかで、その脅迫にしか関与してない人の罪責が決まってくるということになりますね。で、例えばその承継的共同正犯をその肯定する、見解に立ちますとですね、脅迫にしかかかっていない人であってもね、その先行者が窃盗をやったということを分かってですね、そして共謀の上ですね、238条所定の目的を持って暴行あるいは脅迫をすればですね、事後強盗罪の承継共同正犯として事後強盗罪の共同正犯の罪責を負うということになってきます。で、それに対して当たり前だけど承継的共同正犯を否定するという見解ね、学者の先生は最近ね、因果的共犯論を取ってる先生がかなり多くなってきて、で、因果的共犯論を徹底的に貫いていくと承継的共犯ってやっぱ否定されるはずなんですよ。
中間説がね、まあ、実際にはあの受験生落ち着きどころだと思ってる人も多いと思うんだけど、因果的共犯論を徹底的に、まあ、貫いていくと、自分が因果を及ぼしないことに対してはやっぱ責任を負わないんですよね。だそういう点でやっぱ先行者の行為と結果に対して責任を負うことは通常ないのでね、まあ、窃盗に関わってない人がその窃盗の、ね、行為や効果があったことを前提にやはりその共同正犯になるというのはちょっとおかしいから、まあ、そういうふうに考えるんであれば、まあ、今回はね承継共同正犯してする立場に立って、脅迫罪の限度でですね、共同正犯を認めていくんだというふうにな話になってくるんだと思うんですね。というわけで今4つ見解が出てきましたね。というわけでまとめると、まあ、事後強盗罪の共同正犯になるという理論構成には2つあって、1つはその事後強盗罪の材質をですね、申請身分犯というふうに捉えまして、そして65条1項と2項の関係を判例と同じようにですね、まあ、1項はその申請身分犯の成立と関係を定めたもので、2項は、ね、不申請身分犯の成立と関係を定めたものだという立場に立った上でですね、身分のない、まあ、要は脅迫にしか関わってない人は、まあ、結局ね窃盗の身分ないから、その申請身分犯に身分がないのに関わったんだという事例になりますから、65条1項を適用してですね、その脅迫にしか関わってない人に対しては、まあ、事後強盗罪の共同正犯が成立していくんだというね、そういう理論構成になりますよね。あともう一つは先ほど言った通り、そのね窃盗っていうのを身分として見ない、法益侵害、なぜ強盗として論ずることになるのかって言ったら、それも立派な法益侵害行為だからなんだと、ね、そんな身分じゃない、実行行為そのものなんだというふうに見ていきます。でそうなってくると結局窃盗罪、事後強盗罪の材質というのは身分犯ではなくて、その窃盗罪と暴行罪あるいは脅迫罪、それが合わさった、まあ、結合犯なんだと、まあ、いうふうに考えていきますよね。学者の先生結構多いですね、この結合犯説を取っている先生が多いです。やっぱりその法益侵害というところをね、やっぱ実績にまあ見ていくとね、なかなかそれが身分、通常のやっぱ身分犯とやっぱ違いますよね単に公務員であるとかさ、保護責任者であるとか、ちょっとそういうのと違うと思うんですよ。よくね身分犯の具体例で出てるようなものとはね、まあ、そんな感じでもうこれも実行行為、法益侵害行為だというふうに捉えていきます。窃盗もね法益侵害行為、実行行為なんだというふうに捉えて、で事後強盗罪の本質というのはね、窃盗罪と脅迫罪あるいはその暴行罪が合わさった結合犯なんだというふうに捉えていきますね。でそうなってくると、あとはもう承継的共犯、それをね、肯定するか否定するかで、肯定をすれば事後強盗罪、脅迫にしかかかってない人もですね、脅迫事後強盗罪の、まあ、共同正犯が成立するということがありますね。で、今度逆に、このね丸2の方ですけど、脅迫罪の限度で共同正犯が成立するという、まあ、見解についても、まあ、2つの、まあ、理論構成がありまして、まず1つはその身分犯構成した場合に不申請身分犯というふうに見ていきますね。窃盗という身分があると暴行罪や脅迫罪に比べて重く処罰されるんだということでね、まあ、過重身分というふうにね、窃盗というのは過重身分というふうに、まあ、捉えていくということになってきますね。でそうすると脅迫しかかかってない人というのはそういう過重身分がまあない人ですから、その場合は、まあ、65条2項の方を、ね、不申請身分犯の成立と関係を、ね、定めたとされる、65条2項を、まあ、適用しまして、それで、その脅迫罪、今回は、まあ、暴行やってないから、まあ、脅迫罪の共同正犯、その成立を、まあ、肯定していくということになってきます。でこれもやっぱり身分犯ってのはおかしいなということでね、これもやっぱ結合犯なんだと、なぜ事後強盗罪がね、条文上238条の条文上強盗として論ずるっていうふうにね、されてるのか、その実績根拠を、まあ、考えてた時には、結局そこのね窃盗というところがやっぱり、ね、あることによって、その法益侵害の点で強盗として同じなんだ、ね、法益侵害ってところを着目していけば、そこは単に身分っていう話ではなくて、やっぱ実行行為そのものというふうに捉えるべきなんじゃないかというふうになってくると思うんですよね。まあ、そういう形で、まあ、結合犯構成を、まあ、いたしまして、であとは承継的共同正犯を否定するというね、理屈ですね。で否定説もあの学者の先生結構多いですからね、あの司法試験の過去問で言いますと、あの承継的共同正犯がメインで出たのは確か平成28年だったかと思うんですけど、あれの出題の趣旨と採点実感はね、結構否定説からの方の説明をしてたんですよ。まあ、別に否定説取れっていうふうにあの言ってたわけじゃないけどね、その否定説からの処理の仕方も結構書いてあったの。まあ、それは何でかというと、学者の先生結構多いんですね、否定説を、まあ、中間説を取ってる先生もまあ多いですけどね、まあ、中間説と否定説がまあそれぞれ有力なんでしょうね。でまあ、そういうところがありますのでね、まあ、どちらでもまあいいんだと思うんですけど、今回はでもまあそこをあらかじめ自分が決めた見解じゃなくて、両方の見解からまあ書けなければまあいけなかったという事案だったんだと思うんですね。でちなみにじゃあ今回さ、自分がそういう立場に立ってなくても、例えば結合犯構成したときに承継的共同正犯を肯定していかないと事後強盗罪の共同正犯になんないじゃないですか。まあ、それをあの論証してないとね、論証しないと丸1のまあ条件ね、そこをあのクリアしたことになりませんよね。そこでじゃあ事後強盗罪におけるその承継的共同正犯、どういう理論構成でまあ認めていくの、行くべきなんだっていうのが一つ問題になってくると思うんですよ。でそこでまず分かりやすい例を言うとね、まあ、今回の事案ではないですけど、まあ、典型的には例えばあの強盗罪
なんかが、まあ、分かりやすいと思うんですよ。強盗罪の客観的構成要件要素っていうのは、まずあの暴行脅迫ですよね、まあ、その程度は恐喝の、ねものでは足りなくて、まあ、相手方の犯行抑圧に至る程度 の、 その暴行脅迫をするというね、まず客観的な構成要件要素がありますよね。でそれでその後、その相手方が犯行を抑圧して、それでその、ね、財物を奪うというね占有移転、うん、というところ、そこの3つのものが客観的な、まあ、構成要件要素になってるんだよね。詐欺と違ってあの意思に基づく交付行為がないというところが特徴ですよね。強盗罪ってねもともと意思に反してあの財物を奪っちゃうものだから、客観的構成要件要素を比べていくとね、その詐欺罪でいうところの意思に基づく交付行為というのがなくてね、3つだからもうちょっと単純なんですよ、構造がね。強盗罪の場合はね、まあ、暴行脅迫をやって相手方が犯行を抑圧されて、でそれで財物が移転すれば、まあ、強盗罪の客観的構成要件要素を満たすわけなんですけど、そこでまずね暴行脅迫だけ先行者があります。で後からその情を知ってね高校者がその財物を奪うということに関わった時にね、中間説に立った場合はね、まあ、因果的共犯論からしたら基本的にやっぱりねその高校者っていうのは自分がねその行為と結果についてやっぱり影響を及ぼし得ないようなね、先行者と行為と結果のところに対してはやっぱりこう責任を負わないということになってくると思うんですよ。でも逆に言えばその結局ですね、因果的共犯論からすると行為と結果、先行者の行為と結果に対して因果性を及ぼすことができるんだというふうに評価できる部分についてはそこはね、あの承継的共犯は認めていくということになっていくんですよね。でそこでよく強盗罪の時に説明されるのは、その強盗罪の客観的構成要件を先ほど言った通り暴行脅迫、犯行抑圧、そしてその財物の移転というところがありますけど、その最終的にそのね財物の移転のところをよく強取って言うんですよ。強取の結果で、その点まず先行者の方が暴行脅迫を、まあ、しますよね。で相手方犯行抑圧されますよね。でそんな中で後からその共謀してね、で財物の取得のところだけ、この関わった場合、その結局強盗の既遂であるところの犯行抑圧状態の、ね、被害者からその財物を奪うというその強取の結果ですね、まあ、そこに因果性を及ぼしたじゃないかということで、まあ、それであの中間説からですね、強盗罪の承継的共同正犯を認めていくというような傾向がありますね。でそれが例えばじゃあ詐欺罪で言ったらどうなるのかというと、詐欺罪の場合だと客観的構成要件要素がですね、まず一つ欺く行為というのがありまして、その後相手方が錯誤に陥って、そしてその交付行為、一項詐欺罪であればまあ交付行為、二項詐欺罪でいけばまあその財産上の利益の移転というところがありますけどね。そして、その処分行為ね、すいません処分行為が3つ目のところでありますけど、そして最終的にその、1項詐欺罪で言えば財物の移転で、2項詐欺罪で言えば利益の移転ということになりますけど、その詐欺罪の既遂結果のことをまとめてね詐取っていうふうに言うんですよ。なので例えばその先行者が欺く行為だけをして、で相手が錯誤に陥ってると、でそんな中で後から共謀した人がですねそういう状況を分かった上で財物のこの取得のところだけ関わった場合、詐取の結果に因果性を及ぼしたんじゃないかということでね、まあ、それであの詐欺罪のですね共同正犯の方を認めたりとかしますよね。あとは恐喝罪で言えば、やっぱりこの客観的構成要件素は非常にあの詐欺罪とも似てますけども、まずその欺く行為の代わりにその暴行脅迫ね、犯行抑圧に至らない、まあ、相手を畏怖させるに足りる程度の、まあ、暴行脅迫をして、で相手が畏怖になります。詐欺で言うと錯誤に相当してますね。でその後、そのあとね一緒交付、あの1項だったらその交付で、2項だったらその、ね、処分、うん、しますよね。で最終的にその財物の移転あるいはその利益の移転があったかどうかってところなんですけど、その最終的なそのね、恐喝の既遂のところを喝取っていうんですよ。なので、まあ、例えばその、暴行脅迫をした人がまず先行者がいて、で後からねそういう状況、相手がまあその畏怖しているということを分かっていながらその財物の交付のところだけ関わった場合、その喝取の結果に、まあ、因果性を及ぼしたんだということで、承継的共同正犯に関してねそういう、中間説をまあ取った場合ですね、承継的共同正犯を認めていくことになりますよね。でそういう目で見たときに今回すごく難しい問題があるんですよ、この事後強盗の場合は。例えば強盗の場合だったらさ、最初の暴行脅迫で相手がその犯行を抑圧されてるでしょ。でその状態が、まあ、ある中で、まあ、財物を取ったらさ、確かに強取の結果に因果性を及ぼしたっていうふうに言いやすいと思うんだけど、事後強盗の場合は、まあ、今回窃盗未遂なんですけどね、まあ、窃盗未遂したことによって、でその後、まあ、脅迫行為してるでしょ。この脅迫のところに何か窃盗のことって因果性を及ぼしてるのかどうかなっていうところね、そこのところが強盗と随分違うんですよね。強盗の場合は最初の暴行脅迫でまず相手が犯行抑圧してますからね。でそんな中でそういう情報を分かってですね共謀して、でその財物のねその交付のところ関わっても、それは強盗のね結果である強盗罪の結果であるその強取の結果に因果性を及ぼしたと、まあいうふうに言いやすいと思うんですけど、事後強盗の場合はねちょっとこの逆のパターンになっちゃってるんでねまあ確かに最初に先行者窃盗の身分持ってるんですけど、その窃盗の身分があるからといってその脅迫の材質で変わってくるのかなというところになるんですよ。強盗の場合は最初の暴行脅迫があって犯行を抑圧してるからこそ強取の結果に因果性を及ぼしたというふうに言えるんですけど、事後強盗の場合ね、先行者が窃盗をやってるっていうだけで、その高校者の暴行行為とか脅迫行為、そこのところ法益侵害的に見て何か材質が変わってくるのかな
ていうところでちょっと、ね、難しいんですよね。だから説明が同じ中間説に立ったんだとしても、ね、非常に難しいことになってくると思います。なので今回はですね、一つ、まあ、ポイントになるところも、まあ、一つだと思うんですけど、長期的共同この自己強盗罪の材質を結合犯説に立った上で承継的共同正犯を肯定するという見解、つまりまあ中間説ね、全面肯定説って今もうないからね、因果的共犯論からしたらちょっと全面肯定説ってないんですけど、まあ、仮に中間説に立ったとしてもですね、当てはめにおいて自己強盗罪が否定される余地が出てくると自己強盗罪の共同正犯が成立否定される余地が出てくるんですよ。だからそういうのを踏まえて肯定する理論構成しなきゃいけないから、そういうのを踏まえてちゃんと書けたかどうかだよね。まあ、本番でなかなかそこまで考えられた人はいたのかいないのか分かんないですけど、まあそういうところでちょっと通常の強盗罪とね、承継的共同正犯はね、若干説明の仕方を工夫しないといけないのかなというふうには思いましたね。まあそんな感じですかね。なんかこう気になったところね、この説問2のところで私が見た限りちょっと気になったところはそんな感じですかね。じゃあちょっと回答例見ていきましょうか。8分の2ページのところを見てください。答案用紙型の回答例8分の2ページで、縦1位のところですけどね、17行目のところですね、コート・オツの共同正犯の成否で括弧1、自己強盗罪における窃盗には、まあ、窃盗未遂も含むところね、まあ、ここは基本知識ですよね、コウは窃盗と言えると、ここは前提になってますね。窃盗未遂成立することを前提になってるから、まあ、ごちゃごちゃ書かずこれぐらいで終わらせた方がいいと思います。で、その甲が窃盗を行った直後に逮捕を免れるため C と揉めていたところね、オツが C に向かって刃体の長さね、人体っていうふうに言ってもいいですけどね、刃体の長さ約10センチメートルのナイフを示しながら殺せぶっ殺すと言ってると。で、自己強盗罪の処罰根拠はね、強盗罪と規範的に同種いる点に求められることから、脅迫は相手方の犯行抑圧するに足りるものでなければまあならないと。で、相手は複数であるだけでなくね、殺傷能力ある武器を示しておりぶっ殺そうと申し向けてるから、まあ、犯行を犯すで、まあ、とりあえず脅迫に当たると自己強盗のね、まあ、なかなかここまでね、この本番の試験でかけた人は少なかったと思うんだけどね、一応理論的に進めていくと、まあ、こういうのも一つ問題になってくるんだと思いますね。で、この後最も4行目、全体として自己強盗と評価しうる行為のすべてが各々ね行っているわけではないためね、まあ、共同正犯の成否が問題となるということね、まあ、実際本番の試験でここのところまでかけた人はあまりいなかったかもしれないね、時間が足んないから多分その先のところね、結合犯なのか身分犯ってところから書くのが多分やっとだった人も多いと思うんですけどね、まあ、実際丁寧に書こうとすると一応こう手前のところもこういうことは書こうと思えば書けるということになりますね。で、括弧2です。まあ、ここからが本題でしょうね。今回のね、説問との関係ではね。括弧2、共同正犯が一部実行全部責任を負う根拠はね、各人が犯罪を共同して、法益侵害結果に因果を及ぼしたと言えることにあるんだと。そこで共同正犯の成立要件は、で、ここもちょっと丁寧かな。共同正犯の成立要件立ててくれてますね。まず、括弧1、2人以上の者による特定の犯罪の共謀と。これ、部分的犯罪共同説を前提にしている書き方ですかね。まあ、特定の犯罪の共謀だから、完全犯罪共同説とも整合するんだけど、まあ、今あんまりその見解取ってる人、学者の先生がいないからね、まあ、おそらく部分的犯罪共同説を念頭に特定の犯罪の共謀って書いてあるんだと思いますね。行為共同説取られてる方は特定の犯罪って書く必要はないありませんからね、単に犯罪の共謀で足ります。特定の犯罪ってことでね、書いてあるのはおそらく部分的犯罪共同説なんだと思います。というわけで、特定の犯罪の共謀とその共謀に基づく、まあ、実行行為ってことね、まあ、この方の二要件説で解説やってますね。で、また共謀は犯罪を共同遂行する行為とね、正犯意思に基づく相互の意思連絡からなるところ、異なる罪名の行為を有していてもね、構成要件的に重なりが認められる範囲でね、結果に対して因果性を及ぼするため、構成要件が重なりが認められる限度で犯罪を共同遂行する行為が認められると解するってことね。ここもちょっと基本知識がいるんですけど、共同正犯の成立要件ね、学者の先生によっても整理の仕方バラバラなんですよ。ただ共通点があって5つの要素、それは必ず見てるっていうふうに言うんですよ。で、その5つの要素っていうのが、まあ、何なのかっていうと、故意とね、意思連絡、それから正犯性の中身として客観面で重大な寄与、そして主観面で正犯意思ですね、そしてその最後共謀に基づく実行行為、この5つはね必ず見てるんですね。それをまあただその要件どういうふうに表現するかっていうだけの間違いで、で、まあ、この方に要件説の中でその5つの要素をこういう形で考慮しようとしてるっていうのが読み取れますね。ここもだから基本知識がないとちょっと分かりづらいと思うんだけどね、共同正犯の成立要件必ず5つの要素を見てるっていうふうに言われててね、今言った通り3要件説先に覚えちゃうとね整理はしやすいと思います。3要件説はね、共謀、そして正犯性で、共謀に基づく実行行為なんですよ。で、その共謀の中で故意とね意思連絡を見るので、正犯性の中で客観面でその重大な寄与
そして主観面で正犯意思を見るんですね。で最後はその基づく実行行為はそのままその共謀に基づく実行行為があったのかどうかっていうまあ因果性の話なんですけど、まあ、そういう形で整理していくと覚えやすいのかなと思いますね。でちょっと当て読みしていきましょう。カッコさん、本件では窃盗である行が C による逮捕を免れるため C の犯行を抑圧しようと考えている一方ね、オツは行が商品を取り返されないようにして、やるため C を脅迫していると。もっともね、コウの認識もオスの認識も事後強盗の一部を実行するという点で一致で構成要件に重ね合いが認められると。そこでね、事後強盗、コウもオスにもね、事後強盗の共同遂行する故意があると言えるってことね。今回のポイントは嫌なのがさ、238条所定の目的をずらしてきたんですよね。コウとオスの認識のところがね。なんでここのところで共謀があったのかどうかってことは一応ちょっと一つ問題にはなるんだと思うんですね。238条所定の目的って条文上3つあるけどね、コウとオスの認識内容は違ってるから、それにもかかわらずじゃあまず共同正犯の成立の前提である共謀があったと言えるのかどうかという形でね、で今回まあ構成要件の重なりがある範囲で、まあ、別にね、共謀があっていいでしょうという形の理論構成をまあしているのがこの答案になってきますね。まあ、ここもどうなのかな、なんか気になった人はいたんだと思うんだけど、まあ、どこまでねその理論構成、答案に表現できたのかどうかというところはあると思うんですけどね、一応こういうところはちょっと問題になってくるんだと思います。例えばですけど、窃盗罪だったら、まあ、客観的な構成要件ですよね。その他人の財物を摂取する、そして、その主観面で、まあ、その構成要件の客観面に対する認識任用ね、まあ、故意、それからその不法領得の意思が必要になるんですけど、窃盗罪の場合共謀が、ね、あったと言えるためには実はその客観的なところの認識任用をお互い持ってるっていうだけのほかに、その故意と、ね、あと、ね、不法領得の意思まで目的犯の場合とかその超過で故意以外の、ね、主観的な超過要素が要求される犯罪に関してはそういうところもお互い持ってないと実は共謀が成立しないんです。もともとね、犯罪共同説だった場合は、行為共同説はそういうのいらないんだけど、犯罪共同説とか部分的犯罪共同説と立った場合はね、その犯罪の重なり合いがないとですね、そもそも共謀が認められませんので、まあ、この方は犯罪共同説ね、部分的犯罪共同説に立って書いてるからこういうことをやってます。だから皆さんの別に行為共同説で書いたんだったらここのところ全部省略できるから楽なんですよね。ここのところはね、まあ現行の判例は部分的犯罪共同説に整合されてるっていうのは言われてるんでね、まあそちらの方で書いておいてもらえるとまあ安心っていうのはあるんだけど、でも最近の司法試験のね、昨年の司法試験のところから見てると別になんか判例で書かなくてもいいような気がするから、まあもうその理論の説明がちゃんとできてるかどうかってところが大事なんで、ここは戦略的にね、行為共同説で書いてもらってもいいと思います。そうするとこれなんか行為の重ね合いとかそういうの見なくて済むんでね、共謀の認定が楽になるんですよね。医師の連絡があったかどうかってところだけ実質見ればもういいんで楽にはなりますね。でも今回ね、犯罪共同説で部分的犯罪共同説で書いちゃってるんで、ちょっとこの故意のね重なり合いを認定しないと共謀がそもそもあったって言えないんでしょうがなくやってますね。で21行目、またオツがまたやったのかと尋ねたのに対し、コウはオツにね、これ医師の連絡を認定してるのかな、まあ、C の犯行を抑圧していることを期待して、あと正犯意思も見てるのかな、こいつを何とかしてくれというね、オツはそれに応じて行為をしていることから正犯意思に基づく双方の意思連絡ね、もあったということですね。というわけで共謀と正犯意思と意思連絡がありますね。であとは重大な寄与と基づく実行行為なんだけど、脅迫っていう実行行為そのものをやってる人はもう重大な寄与してるのは当たり前だから、正犯性を否定するような特段の事情がない限りね、普通は実行行為やってる人は重大な寄与してるのも正犯性基礎づけるだけの重大な寄与してるの当たり前だから、なんでそれで触れてないんだと思いますね。まあ、そんな感じで事案に即したような感じで書いてるんだと思います。でとりあえず共同正犯の要件を満たすということをやってます。そして本題はここからですね、この共同正犯の成立範囲というところを見てください。で括弧1、まず1、オツに事後強盗罪の共同正犯が成立するとの立場からの説明ですね。で7行目、事後強盗罪の条文は窃盗罪と規定されていることから、本罪を身分犯、まず身分犯できましたね、を介する見解があると。そして窃盗犯人という身分を取得して初めて事後強盗罪の行為主体となり得ることに鑑みればね、本罪は申請身分犯と見ることができるという感じね。判例100選のね載ってるね、下級審の裁判例は、まあ、申請身分犯構成してるんですけどね。でこの次、身分犯の共犯について規定する65条1項と2項の関係は基準が明確であり、文言を忠実に解釈するものであることからですね、65条1項は申請身分犯の共犯についての成立関係で、2項はね、申請身分犯についての、ね、共犯の成立関係、なんだと。ですると、事後強盗罪は申請身分犯なので、65条1項ね、要は窃盗の身分がある人にしか犯しない申請身分犯なんだということで、65条の1項によりまして、オツに事後強盗罪の共同正犯が成立するということになりますね。そして今度2、次にオツに脅迫罪の共同正犯が成立するとの立場から説明すると、でこちらは不申請身分犯構成してるのかな、事後強盗罪を前日のように身分犯と解したとしても、窃盗犯人でないものや238条の目的を持たない窃盗犯人が暴行脅迫を加えた場合にはね、暴行罪脅迫罪の法定刑に処せられるに対し、ここが大事かな、20行目、窃盗犯人が238の目的を持って同じ暴行脅迫を行った場合にはね、より重い、まあこのね、強盗罪の法定刑、
になっちゃうんだということを考えると、よく本人はだからここを捉えてね、あの自己肯定罪っていうのは暴行罪や脅迫罪の過重類型なんだとかね、あるいはこの窃盗という身分があるから重くなってくるから、そういう面でね、加減的身分がこう要求される不審性身分犯なんだなんていうふうに言われることがありますけど、まあそんな感じでね、自己肯定罪は不審性身分犯と見ることができるんだと。そして不審性身分犯の共犯の成立と過刑を規定する65条2項によりましてね、オツには通常の刑である脅迫罪の共同正犯が成立するということね、まあ、共同正犯ね、脅迫罪で成立して、しかも過刑も脅迫罪ということになってきます。で、今度自らの見解だね。で、ここはね、あの実は身分犯構成って実質的な理由は何もないんですよ、まあ、ただ判例百選の掲載判例にあるだけで、実は身分犯にする理由っていうのがね、実質的な理由がないのね。単に条文上窃盗がって書いてあるだけぐらいなんだよね。で、そこで学者の先生はやっぱりこうね、結合犯、さっき言った通り、なんで自己強盗罪が強盗として論ずるっていうことでね、なってくるのかというと、やっぱ法益侵害の点で強盗と一緒なんだ。で、その法益侵害、その窃盗って単に身分じゃなくて、やっぱそこは実行行為としてね、法益侵害があるからこそ、まあ、強盗として論ずることがね、許されるんだというふうに考えてるんで、まあ、結構学者の先生は結合犯説ですね、身分犯説ではなくて結合犯説を取ってる方が多いんですよね。で、この方は、その結合犯構成をしているようですね、自分の見解としては、まあ、あのとこですね、まあ、中身としては、ね、6行目の途中のところから見てください。6行目、そもそもね、自己強盗罪が強盗として論ずるとされる根拠は、だからここが大事なんだね、この根拠のところからいくの、自己強盗罪が強盗罪として論ずるとされる根拠は、窃盗罪の財物奪還阻止または、逮捕免脱のための暴行脅迫がね、財物奪取のための暴行脅迫と規範的に同視できることからかね、違法性に差がないと考えられるんだと。まあ、もう難しい言葉使いたくない人はね、法益侵害の点でね、窃盗があるからこそその法益侵害の点でね、強盗と同じなんだ、だから強盗として論ずられるんだっていう形でやってくれればいいと思うんですけどね。で、このような処罰根拠からすると、窃盗行為とね、所定の目的のあるね、暴行脅迫の両方を具備することによって初めて強盗罪と規範的に同種する自己強盗罪の正犯たりうるね、まあ、結合犯でありまして、窃盗行為に関与しない者は、自己強盗の正犯と評価することはできないと。そこで、自己強盗のうち暴行脅迫だけをね、共同した者に、窃盗行為を含む自己強盗罪の共同正犯の罪責を負わせるかについてはね、身分犯の議論ではなくて、まあ、結合犯を前提に、あとはもう承継的共同正犯を肯定するか否定するか、そっちで決めましょうという感じで考えていくというみたいですね。で、いいのところを見てください。で、この方はね、中間説を取りつつも確か当てはめでね、あの否定してるんですよね。で、やっぱこのちょっと通常の強盗と違うからね、中間説を取りつつも多分否定していると思います。ちょっと見ていきましょう。17行目、共同正犯の一部実行全部責任の根拠は、共同正犯者各人がね、相互に意思連絡をして結果に対し因果性を及ぼしたところに求められると。そのため途中から加担した高校者はね、先行者の行為によりもたらされた事故の行為と因果性がない結果についてまで責任を負うことはないんだと。もともね、加担した時点で、先行者の行為の効果を高校者が利用し、で、因果的共犯論に立った場合、この利用って言葉はあんまり意識しないでください。あの利用意思は見ませんから、もう客観的にあの利用したと評価できるかどうかってしか見ないからね。利用意思は昔のあの古いね、共同正犯の処罰根拠をまだ因果的共犯論を取る前のね、よくあの下級審の判例とかが取ってたあの相互利用補充関係説ね、あれを取った場合、あのその積極利用説って形で承継的共同正犯肯定してたっていうに言われてるんだけど、そのそういう意味でのあのこの利用っていう意味じゃありませんからね、利用意思は見ません。もう客観的に利用したと評価できるかどうか、要は因果性しか見てないのでここのところはね、責任を負うかどうか、結局自分が因果性を及ぼしたかどうかってところを見ていけませんから、この利用って言葉はあんまり、あの重視しすぎないようにね、利用意思を見ないようにしててください。まあ、いずれにしろ、利用し結果を先行者と共同ジャッキした場合には、当該結果について因果性を及ぼしたものと、まあ、言えるためね、高校者にも共同正犯として共同正犯の罪責を負うと返せると。で、当てはめね、で中間説取るとさ、強盗罪の場合だったら、まあ、先ほど言ったとおり、あの強取の結果に、ね、因果性を及ぼした、あるいは詐欺罪の場合だったら詐取の結果に因果性を及ぼした、あるいはその脅迫罪で恐喝罪であれば詐取の結果に、ね、因果性を及ぼしたということで承継で共同正犯肯定しやすいんですけど、まあ、自己強盗の場合ちょっと、ね、難しいあの説明が必要になってくるなと。で、この方はその否定をしてるのかな。本件においては、先行者の窃盗行為の効果を高校者が利用して脅迫行為を行っているわけではなく、ここね、利用意思は見てないから行為を行っているとは言えずっていう、まあ、評価ですね、この回答者の評価が入ってます。正確に言うとね、この、脅迫行為を行っているわけではなくっていうのはね、とは言えず、こういう評価を、ね、してるんだと思いますけどね。で、自己強盗という結果を先行者と共同ジャッキしたということはないと、従ってオツには承継共同正犯として、自己強盗の共同正犯を成立することなく、自ら加担した脅迫罪の、ね、共同正犯を生んだということで、まあ、面白い、よく考えた答案ですよね。中間説から否定すると承継的共同正犯を否定するということなんで、まあ、結構考えた答案なんだと思います。でもここはあのもちろんあの肯定説もありますから、中間説を取った上でね、自己強盗罪の共同正犯をあの肯定するっていう理論構成もあり得るので、ここはだから結局理由
次第なんですよ。点数はね、結論を書いただけでは点数くれないから、こういう問題はね、皆さんのその構成力、理論構成力を見たくてこういう問題出してるわけだから、もうこれ結論を覚えないでくださいね。これは理由付け次第で自己肯定罪のね、承継で共同罪に肯定してもいいわけね。例えばそのね、セットの身分がなくても、まあ、脅迫にしかね、その238の所定の目的を持って、まあ、脅迫しただけであっても、結果的にはそのね、先行者の自己強盗の結果、まあ、今回窃盗未遂で特に傷害結果が生じてないから自己強盗未遂の結果なんですけど、まあ、でもね、そういう、その先行者が窃盗の未遂をやってですね、後からそういう状況を認識して238所定の目的を持ってですね、まあ、それで脅迫をすればですね、自己強盗の未遂の結果に因果性を十分及ぼせるじゃないかというふうに思っていけばですね、この同じ中間説からでもですね、自己強盗罪の共同正犯の肯定をね、することが可能ですので、まあ、とにかくもう理由付けです。結論を覚えてもどうしようもない、ね、ここのところはちゃんと自分で納得して理論構成をしていくというふうに、ね、してもらえればと思いますね。というわけでこんな感じですかね。さてで今度ね、設問3、これはよく本に、私の、まあ、矢島の即身仏講座のテキストにも、まあ、載ってるね、判例ね、判例100選でさ、護送防衛の一種としてとかって書いてある有名な判例ね、あれがほぼそのまま、まあ、出たような感じになると思うんですけど、こちらですね、設問3のところね、まず設問3の結論部分なんですけど、事例3において兵が D の傷害結果に対する刑事責任を負わないとするにはどのような理論上の説明が考えられるか、各々の説明の難点はどこかについて論じなさい。でこれ面白いのが、ついにね、誰々の罪責を論じろっていう問題じゃなくなったの。このね、理論上の説明とその難点っていう形で、もう罪責を直接聞く問題ではなくなったのは、これ多分初めてなんだと思いますね。こんな感じで司法試験ついにこんな問題になっちゃった。今まではね、その例えば公の罪責について論じろとか、乙の罪責について論じろって形だったんだけど、そうじゃないんですよね。このもうこの傷害の結果について刑事責任を、まあ、負わないとするにはどんな理論上の説明があって、その何では何なのかということね。だから最終的に自分がどうかっていうことは多分書かなくていいんでしょうね。この設問の形式からするとね、自分の見解書いてほしいときは多分設問2みたいになるから、自分の見解根拠とともに示すことっていうふうに書いてあるから、まあ、あえてそういう書き方を設問3の方してないから、多分これ自分の見解書かなくていいんだと思います。でこの点はね、まあ、これ有名な裁判例ね、判例100選にも載ってるし、私 の, インプットのね、薄っぺらいインプットのテキストにも載ってる、矢島の即身仏講座にも載ってるものですけど、要はね、正当防衛のつもりでやったその防衛行為の結果が侵害者に対してじゃなくて、その第三者に生じてしまった場合、まあ、今回被害者の方に生じてしまったんですけど、まあ、いずれにしろね、その正当防衛の結果がその侵害者ではないね、第三者、まあ、今回被害者なんですけど、まあ、そこに生じてしまった場合のですね、その罪責を、まあ、どういうふうに考えるべきなのかっていう話なんですよね。でこの点ですね、いろんな考え方ができると思うんですけど、まず構成要件レベルで相手を、例えばなんかさ、暴行するような意図 で現に傷害結果を、まあ、発生させるんであれば、まず刑法って構成要件、違法性、責任の順番でね、基本的にはまあ考えていきますよね。でそういう点で構成要件レベルではまず傷害罪の構成要件に当たるかどうか、そこが一つ問題になってくると思うんですよ。でここで今回自分が意図していない人に対して、まあ、結果が生じてしまいました。これ本件方法の錯誤、要はよくね、皆さん基本的知識インプットしている段階で、まあ、錯誤論の話勉強するでしょ。でこれ事実の錯誤で方法の錯誤の事案なんですよね。本当は侵害者に対して防衛行為したつもりなんだけど、まあ、狙いがそれて、まあ、別の人に当たっちゃったっていう要は方法の錯誤の事例になります。でこういう時にまずその傷害についての責任を負わせないための理論構成、まず構成要件レベルだけで処理しようとしたらどういう構成がありますっていうと、具体的符号説ですね。具体的符号説はその客体の錯誤の場合は結局故意認めちゃうんですけど、こういう本件みたいな方法の錯誤の事例では故意阻却するじゃないですか。でさらにこういうね、故意阻却された段階でまず故意犯である傷害罪も成立しなくなりますよね。そしてじゃあそれでもその狙いが外れてしまったことに関して、まあ、過失があれば別途過失傷害罪の罪責を負うという余地があるんですけど、まあ、こういう緊急状態 でしかも問題文にあるんだけど、これなんかボトルワインを投げつける行為をして、ね、でそれで怪我させてしまったんだけど、それがそのもう取り得る唯一の手段だというふうになってるわけですよ。なんでこういう緊急状態の下でね、唯一の取り得る手段を、取ったことによって、なんか注意義務違反があるとは思えないので、まあ、そういう点で過失傷害罪も成立しないんじゃないか。で結果多分この傷害の罪一切負わないことになっていると、故意犯である傷害罪の責任も負わないし、その過失犯であるね、過失傷害罪の責任も負わないという形で一つ考えられてますね。だけどこれは構成要件レベルで処理する一つの方法です。次にね、法定的符号説、慣例の立場と言われてます法定的符号説を取った場合は、まあ、狙いが外れたぐらいの、ね、方法の錯誤では故意を阻却しませんから、その点でまず構成要件該当性認められるんですよ。傷害罪の構成要件該当性が認められます。でもこの方は正当防衛のつもりでやってるのにね、それでそのままなんか傷害罪の責任を負わせるというのはちょっとね、法
ちょっと妥当ではないってことで、そこでなんかうまい理論構成考えられないかっていうことが次に問題になりますね。でそこで大きく理論構成を考えるにあたっては、違法性レベルでうまく、ね、妥当な結論を図る理論構成と、ね、責任レベルのところでうまくこう妥当な結論を図るための理論構成をすることが考えられるんですよ。で違法性レベルのところだったら皆さん何やります？もう今回傷害罪の構成要件に当たってること前提なんだけど、違法性レベルのところでね、まあ、今回だから傷害罪成立だったらかわいそうだからね、正当防衛のつもりでやってるわけだからまあかわいそうじゃないですか。そこで、まあ、うまく理論構成するとしたらどうするかというと、まあ、一つは普通に正当防衛なんだと思うんですよ。なんで、まあ、正当防衛だけど、普通は正当防衛ってさ、正対不正の関係が必要ですよね。で今回その、まあ、自分はまあ正なんだけど、その防衛行為の、ね、相手方が今回被害者ってことで正なんですよね。だから本来正当防衛って正対不正の関係を、ね、まあ、念頭に置いた制度なんだけど、今回は正対正の状況になっちゃってるから、まあ、そういう点でちょっと正当防衛が妥当する場合に当たんないんじゃないか、そういうふうに反論されてしまう、そういう難点がありますね。あとはじゃあそしたら、まあ、結局ね、正対正の時に違法性が阻却されるって言ったら緊急避難じゃないですか。だからじゃあ違法性レベルのところでじゃあ妥当な結論を図るために、じゃあ今回これ緊急避難で言ったらどうなのかっていうことが思いつくわけですよ。だけど緊急避難っていうのも基本的にはさ、まあ、普通に基本知識でちょっといろんなさ具体例を思い浮かべてもらえればと思うんだけど、まあ、自分あるいは第三者の法益を守るために、まあ、第三者にさその危害をね転嫁するような場面、それが緊急避難でしょ。でも今回は守ろうと思ってる法益に対してそのまま侵害しちゃってるからやっぱりね、この自分や第三者の利益を守るために全く別の人の法益を侵害したっていう緊急避難の典型的な場面とも違ってくるんですよね。本来その緊急避難が予定されているような場面に当たらないんじゃないかっていうね、そういうふうに反論されてしまう、まあ、難点があると思います。そこで最後の手段、もう構成要件レベル、まあ、具体的法説と取っておけばいいんだけど、まあ、仮に法定的法説を取った場合はね、次、違法性レベルのところでどうなるかというと、ちょっと残念ながら正当防衛と緊急避難に関してはいろいろ難点がありますので、まあ、ダメだということになると思います。そこで最後の手段として責任レベルのものになってくるんですよね。でここでその裁判例は護送防衛の一種、要はこの人正当防衛のつもりでやってるんだ、実際にはまあ正当防衛じゃないんだけど、そのね、先ほど言った通りやっぱ正当防衛は緊急避難に関しては難点があるからね、正当防衛にならない、違法性は阻却されない、でもこの人、正当防衛のつもりで行為をしてますから、こんな人に対してこういう非難を貸し得ないんじゃないかってことで、まあ、やってることに対する客観的な事実に対する認識に弱るから、構成要件的な行為は認めていくんですよ、法定的法説の、まあ、観点からね。だから、まあ、傷害罪の構成要件に当たるんだけど、でも自分の行為が許されてると思ってやってるから、まあ、こういう非難を貸し得ないってことで、まあ、責任行為をね阻却してあげると。でそれをその判例白紙に乗っかってるその下級審の裁判例ですけど、それを護送防衛の一種だというふうにまあ言ってるわけですね。でそれなんでね、護送防衛の一種、護送防衛ってなんで言わないのって話なんだけど、護送防衛っていうのはさ、旧迫不正の侵害がないにもかかわらずそれがあると、まあ、誤認して、でその侵害者に対してやっぱそのね攻撃するでしょ。でこれやっぱその攻撃がそれちゃって侵害者以外の人に対して攻撃しちゃってるから、典型的な護送防衛の場面とは違うんだよね。だからそこで護送防衛の一種ってやってるのね。まあ、でも本人はまあ一応正当防衛のつもりでやってるからさ、まあ、こういう非難を課すのもかわいそうでしょってことでね、まあ、そこでまあ護送防衛の一種っていう理論構成をまあ下級審の裁判でやってると。でそれに対する難点としては、まあ、やはり護送防衛の典型的な場面と違うからそういう点でおかしいだろうという話になってくるわけね。まあ、だからそれぞれ難点があるのね。具体的不法説の場合は皆さん担当でやってると思うんだけど、最初の構成要件レベルでクリアする場合ね、具体的不法説取るとまあ傷害の責任を負わなくなるんですけど、難点は担当知識ですけど、まあ、客体の錯誤と方法の錯誤の区別が、まあ、明確にできないとかさ、まあ、担当で覚えてるじゃないですか。だからそういうの現場で書けると思うのね。だからいずれにしろ各見解難点は思いつくと思うんですよ、その場でね。まあ、そんな感じで、まあ、今回構成要件レベルで、この障害に関する刑事責任を終わらせないための理論構成の一つとしては、まず具体的不法説を取ってしまうということね。でそれに対する難点としては、まあ、客体の錯誤と方法の錯誤の区別が曖昧だと。具体的不法説でね、客体の錯誤の場合は結局その人を攻撃しようと思ってその人を攻撃してるわけだから、その行為阻却しないんですよね。でも方法の錯誤みたいに、このその人を狙って攻撃したんだけど狙いが外れて全然意図してない人のね結果に生じた場合、その場合はまあ行為を認めないんですけど、まあ、でもその客体の錯誤と方法の錯誤、それは区別曖昧じゃないかという形で、まあ難点がありますね。じゃあそこで次、法定的不法説をまあ取って、で違法性レベルで処理しようとするんだけども、正当防衛じゃあどうなるかって言ったら、さっき言った通り正当防衛は正対不正の関係が必要だ、でも今回は正対正なのじゃあダメだ、じゃあ正対正なら緊急避難で行ったらどうかってことなんだけど、緊急避難の典型的な場面っていうのはね、まあ、自分や第三者の法益を守るために全くそれと別の人の法益を侵害することをまあ想定してるんですけど、今回守ろうと思ってる、ね、人の方に対して危害加えちゃってるからやっぱり典型的な緊急避難とも違うということでね。で他になんか違法性阻却事情思いつかないんで、もう違法性レベルのところでね、もう多分妥当な結論を図ったら結構難しいんだと
思いますね。でそこで最後の指南、まあ、この人、まあ、正当防衛として、ね、許されると思ってやってるから、まあ、こういう非難貸し得ないんじゃないか、まあ、一応公正予見的な行為は、ね、法定非合説の観念からあることを前提ですけど、まあ、でも、ね、自分の行為が許されると思ってやってるんだから、ちょっとこういう非難貸し得ない、そこで護送防衛の意思として、典型的な護送防衛ではありませんね、急迫性の侵害そのものに対して危害を加えているわけではないんでね、今回、その急迫性の侵害を加えている人とは別の人に対して危害を加えてしまってますので、結果的にはね、なんで典型的にはその護送防衛の事案とは違うんですけど、まあ護送防衛の一種としてそのね、行為を阻却するという形になってくるんだと思いますね。でいずれも故意犯が否定された場合でも、やっぱその狙いが外れたことに関して過失があれば過失傷害罪の成立の余地があるんですけど、まあ先ほど言った通りね、この方のワインボトルを投げるのが唯一の手段だとかっていうことが書いてありますしね、さらにまあこういう緊急状態ですからね、まあおそらくその注意義務違反というのはなかなか肯定しづらいと思いますので、まあ過失傷害罪の在籍もいずれの立場からも追わないんだという形にはなってくるんじゃないかというふうに思いますね。で、まあ、そんな感じで、まあ、難点とか、ね、理論的な根拠っていろいろ出てくるんですけど、その辺のところが、まあ、書けてればよかったのかというふうに思います。じゃあ最後、この回答例の方を、ね、見ていきましょう。ですね、先ほどの続きのところになりますね。8分の6ページのところですね、8分の6ページの7行目を見てください。で設問3ですね。で縦1、兵が公による、強盗という不正な侵害行為を、ね、D から防衛しようとして公に向かってワインボトルを投げつけたところ予期せず、まあ、D に当たり、D が障害を負ったという、ね、本件について兵が刑事責任を負わないとの理論上の説明、ね、以下4通りのものが考えられると。4通りって出た瞬間で、あ、まず構成要件レベルのやつで1個だと、具体的不法説だなと。違法性レベルのところで多分2つ、正当防衛と緊急避難で、最後責任レベルのところで護送防衛の意思、多分それなんだろうなというのが予想つきますね。まあそんな感じで見ていくとね、14行目、具体的不法説は行為者が認識してない客体に発生した結果について行為責任を課すのは責任主義に反するためね、構成要件は具体的に想定されるその人の法益を侵害するという規範を与えていると理解しね、行為者が認識した事実と発生した事実が具体的に一致しない限り、行為を阻却するという見解だと。まあこの見解に立つとね、方法の錯誤の事例ではその人の法益を侵害するという点で主観客観一致してないのでね、その行為阻却されますよと。で21行目、兵は公に対する暴行の行為で D に障害を負わせているため、攻撃手段に食い違いが生じ別の客体に怪我が発生しているということでね、方法の錯誤ということで、最後の行、その人の方へ侵害するという点で公の主観と現実の客観一致しないため構成要件的な行為が、ね、まあ、否定されちゃうんですよということですね。でこの時点でも故意犯である傷害罪成立しませんから。でこのあと次、さらに本件ではこれ過失犯の、ね、方も指定してますけど、ボトルワインを投げつける行為が兵の取り寄る唯一の手段であったと、ことから、ね、注意義務が認められず、ね、まあ、緊急状態ですからね、まあ、過失責任を負うこともないんだということね。というわけで、まあ、故意犯である傷害罪も成立しないし、過失犯である、ね、過失傷害罪も成立しないということで刑事責任を負わないというふうになるんだと思いますね。で括弧にこの説明にはね、まあ、客体の錯誤と方法の錯誤が区別必ずしも明らかでない場合がありね、まあ、その行為の部分が不明確になる、まあ、これ担当知識だね、まあ、ここのところね、担当知識でまあ十分処理ができるような問になっていると思いますね。でこの後、縦3の括弧1ですね、2つ目は、まあ、正当防衛が成立するため違法性が阻却されるという説明ですね。だこれはね、構成要件レベルでは構成要件該当性認めていくことが前提ですから、法定的不法説、ね、に立つことがこう説明されないといけないと思いますね。そんな感じで、10行目、この見解は前日の錯誤論で抽象的法定的法定不合説ね、これいわゆる受験生がよく法定的不合説と言っている見解と一緒です、まあ、抽象的法定不合説おとり、故意が阻却されずにですね、兵の行為が傷害罪の構成要件に該当すると考えることを前提としてると。でこれでね、違法性のところだけど、兵が公による強盗という急迫性の侵害に対し D の生命身体という権利を防衛するためですね、公にワインボトルを投げつけている唯一のね、取り寄る反撃行為をしていることから、まあ、やみした行為と言えることは明らかということで正当防衛が成立ってことね。ここ長々この問題でやっちゃいけないと思いますよね。こんなぐらいであっさり書いてね、正当防衛のところ本格的にやったらちょっと理論構成のところが書けなくなっちゃうからね、まあ、こういうところはさらっとやるようにしててください。設問3はね、設問の先ほどの形式からね、具体的な事実の提示というのはどっちかというと理論構成の、ね、説明をする方が重視されていると思いますので、まあ、ちょっとその点で設問1とは随分ね、書き方が違ってくるなというふうに思いますね。よくね、復習するときにね、設問をよく見直してほしいと思いますね。やっぱ設問の書き方が随分違ってるんですよね。さて、でその後ですね、16行目 D の傷害結果も不正な侵害行為をした公に対する防衛行為から発生したのでですね、 D との関係でも正当防衛が成立すると考えられるため違法性が阻却されるんだってことね。でまた緊急事態なので結果回避可能性がなくね、過失犯も成立しないので、まあ、不可罰だということね。まあ、過失犯のところはあまり長々やらない方がいいでしょうね。
でこの難点ですけど、このね、括弧にこの説明には D は不正の侵害をしたものではないのでね、正当防衛は成立しないはずね、まあ、簡単に言えば正当防衛というのは正対不正でも今回は正対正なんでね、正当防衛があのこう、ね、妥当する場合ではないんだというところね、そういうふうに批判されてしまうのが難点ですね。本来の正当防衛がね適用される場面とは随分違うというふうに言われてしまうところが難点であります。で3つ目、緊急避難ですね、まあ、緊急避難が成立するため違法性が阻却されるとする説明ですね。でこれはさっき言った通りね、緊急避難が問題になる場合皆さん頭の中で思い浮かべてください。通常自分や第三者の保益を守るためにそれとは全く別の人に対してその避難を転嫁する場合ね、それがまあ緊急避難だけど、この本件は D の保益を守ろうとして D にね危害を加えちゃってるからやっぱ違うんですよ、典型的な緊急避難とね、まあ、そんな感じのところがこう基本のところから頭の中で出てくればね書けるはず。でそんな感じでですね、次のページのとこですけど8分の8ページ、この見解も兵の行為が傷害罪の構成要件に該当することを前提とすると、だから法定的法説に立っていることを前提ですね。でその後違法性レベルのとこで、D は不正の侵害をしていないので正対正の関係にあることから、兵はね第三者 D に保益侵害の危険を転嫁したことによって、D に生じている現在の危難を回避したと考えね、緊急避難として違法性が即刻されると、まあ、説明すると、またね、その緊急事態なので結果回避可能性がなくね過失も成立しないので功は不可罰ということね。要はあの、まあ、故意犯のこのね傷害罪、これも緊急避難で違法性が阻却されるから成立しないし、過失もないから過失傷害罪も成立しないってことね。で、この説明にはね、緊急避難は性である第三者の保益を侵害しなければ事故または他人の避難を防ぐことができないという二者択一の関係があることが必要なところ、ここは自分の頭で考えてくださいよ。さっき言った通り緊急避難ってのは自分や第三者の保益を守るために全くそれとは別人の方に対してねその避難を転嫁することが前提にされてるんですけどね、今回そうじゃない、 D の保益を守るとして D に避難をあの危害を加えちゃってますからね、まあ、典型的に緊急避難の場面じゃなくて、そういうのは自分の言葉で書いてくれればいいわけですね。というわけで緊急避難説に対してそういうふうに、ね、あの反論されてしまうという難点がありますね。というわけで、9行目、D の保益を侵害しなければ D の保益を守れないという関係にはないのでね、緊急避難とは言えないという、まあ、難点があるということね。で最後はあの護送防衛の一種ですね、12行目のところです。これはあの下級審の裁判例が取っている見解ですけど、この見解は兵の行為には構成要件該当性が認められ、だからここはあの法定的法説に立つことが前提になります、まあ、構成要件該当性が認められ、正当防衛も緊急避難も成立しないものの、兵は主観的には正当防衛の認識で反撃行為に及んでおりね、事故の行為が許されると誤信しているため、まあ、規範の問題に直面していないことから抗議避難を貸し得ずね、まあ、護送防衛の意思として、ね、さっき言った通り護送防衛の典型的な場面とは違うんだよね。護送防衛というのはその侵害を加えた、本当は侵害ないんだけどね、侵害ないんだけど、まあ、侵害が、まあ、あると誤信してその侵害者に対して、ね、反撃することを言うんですけど、今回侵害者以外の人に対して、ね、攻撃が加えられてますから典型的な、まあ、護送防衛ではないんで、ね、そこで護送防衛の一種って言ってますけども、護送防衛の一種として故意責任が阻却されると説明するものだと。またね、あで故意阻却されてるんでもうあの故意違反であるここで傷害罪は成立しないという結論になります。本当は丁寧に言うならそこね一言書いてくれた方がいいと思いますね。でまたあの緊急事態で、ね、結果回避可能性がないんで過失犯もないということで、過失傷害罪も成立しません。でこれに対する難点としてはね、まあ、これ普通に自分の言葉で書いてくれればと思うんだけど、 D から急迫性の侵害を受けているのは護送はなくね、だから典型的にやっぱ護送防衛が問題となる場面とは違うというふうに反論されてしまう、そういう難点があるんですよ、ね、そういうところは、ね、自分の言葉で書いてもらえればいいんじゃないかというのを思いますね。というわけで、まあ、この最後のね説問さんは、まあ、なんとかなったんじゃないかと、その場でね、まあ、時間が足りればだけどね、まあ、そんな感じで自分の頭でその場で考えていけばね、まあ、なんとかうまいこと、処理ができたんじゃないかというふうに思いますね。で今回ちょっと思ったのは、今までね論証貼り付けに慣れてた人は、例えば作語論のところってさ判例の見解だからって言って法定的法説を何も考えずにあの書かれてた方も、まあ、結構少なくはないんじゃないかというふうに思うんですけど、今回ってやっぱ具体的法説の方から処理させてますよね、構成要件レベルのところでこう書こうとした場合ね。なんで今後やっぱこうね、あの、まあ、判例だけではなくてですね、重要な学説で対立しているようなところね、そういうところは ちゃんと刑法の理論をね詰めていくような学習をしていかなければいけないのかなというふうに思ってますね。私の今年ね講座はそういう感じでうまく対応していこうとは思ってるんですけど、まあ、今後はねちょっと勉強もしっかりと刑法もやっていかなければいけないのかなというふうに思いましたね。というわけで一応刑法ねこんな感じで、説明をね終わりにいたします。じゃあここでちょっといっぱい一回10分ほど休憩いたしまして、その後また刑訴法の話をしていきます。じゃあ一応休憩ストップウォッチの方で、はい、では今度後半ですね、刑事訴訟法の方を、ね、やっていきましょう。でまず刑事訴訟法は随分とですね、あの昨年度とあの問題傾向変わりまして、問題文ですね、先ほどの刑法 の後ろのところについてるんですけど、刑事訴訟法の問題文の4ページを見てください。これもちょっと刑法っぽくなっちゃって、あらかじめなんか決めた見解だけ
なんか書けばいいっていう問題じゃなくなっちゃいましたね。別件逮捕拘留に関する問題なんですけどね、ちょっと複数の見解から事例をちゃんと処理させる問題がね出てますね。設問1のちょっと形式を見たいんですけど、設問1、下線部丸一の逮捕拘留およびね、これに引き続く、まあ、拘留延長までしてるんでね、拘留延長してますので、これに、まあ、引き続く平成31年3月20日までの身体拘束の、まあ、適応性についてね、で、まず縦一のとこですけど、具体的事実を適時数、まあ、論じなさいということね。でここまでだったら今まで通りのね司法試験のまあ問題だったんですけど、この縦二が加わりました。で縦二、一と異なる結論を導く理論構成を想定し、で具体的事実を、だからこれ自分の見解とは違う見解からもやっぱちゃんと普通に当てはめさせようとしてるんですよね。具体的事実を適時しっていうのは証文の1と2両方に出てますからね。なんかこう自分が取ってない見解ちょろって書けばいいっていう話じゃなくて、ちゃんとその見解からもしっかり当てはめをね、することが求められてますね。この具体的事実適時ってなってます。というわけで縦にね、1とは異なる結論を導く理論構成を想定し、具体的事実を適時しつつ、まあ、論じなさいってことですね。でなおその際ね、これを採用しない理由、まあ縦一の方は自分の見解で、まあ、書くの多分前提になってると思うんですけどね、縦二の見解をこのね取らない、まあ、理由についても、まあ、言及することってことになりました。でこれでね、今まで司法試験の問題ね、こういう形でまあやっぱさ、今までのね刑法と一緒で、なんかある論点に関して一つの、まあ、見解決めて、それを貼り付けてね、まあなんとなく答案らしい形を整えておけばね合格できたんですけど、まあ、こちらの刑訴法の方もね、やっぱその理論のところですね、そこのところどんだけちゃんと普段からしっかりこう考えてるかどうかってことも、試されるようにね、なりましたね。まあ、そんな感じでちょっとこう傾向は随分刑訴法は変わったのかと思います。と同時にこれでね予備試験と司法試験の差が明確になったんだと思うんですよね。刑法もまあそうなんですけど、まあ、従来予備試験と司法試験の論文試験でね、そんなに大差なかったんですよ。事実上ちょっとね出題範囲が予備試験の方が広いかなと。例えば憲法でも論文試験で統治の分野から出してくるから、国民審査とかね、まあ、そういうところからも来るから、まあ、事実上ちょっと広いのかなと思ってたんですよ。でもその程度かと思ってたんだけど、もう今回のね、この刑法と刑訴法で完全にこう予備試験と司法試験が違ってて、司法試験の方はやっぱ理論構成、その当てはめのところももちろん、まあ、大事なんですけど、それだけじゃなくてね、その当てはめを導くためのその法的なその理論構成のところですね、そこのところもどれだけ普段からちゃんと勉強、してるのかどうか、そういうところも試されるようになったなというふうに思いますね。というわけで今後ちょっと勉強の仕方ね、なんか論証例を丸暗記してたような人は、まあ、このもし来年の試験受けることになったらね、ちょっと来年の試験受ける予定になってしまった時はちょっとそこのところをねしっかりと、対策を立てていかなければいけないのかなというふうに思いますね。で今度設問2の方ですけど、これは従来の出題形式と変わらないと思うんですけど、下線部丸2の訴因変更の請求について裁判所はこれを許可すべきか、公判前整理手続きを経ていることを踏まえつつ、まあ、論じなさいということね。まあ、公判前整理手続きが終わった後にですね、訴因変更をされてしまうとね、今まで、まあ、せっかくこう審理の計画を立てたのが、まあ、無駄になってしまう可能性がありますから、まあ、ちょっとなんか制限されなければいけないんじゃないかという発想があるんですけどね、まあ、そういうところをどういうふうに考えていくのかどうかということに今なっておりますね。でまずね、この設問1の方からちょっと考えていきたいんですけど、別件逮捕拘留に関して、まあ、皆さん基本知識でインプットされてるじゃないですか。でそうするとどんな見解があります？あとはそもそも問題の所在ですよね。なんで別件逮捕拘留っていうことを刑事訴訟法の学問上ね、まあ、問題にしなければいけないのかって話なんですよ。それはまあ本当はあるね、例えば殺人罪とかある重い、まあ、罪でね、本当は逮捕拘留して、行きたいんだけど、まあ、それをねするだけではまだ証拠資料が揃ってない時にね、まあ、もっとこうとりあえず証拠が揃ってる軽い、まあ、罪で、逮捕拘留してね、でその身柄拘束状態を利用してさ、重い罪のこの方で取り調べをしてね、しまうような、まあ、そういうところが別件逮捕拘留問題となるような典型的な場面なんですけど、それの問題点って何でしょうね。別件逮捕拘留、なんでこれが刑事訴訟法上ね問題視されるのかって話なんですよね。でそれはやはりその身柄拘束ってやっぱりね、逮捕だったらまあ最大72時間で、拘留だったらまあ原則10日でね、まあ、拘留延長して、さらに10日とか、特別な罪についてはさらに5日って形になるけど、まあ、身柄拘束っていうのは基本的には刑訴法はまあ時間制限を厳格にこう規定してるわけなんですよね。でそんな中で別件逮捕拘留なんかをまあ許しちゃうと、まあ、例えば軽い窃盗罪かなんか、まあ、業務上横領かなんかで例えばまあ逮捕してね、でその身柄拘束期間中72時間プラス、まあ、例えば拘留の10日プラス10日でまあ23日間ね最大、まずは、この重い罪の方を取り調べて、でさらに改めてその重い罪で証拠が揃ったということで逮捕拘留して、さらにまた23日やっちゃうと、一つの罪で、まあ、23+23で、まあ、46日間、ね、そんな感じで身柄拘束されちゃう可能性が出てくるんですよね。それがまずいんじゃないか、ね、そもそも刑訴法ってのは身柄拘束の時間制限してるんだから、そこのところを、ね、おかしいんじゃないかっていうところがスタートなんですよ。そういうふうに考えていくと、
じゃあまず別件逮捕勾留のところってどういうあの判断枠組みでまず適法性判断したらいいでしょう。こういうのが問題の所在なんだとしたらどういう判断枠組みが基本になります。まあ、例えば警察実務っていうのはさ、その軽い罪に関して、まあ、逮捕勾留の、ね、要件、要は逮捕 の, その、ね理由となっているその罪名に関して、ねその逮捕の理由、勾留の理由等があれば、まあ、別に逮捕勾留は違法じゃないんだっていうその別件を基準に、ね、逮捕勾留の適用性を、まあ、考えるという別件基準説っていうのがまあ流行ってるんですけどね、警察実務の方ではね。だけどそこを言っちゃうとね、その別件逮捕勾留っていうことがなんで学問上取り上げられてるのかどうかっていうことがちょっと問題視できなくなっちゃうんだよね。で今までだったら良かったんだと思うの、昨年までの形式だったらさ、あらかじめ、まあ、別件逮捕勾留が出たら例えばまあ別件基準説でもやるって決めてりゃね、そのまま、まあ、貼り付けて処理してればまあよかったんだけど、まあ、今回明らかにね、その複数の異なる結論を導くような理論構成をね、こう書かせて、で本当にその何点まで、最終的に自分が取らない見解の何点まで書かせるような問題になってるわけだから、まあ、本当にその理論構成がいいのかどうか、そこまでしっかり考えてくださいって、そういうあのことを、ね、求めてるんだと思うんですよね。なんでそういう問題になってることを考えたときに、じゃあ答案の方どういうふうに書いていくべきなのかって話なんですよ。でそういう時にね、今回またちょっとやらしいのが資料がついてるんですよ、問題文の。この資料を活かして書くにはどういう見解でこう、ね、対立点を作っていけばいいのかって話になってくるんですよね。で資料1を、まあ、見ますと、問題文のねつけてあるあの5ページのところなんですけど、今回直接逮捕勾留の理由となっているのはあの業務上横領罪なんですよ。だけど本当は強盗致死罪ね、法定刑重いですよね、死刑または無期懲役まであるね、非常に重い、まあ、法定刑の方の、まあ、強盗致死罪の方をまあ調べたいわけなんですけど、その取り調べの時間が最後あの、ね、合計値が書かれてますけど、その、ね、逮捕勾留の直接の理由となっているその業務上横領に関しては20時間しか調べてないんですよね、この勾留期間中ね。で、その逮捕勾留の直接の理由の名前罪名になってないその強盗致死の方は40時間も、調べてしまってるんですね。でこういう観点から考えたときに、まあ、例えば、別件基準説たればね、まあ、一つ一つその業務上横領、その軽い罪の方の、まあ、業務上横領罪に関して逮捕の要件を満たしているのかどうか、勾留の要件を満たしているのかどうかということをまあ検討していけばいいわけなんですけど、まあ、本件基準説に立った場合はそういうわけにはいきませんよね。どういう思考方法を取るんでしたっけ、本件基準説の場合は。っていうと、ここよく勘違いしがちなんですけど、本件基準説に立った場合に、まずね、その今回別件は軽いね、その業務上横領罪なんですけれども、その業務上横領罪 の, その逮捕や勾留の要件って検討するんですかしないんですか。はい、皆さんに問題です。どうなんですかっていうとね、ここ暗記しちゃダメよ、なんか間違ってることを覚えてるかもしれないから、ちゃんと自分で頭で考えてほしいんですよ。今で今考えると、例えば、まあ、今回ね、その業務上横領罪っていう形でその罪名でね、まあ、逮捕勾留されてるんですけど、仮に本件基準説に立ったんだとしても、例えばその逮捕の直接的な罪名になっているね、業務上横領罪に関して逮捕の理由や必要性、まあ、要は逮捕の要件ですね、通常逮捕の要件、あるいはその勾留の理由や勾留の必要性、まあ、勾留の要件、それを満たしていなかったら、その身柄拘束、逮捕や勾留、その身柄拘束、違法になるのは当たり前じゃないですか。ですから、本件基準説に立ったとしても、まずはね、その別件である業務上横領罪に関して逮捕の要件、勾留の要件を満たしているかどうか、そこは検討が必要になります。だからその点でまずね、別件基準説を取った場合と本件基準説を取った場合、途中のところまでまず一緒なんですよね。で差が出てくるのは、やっぱその本件基準説っていうのはね、その身柄拘束の先達を許さないということになってきますので、まあ、形式的にね、その業務上横領罪のところで逮捕勾留の要件を満たしているかどうかってことを見るんではなくて、まあ、それが仮に満たされたんだとしてもね、それが満たされてなければその時点でも身柄拘束は違法になるという形で、まあ、結論が出せてですね、話がまあ終わってしまうんですけれども、仮にその別件である業務上横領罪で逮捕勾留の要件が満たされるんだとしても、例えばその捜査官の主観的な意図ですね、もともとその別件、これ価値判断が働きますけど、例えばですよ、最初から別件逮捕勾留の目的があってですよ、捜査機関が、でそこで今回そのとりあえず証拠が揃っている業務上横領の方でですね、逮捕勾留して、その身柄拘束を利用してですね、で重い強盗致死罪に関して取り調べしてやろうというふうに思いながら、それで逮捕勾留した時の価値判断ですよ。皆さん、そんな逮捕勾留を許していいんですかって話なのね。でそういう時に本件基準説はやっぱり許さないっていうふうに考えてるわけね。だけで、まず考慮要素ですね、違法な身柄拘束というふうに評価できるかどうかに関して、まずその捜査官の主観を、まあ、見ていくことになってきます。それから、まあ、客観的な考慮要素としては、皆さん例えばどういうことが想像できます。こういうの試験の現場で考えなきゃいけないんでしょ。あの丸暗記してたってさ、本当にそれがこの事案で使えるかどうかって分かんないから、やっぱりそうやって一個一個の考慮要素ですね、令状主義の先達を許さないわけですよ、身柄拘束のね、
間制限を許さないわけなんだけど、そういうことを判断するためにね、まず捜査官の主観的意図を見るのはなんとなく分かりましたよね。あと他に何を見てきます？やっぱ客観面すごく大事なんだと思うんですよ。そのやっぱ取り調べに使った時間、そこは見たいと思います。で特に今回やっぱ資料がついててね、20時間とか40時間って形であるから、ここは必須なんでしょうね。だからその客観的な、まあ、要素としてはやっぱその取り調べの時間ですよね。取り調べの対応とかね、その、そういう取り調べの状況、その時間を含めたね、取り調べの状況、そういうところが、まあ、一つ重要な考慮要素になると思います。あとはその身柄拘束の選択かどうかでどういうふうに判断します、まあ、これもインプットのところで皆さんやってると思うんですけど、どうですか、今主観的な意図、捜査官の主観的な意図見ましたよね。別件逮捕考慮の目的最初から持ってたらどうか、それからその取り調べの状況ですよね。どれぐらいの時間調べちゃってるのかどうか、業務上横領で逮捕拘留しておきながら、あ、その例えば23日間ずっとその直接的には逮捕拘留の理由となってない、強盗致死罪で調べてたったら、それはやっぱり先達になっちゃうからね、身柄拘束の期間先達になるから違法な方向に働くと思うんですけど、他にはどういうところがあると思います？っていうと、その事件の関連性ですね。例えばですよ、殺人事件やった人で大体死体遺棄やるじゃないですか。だから、まあ、この場合は関連性があるっていうふうに言われてます。もちろん事案ごとに見ていかなければいけないんだけどね、こう丸暗記じゃダメです。事案を見てね、まあ、関連してるなっていうところを判断しなければいけませんけど、その関連性がある場合があります。でその関連性があるような事件を調べるっていうのは、結局その逮捕の理由となっている罪について捜査をしているところにつながってくるから、その場合にはね、その身柄拘束が要は違法な方向に評価されにくいんですよ、そこのところね。だからそういう点で関連性ですね、その別件と本件との間のその関連性の有無程度のところですね、そういうところもですね、その考慮要素になってくるんだと思います。でそんな感じで、まああらかじめまあ本件基準説のね、考慮要素本当は覚えておかなければいけないんだけど、まあそれをもし覚えていなかったら、まあこんな感じで、ね、どういうところがその身柄拘束の先達っていうことを判断するときに使えそうなのかなって考えて、まあ考慮要素は出すんですよね。で特にやっぱヒント、この時間が今回資料でね、20時間40時間、あとその手前のところももっともっと細かいね、時間が内訳が書いてるから、やっぱ今回はその時間、取り調べの状況とかそういうような形で何らかの形で時間をね考慮するんだというところ、そこはかなり重要になってくるんだと思いますね。だけどとりあえず別件基準説と、まあ、本件基準説のお話をしました。でさらにね、基本知識が必要になるんですけど、今回ね、さすがに業務上横領で逮捕拘留して、でその拘留期間中に業横の方でね、業務上横領の方で20時間しか調べてないのにね、この全然拘留の理由になってないような強盗致死で40時間調べちゃってるじゃないですか。これおそらく本件基準説の、まあ、観点から考えたらね、特にその考慮要素、取り調べの状況ね、その取り締めに使った時間、そこのところを、まあ、重視していくとね、まあ、これはおそらく違法な身柄拘束になってくると思うんですよね。でその時本件基準説のポイントなんですけども、その本件基準説においてその身柄拘束が違法とされた場合の法的効果はどうなるんですか。法的効果、それは身柄拘束自体が違法にされるんですよ。本件基準説のポイントっていうのは身柄拘束自体が違法にされます。そしてその違法にされる時期なんですけども、身柄拘束の当初に遡ってね、そこが違法にされるんですね。でそう考えると、えっと思う人も、まあ、いるかもしれないんですけど、まあ、確かにその当該事件に限ってみると真実の発見は害されますね。実際ね、その身柄拘束の当初から、まあ、違法にしてしまいますと、当然その身柄拘束中に例えばその身柄拘束を利用して証拠収集すると、おそらくそれ違法収集証拠排除法則でね、証拠能力否定される可能性が出てくるんですよ。でそういう点で真実の発見は害される可能性かなり高くなります。だけどそれによって将来の違法捜査を抑止することができるんですよね。確かに当該事件に関して言えばその真実発見は、まあ、犠牲にされてしまいますけど、でも一度ねそういう形で違法だと、まあ、評価してあげることによってですね、まあ、将来の、まあ、そのね捜査の適法性が担保されるという、まあ、ある意味もうちょっと大きい価値が得られることに今なってくるんですね。まあ、そういう点でそこのところが本件基準説という考え方になってきます。だけどちょっとそれやりすぎだろうと、いくらなんでもね、その最初からその身柄拘束を全部、例えば最初はちゃんとさ逮捕拘留の罪名になってるような取り調べしかしてないのにね、でもそれでもうその逮捕の当初から違法っていうのはちょっとやりすぎだっていうふうに考えた場合は、まあ実質的にやっぱそのね、違法になったっていうところを確定して、それ以降の身柄拘束をね、まあ、違法にすればいいんじゃないかっていう見解なんかもありますね。でそれは河合出先生なんかがねおっしゃられてる見解で、まあよく受験生の方では実態思想施設とかっていうのかな、まあ、本人そういう名前言ってないんですけど、まあ、河合出先生の見解とここではまあ言っておきましょう。まあ、河合出先生の見解はですね、まあ、これ答案で書いてくれてるんで後でまあ確認したいと思うんですけども、そのね逮捕とか拘留っていうその身柄拘束の趣旨からまあ考えていくんですよ。でその逮捕拘留の身柄拘束が何で認められるかっていうと、やっぱそのねその身柄拘束中に捜査機関の方はね、まあ、いろんなまあ客観的な証拠とかその他いろいろ集めてですね、その当該事件を起訴するのか不起訴にするのか、まあ、それをまあ決める、それに必要な機関なんだというふうに捉えていきます。
ね、その逮捕の、理由になっている、まあ、罪に関して、その起訴をするのか、それとも不起訴にするのか、それを、ね、まあ、決めるための時間なんだという形で、まあ、考えてきます。でそういう身柄拘束の趣旨が、ね、そういったもので、まあ、あるんであれば、もうもっぱら、ね、逮捕の理由とは関係ないようなその罪で、まあ、取り調べを、まあ、してしまうようなことになってしまうと、それってその当該逮捕にかかる、ね、事件に関して起訴不起訴を決めるために身柄拘束を使ってないじゃないかということになってくるんですよ。でそういうふうに消化される事項時点以降のもう身柄拘束っていうのはその趣旨が当たらないことになっちゃうから、本来ね起訴不起訴を決めるための身柄拘束でね、なわけなんだけど、その本来許されたその趣旨を逸脱してですね、身柄拘束を使ってることになっちゃうから、その逸脱した以降のその身柄拘束を、まあ、違法に、まあ、していくわけなんですね、というわけで本件基準説はちょっとやりすぎだというふうに、まあ、考えていくと、その実態川井出先生の、ね、考え方ですね、まあ、受験生がよくね実態喪失説、まあ、私も実態喪失説で言うことあるんですけど、まあ、その川井出先生の見解ですね、まあ、そんな感じで、まあ、考えていくというふうに意図になっていくんだと思いますね。でこのね、ここまでが基本知識になります。で今回この資料を生かして書くには、じゃあどの見解がいいのかって話なんですよね。単純になんかこの一番極端な別件基準説と本件基準説でやってしまって、果たしてこの表を生かせるんでしょうかって話なんですよ。で当たり前なんだけど、別件基準説取ったらさ、もうこの表関係ないですよ。結局その逮捕の直接的な罪名となっている、ね、逮捕拘留の直接の罪名となっている業務上横領に関して逮捕の要件と拘留の要件を検討しても終わりですから。でそれが満たされてればね、でおそらく満たされてる感じがするんですよ、そこのところね。まあ、後でちょっと答案確認していきたい、あとでちょっと問題文ね確認していきたいと思うんですけど、別件基準説から言ったらね、この表を使うまでもなくもう身柄拘束が適用です。で今度本件基準説で言った場合どうなのかっていうと、おそらくね最後のこの表の結論、20時間と40時間であるじゃないですか。ここのところがやっぱ大きすぎちゃってね、おそらくその中身の内訳のところね、何をどの順番で取り調べたかどうかってことをもう気にしないで、どういうね捜査がその手前でされたかどうかってことをもう気にしないでね、この結果だけ見て、要はその取り調べの状況やその時間の比率ですね、そこが非常に重大な考慮要素になっちゃってね、身柄拘束全体が違法にされちゃう可能性高いと思いますね、本件基準説ですと。だから実は今回ね、別件基準説と本件基準説で対立させてしまうと、この表をうまく使えないってことになってくると思います。でさらに問題文の本文の方を読んでいくと、何月何日にこういう捜査をやってとかね、で捜査が伸びた理由とか理由が書いてあるんですよね。そのね、逮捕拘留の罪名となっている業務上横領に関してね、多少こう捜査が伸びてる、まあ、その理由、例えば防犯カメラが修理中だとか、まあ、いろいろね あってですね、伸びてる理由があるんですよ。じゃあそういうところを生かしてきちんとこう処理できるためにはどうなるかというと、多分これ実態喪失、川井出先生の考え方ね、実態喪失というふうに、まあ、受験生とか他の先生が言ってるような川井出先生の考え方、まあ、それだとね、実際そのこの身柄拘束が本当に業務上領、要は逮捕拘留の直接的な、まあ、罪名となってるね、業務上横領のために本当に利用されてたかどうかということを緻密に判断することが可能なんですよね。というわけで、ついにこういう問題を出すようになったなというふうに思いましたね。今までは正直ね、こういう問題なかったですよね。司法試験でもね、もうはっきり言って、もう別件基準説でも本件基準説でもね、実態喪失説でもですね、もうなんか決めてですね、もう貼り付けときゃよかったんですけど、今回はこの資料まで付けられちゃってますから、この資料を生かして、さらにこの問題文のね、いろんなこの捜査の状況、 日付がね、事細かにまあ書かれてて、でこの勾留延長した理由も結構書いてましたからね、まあ、そんな感じで、なんで捜査がここまで伸びちゃったのか、身柄拘束がここまで伸びちゃったのかどうか、そういうところを緻密に今判断、するのに適しているのは、おそらく実態喪失説なのかというふうに思うんですよね。で、ある意味ね、その途中のところまでの身柄拘束、ちょっと違法にしてもまずいのかなという感覚もするんですよ、この状況を見て。その時は本件基準説だとね、ちょっとこう妥当な結論にはならないんじゃないかと。最初の方そんなに悪いことやってないんです、まあ、せいぜい別件逮捕拘留の目的を持ってたと、最初からねおそらくこの本当は強盗致死で調べたいんだけど、証拠が揃ってないからとりあえず何かないかって探してさ、それで、まあ、軽い業務上横領の方で、まあ、とりあえず逮捕しちゃったんですけども、まあ、そこのね目的ぐらいしか使えないんですよね。でも実際その後の客観的なその捜査の状況を見てると、ちゃんとね途中のところまでは業務上横領の捜査してるんです、その逮捕拘留の理由となってるね。だそういう点で考えると、本件基準説やっちゃうとね、20時間40時間というその結論だけ見ちゃってね、ここ重視しすぎちゃって、本件基準説で全部違法っていうとね、ちょっとやりすぎかなっていう感覚を受けましたね、私はね。でしょうがないから、私はね、もし貼り付け方の問題だったら、まあ、本件基準説でやってやろうと。別件基準説はね、ちょっとさすがに批判が強すぎちゃうから、学説の方からと同時に、結構裁判所の方もね、
本件基準説で判断している判例が多いんですよ。やっぱさすがにさ、捜査機関が身柄拘束のね、先達をするためにあの逮捕拘留の請求しているってこと分かったら、さすがに裁判所ってのは人権救済機関ですからねあのそこ分かってあえて拘留やその逮捕は認めませんからね、逮捕状出したりとかしませんから、まあ、実際うまく捜査機関がそこ分かんないようにやってるから、まあ、実際逮捕状とか拘留状出てしまうんですけど、もし仮に裁判所がそのね、令状の請求されている段階でそういう意図が分かったらね、さすがに出しませんよそれはね、まあ、そんな感じのところでね、まあ、私だったら本件基準説でね、でさっき言った通り実体的な真実の発見という観点からは当該事件の真実の発見は確かに犠牲にすることになりますが、まあ、それによって将来のね、やっぱこう捜査の適応性を担保するっていうことはやっぱこの世の中をね、良くしていくっていう意味では、まあ、世の中良くするとちょっと抽象的になっちゃうんで、やっぱその刑事訴訟法の目的の一つであります、まあ、人権保障ですね、まあ、そこをまあ図っていくのにですね、まあ、適してるのかなというふうにまあ思いますね。まあ、そんな感じで、まあ本来だったら私は本件基準説なんですけど、この問題に関して言えばちょっと実態総施設に切り替えてですね、この問題の場合ね、この資料と事実関係を生かしてかつ妥当な、まあ、結論をですね、まあ、導くためにはですね、ここはちょっと実態総施設をこの証問1の場合試験ですね、自分の立場でまあ書いて、でそれと逆の結論を導く立場を書くと、であとはね、これ実態総施設で行った時にじゃあいつの時点以降の身柄拘束の実態が失われるかと見なければいけないんですけど、問題文の本文よく見てってね、業務上横領の捜査をちゃんと一生懸命やってて、でかつね、あの、まあ、グダグダやってちゃダメです、もうこの時点で起訴できるだけの証拠揃っただろうっていうふうに思えるところですね、そこを特定してそれ以降の身柄拘束は違法にしますね、実態総施設を取った場合ね、まあ、先ほど言った通り、実態総施設ならもうそもそもね、その発想がそのスタート地点ですね、その身柄拘束、逮捕拘留というね、その身柄拘束がなぜ今許されてるのかどうか言ったら、それはその当該、まあ、事件のね、起訴不起訴を決めるためのね、まあ、準備期間なんだと、逆に言うとその準備期間として使ってないということになったらね、それ以降の身柄拘束をもう違法にするって、ね、そういう理屈ですから、まあ、そういう観点から事実を、ね、よく見ていきますね、どこまでの時点一生懸命ちゃんとね、その業務上領、その逮捕拘留の、まあ、理由となっていたね、業務上領に関して起訴不起訴を決めようとして一生懸命やってたのかどうかっていうところをね、今見ていきますよね。本件基準説はね、多分この結論がやっぱ大きいんですよ。20時間、40時間っていうところね、ここを見て多分全部違法にしちゃうんだと思うんだけど、実態説の場合は途中の経過のところを含めてね、しっかり、特にね、本件基準説ももちろん、あの、実態総施設が問題にしているような考慮要素を見ますので、もちろんその経過のところも見ていくんですけど、でもやっぱこの結果が大きすぎちゃうんだよね。20時間40時間で倍調べちゃってますからこれはさすがに本件基準説の観点からしたらね、さすがにこう違法になっちゃうことが多いんですけど、まあ実態総施設のところはね、単にそれを違法っていうふうに言うんじゃなくて、どの時点から違法になるのかってことを厳格に今特定していくということになってきます。でそれによって、まあ、今回の問題もしっかり、まあ、検討することができますのでね、まあそんな感じで、まあ、普段は私は本件基準説でもやろうって決めてたんだけど、この問題を見た瞬間に、あ、これはもうちょっと実態総施設で行こうというふうに思いました、この問題に関してはね。であとね、この問題見て思ったんだけど、今後はやっぱその実態総施設っていう考え方、まあ、川井出先生の考え方ね、あれをまあしっかりまあ理解してですね、まあ自分で使いこなせるようにしていかなければいけないのかなっていうふうにも今思ってますね。なんで、まあ、従来私は自分のインプットの授業ではね、まあ、別件基準説と本件基準説のまあところを主流で説明して、まあ、実態総施設はちょっとおまけ的な感じでね、まあ、説明してたんですけど、まあ、こういう問題が出されてしまいますとね、今後合わせるために、まあ、実態総施設のところもね、しっかりとやっていかなければいけないのかなっていう感じはいたしましたね。この問題を見てね、非常に緻密なんですよね、問題文のところがね。でしかも最初の方は結構ちゃんとやってるんで、業務上報に関してね、ちゃんとやってるんでね、ちょっと全部が違法ってのはやりすぎかなっていうふうに思っちゃうんですよね、この問題ね。ただそれでも本件基準説を、こういうのを踏まえて本件基準説を取ってる先生はたくさんいるんですよ、学者の先生はね。でそれはなんでかって言ったら、さっき言った通り当該事案の実態的な真実、それは害するけども、やっぱ将来のね、捜査の適応性が担保されることになるから、まあ、結局の刑訴法の、ね、目的の一つである人権保障、手続き保障、そこにはつながっていきますからね、もちろんいいんです、本件基準説でもね、だからここもね、結論は決めないでください、まあ、私ちょっと直感的にね、まあ、今回はこの資料を生かすためにちょっとこう実態そう河井出先生の見解で、まあ、行こうかなっていうふうに思ったんだけど、まあ、でも、ここはね、本件基準説をそういうのも分かった上で取ってますからね、本件基準説の先生方はね、なんで、まあ、どっちでもいいんだと思うんですけどね。でもいろいろな考えがあるんだってことは、あのそれぞれの見解ね、そのどういうところに基づいて、そういうふうになってんのかっていうのは、よく、あの、自分なりに理解をしていくっていうのは大事だと思いますね。じゃあ、そういう面でちょっと見ていきましょうよ。あの、じゃあ、皆さんにね、この問題文見て、あの、過程でね、着目してもらいたいところは、まずね、その逮捕拘留の直接の理由となっている、業務上横領罪ですね。3万円、あの、集金した3万円をね、自分のものにしちゃったというね、その3万円の横領に関してですね、業務上横領に関して、まず逮捕と拘留の、まあ、理由があるのかどうか。通常逮捕の事案ですから、
逮捕の理由って皆さん何でしたっけっていうと、まあ、嫌疑の相当性だよね。一言で言うとね、まあ、罪を犯したと疑われたら、まあ、相当な理由ね、まあ、それをまあ見てきますよね。それから逮捕の必要性って何でしたっけっていうと、まあ、これは通常はその逃亡の恐れとか罪証隠滅の恐れね、まあ、この辺のところをまあ見ていくことになってきますよね。そして拘留の要件は何でしたっけっていうと、こちらも拘留の理由と拘留の必要性がありますね。で、拘留の場合は逮捕と比べて身柄期間が長期になることからちょっとこう要件が厳格になっておりまして、逮捕のところでその理由と必要性で見ていたものが全部入ってきちゃうんだよね、拘留の理由の方にね。ですので拘留の方は、まあ、理由と必要性が要件になるんですけど、この拘留の理由というのがちょっと重くなっていて、まず嫌疑の相当性、それが要求されますと同時に、その60条の、ね、一項覚悟ですね、罪証隠滅の恐れとか逃亡の恐れとかもありますけど、その60条一項覚悟の、まあ、自由ですね、のどれかを満たして いなければいけないんだと。で、通常その覚悟の 自由っていうのは逮捕の方だと逮捕の理由じゃなくて逮捕の必要性っていう最後の要件のところで見ていたんですけど、拘留の場合はね、1個目の要件のところで全部入れちゃうんですよね。逮捕の要件を全部ね、拘留の理由の方に実質的に入れてるんですよね。そんな感じで拘留の要件を厳格にしてます。身柄拘束を慎重にするためにね、長期の身柄拘束になっちゃうからね。で、そうすると拘留の必要性っていうのはどういうふうに判断するのかっていうと、積極的な要件は条文で規定されてませんね、まあ、87条の1項にね、拘留の、まあ、必要性がないときはね、職権あるいは申し立てで、その拘留をね、取りやめないといけないっていう、そういう趣旨のまあ条文があるんですけど、直接的にね、その拘留の必要性を要求するような条文がありません。だけど、まあ、基本的にはね、この捜査っていうのは比例原則、強制処分でも任意処分でも、まあ、比例原則というのが働いてきますので、必要性のないことはやっちゃいけないんです。必要性のない人権侵害をしてはいけないんです。憲法もそうですよね。憲法でそういうことを考えてますよね。必要人権制約が許されるっていうのは、その対立利益との関係で必要最小限度の制約しか、まあ、許されないわけなんですけど、刑訴法でもまあそうなんですね。で、そういう観点から、じゃあ拘留の必要性っていうのはどういうふうにまあ判断されるのかっていうと、身柄拘束をする必要性、まあ、公益側の事情なんですけど、身柄拘束をするその必要性、公益側の事情と、身柄拘束をされることによってそのね、非拘留者が受ける不利益、そこをまあ比較考慮して、でそれで拘留するのが相当かどうかっていう判断をまあしていくことになってきますね。例えばまあ一例ですけど、その確実な身元引受人がいるとかね、あるいはその何かこう大事な試験があるとか、大事な就職試験があるかということでね、まあ、交流の例えばそのいくら理由があってもですね、ここで10日間身柄を取ってしまうとね、その人の人生が台無しになってしまうんだってことになってくると、その必要性との関係でね、ちょっとこう相当性のところが考慮されて、交流の必要性がないというふうに判断されることもありますね。まあ、そのところは基本知識で、ただ今回多分そこまでできないですそんな本格的な当たり前はできないんですけど、そういうの頭に入った上でね、こんな要件基本な的なことだからね、全理解しておかなきゃいけないんだけど、そういう目でこの問題も見ててほしいの。というわけで、まずね、そういう点でまず業務上横領に関して、今私が説明したようなその逮捕の理由、まあ、通常逮捕の理由、そして、その必要性、それから拘留の理由と必要性、それがあるのかどうかっていうのを見てください。で、その当てはめすることによって、まずね、別件基準説からしたらその時点でも適用になっちゃうから、この要件満たす段階でね。で、さっき言った通り、本件基準説でも結局これやんなきゃいけないわけ、ね、いくら本件基準説とっても当たり前だけど、逮捕拘留の直接の理由となっている業務上横領に関してね、逮捕の理由あるいは拘留の必要性がなければ、その当該身柄拘束が違法になるのは当たり前ですから、ね、だから結局見なきゃいけないんですよ。だから、そういう目でまず見ていくわけだよね。ちなみに皆さんに問題です。実態喪失説、まあ川出先生の考え方を取った場合はどうなんですか。その業務上領のところ見るんですかというと、これもね、本件基準説と一緒です。結局当該ね、その身柄拘束の直接の理由となっている業務上領に関して、逮捕の理由や拘留の必要性がなければ、当該身柄拘束が違法になるのは当たり前ですから、結局どの見解を取っても別件との関係では必ずね、逮捕の要件、拘留の要件を見ていくんですよね。なんで、そういう目でまず見ていきますね。で、さらに本件基準説とか、その実態喪失説を見たときは、取ったときは、さらにまた異なる観点からこの身柄拘束の適用性を見ていく必要が出てくるんですけど、先ほど言った通りね、身柄拘束の先達だっていうふうに判断するにあたってね、どういうところに着目すべきなんでしょうかって話なんですよ。で、そのうちの一つがその捜査官の主観で、こういう目で見るわけ。そういうのが頭に入ってないと全部読み流しますからね、問題文を見てる段階でも引っかかんないから。で、大事だと思ったところはね、これこうやって線引いておくわけですよ。別にこれ真似しなくてもいいですけど、要件が頭に入ってる人は、あ、ここ多分あの要件との関係、あの考慮要素との関係だなとね、これ別にメモしなくていいですよ。人それぞれだから、こんなのね、これ私が今日気になったところ線引いただけ。今みたいに要件や、ね、その考慮要素が頭に入ってること前提ですよ。入ってると気になるところがいろいろ出てくるわけ、ね、でそこで線引くわけで、それを答案に書くわけですよ。そこのところね、気になると気づくから、要件や考慮要素が頭に入ってればね。で、そういう時で、まあ、まずそのね、考慮要素としては、その捜査官の主観
と、あと先ほどのその取り調べの状況ですね、特に今回表がついてますからね、その身柄拘束の時間がいろいろ書かれてる表がついてますから、そういう時間のところ、それからその関連性とかね、まあ、そういうところをまあ着目していくような感じになるんだと思います。じゃあそんな感じでちょっと問題文を見ていきましょう。まずですね、2ページのところですけども、縦1、平成31年2月1日、まずね、これ一番重い、本件強盗致死事件ね、バイクでの乗ったままひったくって被害者殺しちゃったというね、その強盗致死事件が発生します。で、4行目の終わりの方ですけど、被害金額50万円ですね、現金50万円がね、まあ、取られてしまったと。で、その後、縦2の、ところですけど、2行目、こう、これ今回の被疑者になります。で、こうは、はい、3行目、アパートで単身生活、はい、これ何に使いますっていうと、持ち家持ってる人とか家族がいる人って逃亡しづらいんですよね。家や家族を捨ててまでなかなか逃げにくいです。それに対して身軽の、単身とかね、あるいは持ち家がない人っていうのは、まあ、その重い罪、例えば強盗致死でさ、死刑とか無期懲役とかってなっちゃうぐらいだったら、もう一か八か逃げてやろうっていう気にならない可能性、なる可能性も出てきますよね。なんで、そういう意味でこのね、アパートで単身生活をしてる、あとこの次の4行目、縦2の4行目、無職、まあ、やっぱ仕事がある人と比べるとね、やっぱこう守るものがない人っていうのは逃げやすいですから、まあ、そういう点で逃亡の恐れ、ですね、これいずれも、その逮捕 その、ね、必要性の方とか交流 その理由の方にかかってくるものもありますけどね、逃亡の恐れ、まあ、そういうところを、ね、認定したりすることができるんじゃないかというふうに思いますね。で、そんな感じで縦2の4行目のところですけども、平成31年2月1日における公名義の銀行口座の残高は1万円であったのに、はい、このね、強盗致死事件があった翌日のこの2日に30万円の入金がありましたね。嫌疑の相当性をこういうところから基礎づけていくわけね。これだけじゃもちろんダメだけどね、別のところからお金が入ってきた可能性があるんだけど、こうやってこう急にね、事件の翌日お金が増えたというところは、まあ、嫌疑の相当性を基礎づける、まあ、推認力は弱いと思うんですけど、でもまあ一応関係するね、事情にはなってくると思いますね。そして、次の段落、P は本件強盗致死事件で甲を逮捕するには証拠が不十分であるため、何か別の犯罪の嫌疑がないかと考え、これは別件基準説じゃなくて本件基準説とか河合出先生の見解を取ったときに、その捜査官の主観的な意図、ね、って形で考慮要素になってきますね。もう最初からだから別件逮捕交流の目的があったんですよね。まあ、このところは結構大事な事実になってくると思います。で、こうやって私は線引いてあるわけ、問題文のところね、頭の中に考慮素が入っていること前提ね、これ本件基準説とか河合出先生の見解に立ったときにね、これ最初から令状主義のね、先達する意図があったんだなって形で使えるなってことでね、こうやって線引いていくのね。だからやっぱこう要件とかこの考慮素ね、が頭に入ってないとダメなんですよね。適切にこう拾えませんので。で、その後ですね、今の縦2の2段落目の2行目のところですけども、と考え、X 社社長に、まあ、なんか事情を聞きに行ったみたいですね。したら3行目のところですけど、平成30年11月20日ですね、まあ、A から集金した3万を着服したということで、で、社長の方はね、今度はもう金額も少ないし、ちょっと体裁悪いからということで、被害届を出すの渋ってたのに、捜査官の方がまあ説得して、で、まあ、なんか結構強引にね、その業務上横領ということで、この3万円のね、被害届を出させたという状況になってますね。で、これがまあ今回の業務上横領事件ということになってます。まあ、ここは本件基準説とかね、実態創設なんかを取ったときにね、その先達の意図というところね、そういうところに今使えるんじゃないかというふうに思いますね。そして縦3のところですけども、その後、P らは本件業務上その横領の、ね、捜査を行いまして、で、その社長の供述調書のほか、この A ですね、これは集金の時にお金払った人ですけども、A の供述調書や A から集金した3万円が X 社に入金されたことを裏付ける帳簿書類は見当たらなかった旨の捜査報告書を出しました。はい、ここ何使います？とても大事な事実ですけど、要はどの見解をとっても、さっき言った通り業務上横領ね、その逮捕拘留の直接の罪名となっている業務上横領の、ね、その逮捕拘留の理由満たさなければいけないんですけど、この辺のところ嫌疑の相当性にかかってくるんじゃないですか。まあ、実際になんか集金、まあ、してるのに入金された形跡がないってことになったらさ、まあ、横領した事実推認できるじゃないですか。だから嫌疑の相当性基礎づける事情の一つになってきますよね。というわけで、この辺のところですね、この辺のところが、逮捕の理由あるいは拘留の理由のところの嫌疑の相当性を基礎づける、まあ、事情の一つになってくるんだというふうに、分析することが可能だと思いますね。で、そんな感じでですね、縦3の4行目の、まあ、線引いてあるところですけども、ここですね、ここが設問1で聞かれてます。丸1、平成31年2月28日、甲を本件業務上横領の被疑事実でまず通常逮捕で、3月1日検察官 R はその事実でですね、勾留請求して、で、まあ、それでね、その事実で勾留がされたという状況になってますね。で、この後ですね、
公は PR による弁解録取手続きや裁判官による交流質問においてなんかずっと否認してたみたいですね。でその後、立て3の2段落目、平成31年3月2日以降の捜査経過は資料1ということで、ここから先がね、今回のメイン問題メインのところになってますね。資料がくっついてて、分析が求められているところになってきます。で資料だけ見てても分かりづらいからね、やっぱこの本文を追っていくしかないと思うんですよ。で立てのところ見ていきましょう。でこういう時ね、私は今回はね、この日付が書いてあるところをこう四角で囲ったんですね。こうするとどの時点でどういうことをやってたのかどうかっていうことがすごく目立つんじゃないかというふうに思いまして、自分が受験生だったら多分こうするだろうなと、現場でね、という感じで、この日付が捜査をした日付がいろいろ書いてあるんで、そこを目立たせておきました。で各日付にどういう捜査をしていたのかどうかってことですね。でさっき言った通り、ほら結局その例えば実態捜査を取るんであればね、その当該捜査が本当にその業務上横領のためにされてるのかどうかってところを見ていくわけでしょ。だからやっぱそのどの段階でどういう捜査がされたのかどうかってことはしっかり見ていかなければいけないわけなんですよね。だそういう点でですね、このやっぱ日付のところはしっかりと特定をしてほしいというふうに思います。では、ちょっと中身を、見ていきましょう。経過をたどっていきますとね、縦4のところですね。まずね、今回の表になっている初っ端のところに対応して、縦4の1行目、同月2日3日5日はまずね、行横で甲を取り調べてますね。で4日6日にかけて任意の取り調べで、これちょっと追っていくとね、時間が大変なんでね、ちょっと割愛なんですけど、このどこの段階までね、行横の捜査に必要なのかっていう目でしっかりと見ていってほしいんですよ。でそういう目で見ると、例えば縦4の2段落目なんですけども、まずねこのまたっていうところなんですけど、3月2日から6日にかけて行横と強盗致死の、捜査をしているわけなんですよね。で、今の段落の2行目の終わりの方ですが、河野スマートフォンに保存されたメールなどを精査したら、平成30年の秋頃ですね、Y からっていうことで Y っていう人物がここで浮上します。初めて、Y から借金の返済を責められていたこと、そして11月23日、これ行横のね、あと行横側の20日なんですけど、11月の20日なんですけどね、行横の3日後の11月23日に Y と待ち合わせをする約束をしていたことが判明しました。でそうなってくるとさ、このまず Y さんに聞きたいですよね。本当にここのところ約束してたのかどうかね。で約束してるってことになると、多分これと河の方が横領してきたお金を渡そうとしてるんだなってことが推認できますよね。そんな感じで、行横の捜査に必要になってくるんだと思うんですよね。というわけでね、この平成30年秋頃 Y から借金の返済を迫られていたということでね、裏付けをしたかったと。で Y の取り調べが必要だ。ところがほら最後の行なんですけど、 Y の出張の都合によってもう3月16日まで取り調べられなかったんですよ、これね。で Y も調べないままちょっとこれ証拠固まんない可能性があるから、だから少なくともこれ16日までの身柄拘束は仕方がない可能性が出てきちゃうんだよね、ここのところで。そうやって見ていきます。でこうやって一個一個見ていくの、本当にこれ必要だったのかどうかっていう目でね。でやっぱりこれは Y のこの言葉取りたいなと、じゃないとなかなか嫌疑の相当性とかそういうところを認定できないだろうなっていう思ったんであれば、やっぱこれ必要な捜査になりますからね。行横の方で必要な捜査になりますから、そういう点で不起訴を決める準備に使ってたんだから、違法なんないんですよね、実態そうですからね。で今度次3ページの方ですけど、今度7日なんですけど、本件業務上横領事件について被告人の方は、こんなこと言ってます。パチンコ屋 H 店が相手にいた気がするんだと。でここもほら面白いこと書かれてますよ。H 店の方の防犯カメラはすぐに確認してね、次の段落のところで、でやっぱ甲がいなかったってことが分かったんだけど、I 店の方はそのカメラが14日まで修理中だったんですよね。だからここもやっぱ確認しないと、いけませんよね。これ本人アリバイを言ってるわけですから、もし本当にだってカメラに映ってたらさ、行欲やってないってことになっちゃうから、やっぱその起訴不起訴を決めるのにね、やっぱこのカメラを確認しなければいけないことになりますよね。だから少なくてもね、実態創設から言ったら、楓先生の見解から言ったら、この14日までは仕方がないなっていうふうに思うと思うの。だから単純にね、やっぱ20時間40時間って見ないんですよ、こうやって一個一個見ていくの。本当にそこまでの身柄拘束が必要だったのかどうかね。で仮にこの14日まで伸びていくのが仕方ないとするでしょ。でその間に、本当に任意で例えば強盗致死の調べとか受けてたら、実態創設の観点からしたらあんまり違法にはなりにくいんですよ、直ちにはね。だって現に14日までは身柄取っとかないとさ、起訴不起訴決められないわけだから、行横でね。そういう感じで見ていくんですよね。だから本当に単純に20時間40時間って形で結論出せないんですよね、川井出先生の見解取った場合ね、実態創設というふうに言われている見解取った場合、こうやってもう一個一個緻密に見ていくわけだからこそ、問題文をフル活用できるんですよ。表の結論のところでね、20時間40時間ってやっちゃったら、本件基準説だったらいいんだけど、実態創設からだとあんまりそこ使えないからね。これ緻密なこの分析がちょっと、するにはやっぱり実態創設の方がいいのかなっていう感じでね、それでちょっと今回のこの問題だと、この
その見解でね処理をするのがいいのかなっていうふうには思ったんですよね。だからこれ本当問題文のせいなんですよ、私がそうやって思うようになったのはね。今まではまあ本件基準説で書いておけばいいやと思ってたんだけど、まあ、この問題見てちょっと考え変わってね、まあ、この事案さすがに本件基準説でやると私はちょっといいんですよ、もちろん本件基準説でも、さっき言った通りね、真実の発見という観点ではね、ちょっと確かにこの事件に関して言えば良くないんだけど、まあ、将来の、ね、捜査の適応性担保できるんで、まあ、より大きな価値が得られますからね。もちろん身柄拘束全部違法でもまあいいんですけどね。ただまあ私ももともとやっぱちょっとね実務をやってたと、裁判所にもいた経験があってね、で刑事もやってたからちょっと若干権力的な発想があんまいいことじゃないんですけど、まあ、若干ねそういう権力的な発想が入っちゃってると思うんでね、これちょっと身柄拘束全部違法っていうのは良くないなというふうに思っちゃったんでね、それで実態訴訟なんですけど、もちろんいいんです、本件基準説でも構わないと思いますね、将来の適応性担保するためにね。というわけでね、まあ、こんな感じで、まあ、14日まではまあしょうがないですよね。で、あとね、その後こうずっと見ていくと、例えば縦5のところの3段落目、平成31年3月16日ですね、これこうまだ勾留期間中なんですけど、まあ、そこで Y の取り調べをしてます。先ほどのね出張から帰ってきた Y を取り調べてますが、Y を取り調べたところ、甲に10万円を貸していたが平成30年11月23日3万円の返済を受けたと、ということで、まあ、横領があったね、その後、数日後にね、この3万円の返済を受けてるんですね。で、その後、こうは金がないと言ってたのに、で、こっちはちょっと強盗致死の方に関わってきちゃうからね、その業横の方の、逮捕勾留の適応性、を起訴づけることはできませんけど、まあ、臨時収入があったから金返すということで7万円だね、ということで、強盗致死があった後ね、7万円のまあ返済を受けたということになってますね。で、これポイントはね、この強盗致死に関係していると思われる、この7万円の返済を受けたのは2月初め頃で、時期が特定してないんですよ。で、事件が起きたのは2月の1日なんですね。縦1の1行目にあるんですけど。だから、強盗致死の方の逮捕勾留を、するかと、起訴するかどうかを決めるにあたっては、このね、Y のところにもうちょっとなんか資料がないのかってことで、いろいろ思い出してもらって、本当にこの7万円の返済を受けた日を特定しないといけないんだけど、行横の方はもう特定されてるんですよ。だから、この時点でね、もしかしたら行横行の方を起訴できる可能性は出てきますね。その社長の供述とかね、その他いろいろ、これまで出てきた証拠関係、そしてこの Y も実際この3万円の返済を受けたと、23日、病欲があった、その3日後にですね、2日後か、にね、3万円の返済を受けた。まあ、この辺のところでですね、本人がまあ結局否認しててもね、世の中否認事件ってあるじゃないですか。自白が取れない限り起訴できないってことはないですからね。そんなこと言ったら世の中否認事件でなくなっちゃうから、客観的な証拠が固まっていたら、もうある程度のところで起訴しますよね。わかりますよね、そこはね、世の中否認事件っていうのが、まあ、あるわけでね。なんで別に最終的にこれ自白を取ってるんです。そこがどこかっていうと、17日ぐらい、この自白はですね、行横は19日なんですね。19日に行横の自白を取ってます。だけど果たしてそこまでね、本当に身柄を取っておかなければいけないかったと言えるのかどうか、まあ、実はこの辺のあたりでね、この3月16日で Y の取り調べをして、もう3万円を受けたあたり、まあ、この辺のところでもしかしたら良かったんじゃないかということで、まあ、いろんなことを考えるわけね。結論は決めるわけじゃないんですけど、まあ、いろんなことを考えていくことになってきますね。まあ、そういう意味でどうです、皆さん今考えて、もう一回このね、縦後の3段落目のところ見てほしいんですけど、平成31年3月16日、まあ、Q が Y を取り調べたところ、Y が甲に10万円を貸していたが、平成30年11月23日3万円の返済を受けたんだということになってますね。で、その後の強盗致死に関することだから、ここはあまり関係ないんですけどね。で、その後、次の段落で2行目、同年3月19日、ここで、Y がね、その3万円、また同じようなことで Y が喋ってるんですけど、やっぱりこう3万円を23日に返済を受けたんだということを言ってますね。で、その後同じ段落の最後の方ですけど、甲がその3万円をね、集金して自分のものにしたということを自白してるんですけど、この19日の自白まで必要だったかどうかって話なんですよね。で、こちらの今回作ってもらった回答例は、もう19日の自白はいらなくて、16日の段階でもう行横の方はね、起訴できるんだってことで、まあ、その以降のね、身柄拘束をまあ違法にしてますね。まあ、そこでちょっとこう差が出てるのかなと。本件基準説の場合だと、さっき言った通りさ、もう当初から遡って全部、逮捕のところから遡って全部身柄拘束違法なんですけど、まあ、河出先生の見解を取った場合ね、この、まあ16日までは仕方がなかったかなっていうふうに判断してね、そこまでの身柄拘束は適法にして、で17日以降の身柄拘束、これはもう行横の方でね、業務上横領の方で基礎不起訴を判断するのに必要な期間とは言えないよということでね、それでまあ判断をしているということですね。というわけでどうでしょう、まあ、一つの考え方ね、これ本当覚えてもしょうがないからね、ちゃんと一つ一つの判断枠組みをまずちゃんと理解をして、別件基準説、本件基準説、川井出先生の見解ね、それをちゃんと理解して、であとは当てはめ勝負なんですよ、結局ね。そこのところでこの事実関係のところをどうやって分析するのかって話なんでね、まあ、今回これ皆さんの方にお出しする、まあ、回答例、
は、まあ、一つの考え方だってね、その基本的な枠組みが、まあ、あることを前提に、理解していることを前提に、あとは皆さんがこの事実を、まあ、どう評価するかってところに、あのこうかかってくる、合否がかかってくるというふうに思ってもらった方がいいと思いますね。で一応まあその続きのところを見ていきますけども、縦6ですね、まあ、一方でちょっとなんか時間が遡るんですけど、一回あの19日でね、もうその手前のところで3月19日にも自白、行欲で自白が出てるんですけど、また縦6で遡ってね、一方、3月、この15日ですね、2行目、なんか家賃2ヶ月滞納してたみたいなんですけど、まあ、それをね、あの突然払ったと。で2月って書いてあるから、これ多分あの行欲じゃないんだよね。行欲はその前の年の話なんでね、こちらはどっちかというとその強盗致死の方に関係するものなんだと思うんですね。でその後次の段落、またそしてさらにその次の段落 P はっていうところ、この辺のところもね、あのしばらく強盗致死絡みのね、捜査に関係することがまあ書かれてますね。で縦6の最後のところでついにあの強盗致死に関してもまあ自白をしていると。これ18日に自白してますね。で19日にあの行欲の方を自白してるから、実は行欲の自白の方が遅かったんですよね、縦5の最後のところね遡っちゃうけどね、まあ、まあそういう事実関係なんで、いろいろ受験生を混乱させようとしますね、こんな感じのところでね。まあ、どうでしょうか、こんな感じの状況でしたで、まあ、本件事実からするとさすがにやっぱり20時間40時間ちょっとやりすぎちゃってるからね、まあ、身柄拘束全部違法になっちゃうんですでしょうけど、まあ、河井田先生の見解を取った場合はね、今みたいに緻密に分析していって、まあ、本当にどこまでの、ね、捜査が業務上横領罪で起訴を決めるに必要だったのかどうかということをまあ見ていくことになっていくんですけど、それは人によって変わってくると思いますね。自白まで必要と思えば、まあ、そこの19日までになってくるんで、18日までになってくるんでしょうし、まあ、そこまでなくてもね、客観的な証拠でもこれだけあれば十分あのもう起訴できるだけの証拠固まっているというふうに思うんであればね、まあ、その段階でってことになると思います。ただ、このね、いずれにしろ20日の身柄拘束は不要になっちゃうんだよね、まあ、19日の段階で起訴しなさいよってことになっちゃうんだと思います、あの実態数取った場合もね、まあ、19日で自白取れたんであれば、まあ、時間帯にもよりますけどね、まあ、そこのところまで細かく書いてなかったからそこまでは見なくてもよかったんじゃないかと思うんですけど、まあ、もし午前中とかに自白が取れたんだったらもう頑張って起訴してほしいなというふうには思いますけど、あの捜査機関ってもともと短い時間で動いてね、その23日以内にも起訴することを前提で動いてますからね、それは自白取れたらなるべく起訴してもらいたいと思うんですけども、まあ、今回そこまでのところはまあ求められていなかったようですねその時間までね、何時に自白取れたとかそういう話はしてなかったのかね。さあこんな感じです。だからもう結論はどうでもいいんですよ、もうこのところね、基本的な考え方を分かって、あとはもう事実の評価の勝負です、ここのところね、皆さんがその事実をどう評価するかって話だと思います。じゃあ回答例をちょっと見ていきましょう。こちらのですね、今日ご紹介する回答例はこのね、最初自説を実態喪失説でやって、で証文2の方で別件基準説をコテンパンに叩いて、さらに本件基準説もコテンパンに叩いているという感じのものになっているんでね、まあそんな感じになってます。じゃあまず縦1のところですね、8分の1ページです、P は公本件強盗致死事件で逮捕するには証拠が不十分であったため、別件の業務上横領の非事実で通常逮捕し引き続き拘留していると、このように、本件について逮捕拘留の要件が具備されていないとしてね、要件が具備された別件で、被疑者を逮捕拘留して本件の取り調べをする捜査省をね、それを別件逮捕拘留というふうに言うんだということね。まず本件が別件逮捕拘留の事案だっていうまず認定をするんですよ、まあ、これがスタートでしょうね。今回は別件逮捕拘留が問題になる事案なんだってことを認定します。そしてあとはその、ね、適応性をどういうふうに判断するのかということで判断枠組みの定立になります。それが7行目のところですね、別件逮捕拘留は身体拘束に要求された厳格な時間制限を暴却、これがやっぱ実質的な理由なんですよね、まあ、本件基準説でも実態喪失説でもまあ一緒なんですけど、この厳格な時間制限を暴却するため違法となる場合があるんだと、で、別件逮捕拘留の適用性をどう判断するかと、まず別件について当たり前だけどさ、今回業務上横領で逮捕拘留してるけど、その罪に関して逮捕と理由や拘留の理由がなければね、違法なのは当たり前なんで、まずは別件につき逮捕拘留の要件を具備していなければ逮捕拘留が違法になるのは当然だ。でこれ後で当てはめをします。まずここの当てはめから始まります、規範のね、立てた後ね。でさらに次に、別件につき、逮捕拘留の要件を具備している場合でもね、逮捕拘留の期間が法定されている、まあ、趣旨からね、要は時間のその先達を許さないんだと、まあ、そういう観点からですね、この次のところになりますが、別件での逮捕拘留の期間中は別件での捜査活動に主眼をするべきなんだと、そこで、本来主眼となる別件での捜査が終了し、別件での逮捕拘留中に、ね、本件の取り調べが過度に行われた場合ですね、その別件での逮捕拘留は実態を失い、ここね、長くて大変だったらとにかくね、実態喪失を取ったときはその身柄拘束の期間の趣旨、そこを着目してください。それは当該逮捕や拘留の理由となっている罪に関して起訴するのか不起訴にするのか、それを決めるための、ね、期間なんだって話ですね。でその身柄拘束の期間が本当にそういう趣旨の通り使われているのかどうか、そこをまあ判断していくのね。でそれに考慮要素を挙げてほしいと思うんですよね。
まあ、そんな感じで、13行目、まあ、終了し別件での逮捕勾留中に本件の取り調べが過度に行われた場合、別件での逮捕勾留は実態を失い、実態上本件の取り調べのための身体拘束となったものと評価できると。でこのような事態になった場合、その後の逮捕勾留は令状によらない身体拘束として違法になると解するということですね。でその勾留要素としては17行目、まあ、捜査官の目的とかね、あとはその丸2、本件と別件の関連性、それから丸3、取り調べの対応や被疑者のまあ態度、それから丸4、捜査全般の進行状況で、本件の問題文の事実関係からすると多分この丸4が一番大事なんだと思います。なので、まあ、答案戦略上これ最初に出してもらってもいいです。別にこの考慮要素ね、この通りやらずに丸4で当てはめ見ててもね、やっぱこの答案丸4のところの当てはめがやっぱ一番長くなってますね。その捜査の経過をいろいろ着目してるんでね、やっぱこの丸4のところが長くなるわけね。そのほら Y が出張中だから16日まで取り調べられないとかさ、防犯カメラの確認が何日までできないとか、やっぱこの捜査の進行状況を結構見ていかないといけないんでね、そういう点では今回の事件に限って言えばね、この丸4が結構大事な要素になってくるなっていうことで、これ最初に出してくれてもいいかなと思いますね、臨機応変にね。で縦に括弧1、まず、別件である業務上横領罪の被疑事実の逮捕勾留の要件を充足するかをまあ見ていきましょう。一応このね、普通にあの要件検討していきます。別件基準説と一緒でね、で次のところですけども、8分の2ページ、まず通常逮捕の要件ですね、通常逮捕は罪を犯したと疑いに足りる相当な理由とね、逮捕の必要性が要件だと。で本問において行為はね、顧客から集金した売掛金3万着した疑いがあるところ、顧客がね、自宅に集金に来た行為に3万渡したと供述しているのに、まあ、結局入金のね、その帳簿処理が見当たらなかったという報告書があるんだということで、7行目、郊外 X 社に入金すべきであった、ね、売掛金を着したと推認することができるな、これであの嫌疑の相当性肯定してますね。そして、9行目のところですね、まあ、郊はアパートで単身生活、身軽で逃亡の恐れがないとは言えず、業務上横領を否認している郊がね、まあ、顧客 A の自宅を知っており、その元 X 社社員として社長と連絡を取り得ることからですね、まあ、A や社長に働きかけてね、まあ、今回の件はなかったことにしてくれないかとかね、後で何とかする後でこう見返りあげるかみたいなね、形で、まあ、財産の隠滅の恐れがあるんじゃないかということでね、それで、罪証隠滅の可能性もあるということで、逮捕の必要性も肯定しているということになりますね。というわけで逮捕の要件は充足しているということになります。というわけで、まあ、別件基準説の場合はね、ここのところが中心の当てはめになりますけど、まあ、本件基準説からでも、あるいは実態喪失からでも結局同じことをやりますこんな感じでね。そして括弧3、交流の要件は交流の理由と交流の必要性であるところね、交流の理由が認められるためには被疑者が罪を犯したと疑いにされる相当な理由がある上に、60条1項の、ね、覚悟の自由に該当することがまあ必要なんだってことね。これさっき説明した通りね、ちょっと身柄拘束を慎重にしてるんで要件が過重されてます。で、18行目のところですが、逮捕で論じた嫌疑の相当性は交流の際の嫌疑の相当としても十分であり、本当は厳密に言えばね、あの交流同じ嫌疑の相当性も交流の方が身柄拘束が長いから、こちらがより重い相当性が要求されるっていうのが基本知識であるんだけど、さすがにこの問題でそこまでやるのは無理だね。だからまあこうやって書くのがいいと思います。ここのところね、おそらく嫌疑の相当性で差を出すのはかなりあの大変だと思いますから、まあ、答案戦略上ね、他に書かなければいけないところがたくさんありますから、まあ、戦略上こういう書き方でもいいというふうに思いますね。でその後、19行目ですが、前日の理由から逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れもあるということで交流の理由があると。でさらに、その無職でね、扶養すべき者もいないため、まあ、無職の人に怒られそうですけどね、受験生結構無職の方も多いと思うんだけど、まあ、しょうがないよね、あの交流の理由があるんだからさしょうがないでしょ。で皆さんだってそのうち受かればさ、もう無職じゃなくなるんだからさ、まあ我慢してくださいよ今はね。まあそんな感じで、その無職で扶養すべき者もまあいないためね、交流の不利益が交流理由に鑑みた必要性よりも小さいと。先ほど言ったら比較考慮してんだよね、身柄拘束する公益上の必要性とね、その受ける不利益ね、そこを比較考慮して、まあ、交流の必要性もあるんだということで、まあ、交流の要件は満たしているということですね。で、今度3ページの1行目、まあ、交流援助の要件となるね、やむを得ない自由とは事件の複雑性、証拠収集の困難性などからね、交流期間を延長してさらに捜査をするのでなければ起訴不起訴の決定をすることが困難な場合を、まあ、言うんだということですね。で本文において、で、まあ、一応なんか交流延長したなんか理由がいろいろ書いてましたから、まあ、そこのところをね、あの10日の段階で多分あのまだ起訴できなかったはずなの。さっき言った通りいろいろ捜査が伸びたでしょ、防犯カメラ、あの Y の話聞かないといけないとかいろいろあったから、まあ、そこを調べてもらう、あのそこを指摘してくれればいいんじゃないかと思うのね。そんな感じで行横を否認している甲が主張するアリバイの裏も取れておらずね、その後はあのビデオのカメラ確認したじゃないですか、あれがやっぱ必要だったんですよね。まあ、そんな感じで、横領した金の人と思われる金の流れも Y から聞けてないと、ね、出張から帰った16日にやっと聞けてますからね、まあ、そんな感じで10日の段階での延長やむを得ない自由だというふうに言えるんだと思います。で縦三括弧1、このように別件での逮捕勾留の要件を満たすとしてもね、前述した通り、別件での逮捕勾留が実態を失い、実態上本件の取り調べのためのね、身体拘束になったと評価できるときはね、まあ以後ね、令状によらない身柄拘束で違法になっちゃうという感じで、まあ河合で先生の見解にね、近い見解で書かれてますね。であとは勾留要素ですね、まず括弧2の14行目、
ここがね、まあ、別件逮捕勾留の目的を見てますね。先ほどの勾留訴の1個目なんですけど、本文において捜査官 P は本件強盗致死事件で逮捕が難しいので、なんかね他の犯罪嫌疑がないかと考えて別の業務上横領事件を見つけているためね、捜査官 P らの目的は、まあ、本件強盗致死事件の取り調べにあったと言えるということね。でこれは P らの本来の目的でない別件での捜査がおろそかになりやすいという意味で、これ頑張ってねこの答案作ってくれた人が評価を入れてくれたのね。じゃあ別件逮捕勾留の目的があるから、じゃあなんで身柄拘束が違法の方に評価されるんだっていうのを頑張って書いてくれたの。これは現場思考ですね。現場思考的な答案だと思います。まあ、というわけでね、ピーラの本来の目的でない別件での捜査がおろそかになりやすいという意味で実態を失ったと評価する方向の事実と言えるということね。ここはだから別に小屋で書けて決まってるわけじゃないの。これはこの人が現場思考してね、この答案を作った人が現場思考してこういう評価をしてみたという話になりますね。まあ、いずれにしろなんで別件逮捕のねこの目的があったら身柄拘束が違法の方に働くのかっていう理由を書いていかないとね、いけないのかと思いますね。今回そういう理論構成が求められてるからねやっぱりなんでそういう要素に着目してるのかって書いていかないとねいけないんだと思うんですよね。そして19行目のところですけど、これはね関連性の考慮要素に関することになります。また本文の業務上横領は本件強盗致死事件と全く別の機関に異なる対応で行われたものでありね、横領のせいで会社を退職することになって経済的に苦しかったはずだということで、まあ、ある程度、まあ、関連性はあるかもしれないんだけども、だけどねやっぱ関係ないんですよね。というわけで、22行目、まあ、業欲を解明するという観点からはね、今回の強盗致死事件はやっぱ関連性が薄いんだってことね。まあ、動機のところはねお金がないってところでつながるかもしれないんだけどね、ちょっとそれだとちょっと弱過ぎちゃうなというところになると思いますね。でまあ、本件が別件と強い関連性を持つ事件であれば別件の捜査のために本件の捜査も必要と言えるので、ね、実態を失ってないと評価しやすいけどね、仮に強盗致死の調べをしちゃったとしてもね、別にそれはまだ業欲の捜査にも関係してるんだから実態を失ったとは言えないかもしれないけど、今回はそういうことはないですよということでね、まあ、実態を失った評価する方向の事実と言えるんだという形でも入れてますね。そして丸3、これはね取り調べの対応とか被疑者の態度のところに着目した当てはめですね。4行目、本文では P は甲に対し本件強盗致死事件を取り調べる際には任意の取り調べとして行う旨説明しておりね、甲の同意のもとに今取り調べをしているんだということね。まあ、強制的にやっちゃうとまあ違法な方向になってくるんでしょうけどね、もう本当にそのために身柄取ったんじゃないかって評価されちゃうからね。で甲が拒否しているなどの事情もない、このような取り調べや対応被疑者の態度は、まあ、実態を失わせない方向で評価し得る事実になってくるんだということね。まあ、自分で挙げた考慮要素にこう当てはめをしているということになってますね。そして今回一番大事なのはこの8行目になります。丸4、捜査全般の進行状況ね。でさっき言った通りやっぱここが一番大事なんで、そもそも規範のところで本件に関してはこれを最初に考慮数で上げちゃってね、で当てはめも一番最初にこれやってくれても構わないと思いますね。で先ほど言った通りやっぱこの Y の、ね、取り調べが16日までね、その出張の都合でね、 Y の出張の都合で伸びてしまったということとか、そのアリバイに関してね、防犯カメラの修理が終わるまでね、やっぱそこ確認できなかったとか、そういうところをねしっかりと見ていかなければいけないと思うね。特にやっぱ大事な事実はそこだと思うんですよね。まあ、そういう点でちょっと見ていきましょうか。8行目、そして丸4、捜査全般の進行状況について見ると、本文における甲の取り調べは本件別件と本件が入り乱混じっておりね、取り調べ時間だけから別件の起訴を決せられたかを判断することはできないということなんだよね。まあ、ここが今回の難しいところですね。この実態創設、でちなみに実態創設の理論面の弱点なんですけど、こう取り調べが本件と別件でこうまばらにこうされてしまったね、いわゆる まだら模様の事案の時ってやっぱり抽象的に言うとどの時点から違法になったかどうかですごく判定しづらさそうじゃないですか。だからそこが難点なんですよ、理論上の問題点。実態創設は事案離れてね、この本件の事案離れて抽象的に見た時に取り調べとか捜査がいろいろまだらにやられてしまった時にね、どの時点から違法になったかどうかって分かりづらいの。だけど本件、まあ、一見表面上 まだらになっちゃってるんですけどね、業横と強盗致死がまだらにねこう捜査されちゃってるんだけど、よくよく分析していくとね、なんとか特定できそうなんだよね。さっき私が言ったような観点からね、その Y の出張後に Y の調べしたりとか、あるいはその防犯カメラね、アリバイを確認するために防犯カメラ修理終わった後にこうね防犯カメラ確認したりとか、そういうところ一個一個見ていくと、なんとかまだらの事案なんだけど、うまくね実態創設からでも処理できる事案なんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。というわけで、まあ抽象的に事案を離れちゃうとね、ちょっと理論面でまだらの時にじゃあいつから違法になるのかっていうのが判断しづらいっていうのが、まあ実態創設に対するまあ一番大きなまあ批判でありまして、まあ実はその批判に対するまだ解決策がね見出されてないことから、まだ通説的な見解にはなってないんですけれども、今回の事案はなんかねうまく事実認定していくとね、実態創設からでも処理できるような感じになってるのかなっていうふうに私個人的にはね、まあ、思ったんですよね。まあ、あくまでも私の個人的な感想ですけどね。まあ、そんな感じでね、この9行目ね、まあ、別件と本件が入り混じっ
ており、ね、取り調べ時間だけから別件の起訴不起訴が決せられたと判断することはできないと。そこで取り調べの内容やその他捜査の内容を見ると、当初、甲は別件事件当日は、ね、パチンコ店に行った後休止しており、で14日に、そのパチンコ店の防犯カメラの画像を見て被疑者が来店していないことが確認されるまで、ね、起訴をするかを決めることはできなかったと。ここはそうですよね、14日ね。そして出張がありましたよね、16日の話で。さらに、まあ、その14日目のところですけど、15日に、被疑者が A から集金したことは認めたものの、金額を覚えてないと供述しており、 A の供述だけで被害金額を3万円とするのは心もとなくなくね、この時点で、まあ、起訴不起訴も決めることはまあ難しいと。公訴事実に被害金額書かないといけないからね、まあ、3万円。しかし、16日に Y が別件事件の3日後に甲から貸金10万のうち3万の返済を受けたと供述したことから、ね、A の供述を裏付けることができ、甲の自白がなくても、ここは皆さん次第、この通り考えるかどうかはもう皆さん次第だけど、この答案作った方はもうこの段階で甲の自白がね、後でまあ18日でしたっけ、まあ、自白取れてるんですけど、そこなくてももういいんじゃないかということでね、甲の自白がなくても、甲が A から集金した3万円を着したという罪態を立証するための証拠が集まったと言えるんだってことね。一応さっき言った通り、ほら世の中否認事件があるでしょ、自白がなくても結局起訴されちゃうときは起訴されちゃうんだから結局ね。だから別に自白っていうのが絶対的な証拠じゃないのね。むしろ自白を取れなく起訴できないなんて世の中にしたらどうなると思います？また拷問の世界に戻りますよ。何としてでも自白を取んなきゃいけないってことになっちゃうからね、捜査官が裏で悪いことやっちゃうからまあダメなんですよね。あんまり自白を重視しちゃいけないんですよ。まあ、そんな感じですかね。で21行目、まあ、本文では、別件の業務上横領に関する Y の取り調べが19日に行われているものの、ね、内容としては、まあ、16日に行われた取り調べと大差がなくね、まあ、また3万ね払ったってこと言ってるんだけど、内容変わってないんですよ確かにね、まあ、19日に行われているものを、ね、大差なく、これがなくても起訴を決することができるんだってことね。確かに Y の供述ね、19日にその3万円のこと言ってるんだけど、それがなくても結局16日の供述内容と一緒だからねまあ別に19日の Y の供述がなくてもいいでしょって話だよね。で8分の5ページですけど、その捜査全般の進行状況、まあ、これが考慮層なんですけども、まあ、そこを見るとね、16日の甲の大和官の取り調べが終わった段階以降はね、まあ、簡単に言えば16日まではまあ身柄拘束が適法 で4行目のところ、まあ、17日以降ね、がまあ違法になっちゃうと、まあ、必要のないね、起訴不起訴を決めるのに、まあ、必要のない期間だったんだということで、17日以降の身柄拘束が違法になるんだという形でやってくれれば、まあ実態喪失からは、まあ、一応処理ができたのかなっていう感じね。でその違法になる時期は人それぞれなんで強制はしませんから、まあ、この方のように考えるなら16日でしょうしね、まあ、そこの自白まで要求するかって話ね。ただ自白はあまり重視しちゃいけないっていうのは気をつけていてくださいよ。自白がないと起訴できないって絶対書いちゃいけませんよ。それはね、自白偏重になっちゃうからね。証拠の女王だからね、自白っていうのはね、証拠法の方で勉強してると思うんだけどね、そういうところの反省からね、任意性のない自白っていうのが証拠能力否定されてるっていう背景がありますから、自白がなきゃ起訴できないなんてやっちゃったらもう絶対まずいことになっちゃうからね、まあ、そこは気をつけててください。さてで今度ね、縦1、11行目、別件基準説、令状を審査する裁判官には審査時に別件逮捕の意図を判断することはできないので、別件を基準に逮捕行為の要求を満たす限りね、身体拘束が適法と考える別件基準説からは、まあ、さっき検討した通り、まあ、逮捕行為の要求を満たしてますから、まあ、適法になっちゃうんですね、身柄拘束ね、身体拘束。しかし16行目、要は別件基準説っていうのはもう別件逮捕行為という概念を否定することになるんですよ。それはやっぱその身柄拘束の、ね、時間制限をこう法が設けた趣旨、それを勃却することになりますから、まあ、そういう点で大きな、まあ、批判が、まあ、されてますね。なんでそれは取れないんだという形ね。でこれで設問に答えてるんだと思います、まあ、一応当てはめしたでしょ、この別件基準ですから当てはめしてるでしょ。もう前にやったのと同じだからあえてやりませんけど、まあ、一応こう逮捕要件満たしてる、小売の要件満たしてるやってる。で何点も書いてるわけですよ。この見解取らない理由も書いてますからね、まあ、それで一応答えてるんだと思います。でさらに本件基準説にも触れてますね、22行目、本件基準説、過去1、軽い別件での逮捕拘留が主として重い本件での、ね、逮捕拘留と評価できるときは、違法な別件、逮捕拘留として、逮捕拘留全体が違法になるということね。ここがちょっと極端なんですけどね。でさっき言った通り、その当該事案の当該事件の実態的真実は確かに害したんだけど、将来の、ね、捜査の適応性が担保できるんで、まあ、そういう意味では大きな利益が得られますから、ね、刑訴法の目的の一つである将来の、ね、人権保障、手続き保障、そちらの方につながりますから、別にそんなに悪い見解ではないんですね。でもね、この見解で書いてくれてもまあいいと思います。というわけで、まあ、拘留全体が違法になるとする考え方が本件基準説だということになってきますね。で考慮層、3行目、主観的な意図、それからその別件についての身体拘束の必要性、それから関連性、それから、取り調べの対応や被疑者の態度などね、本件に関するその取り調べの状況など総合して、まあ、考えるということね。考慮要素は基本的にはさっきだと自分で考えるんですよ、まあ、ちゃんと覚えておきゃいいんだけど、別にこれが絶対的な考慮要素じゃなくて、まあ、どういう観点からね、その身柄拘束の選択をしているかどうかっていうのを見ていこうという観点からやるんで、これ暗記しないでくださいね。この通り書けば正解ってわけじゃないからね、
必ずその身柄拘束の選択でどういう観点から考えるべきなのかっていうのをちゃんと頭の中で理解をして、でその事案の処理に使いやすい考慮要素を挙げてください。だからこれ絶対覚えちゃいけないです。ここのところ丸暗記はダメね。一応インプットの段階でその基本的な形になるものはね覚えておかなければいけないんですけど、それをそのまま論文試験で書けることはないと思いますからやっぱね、事案ごとにあの大事な考慮素で変わってくるからね、まあ、そこであのやってほしいんですね。ちゃんと意味を分かっておいてほしいのですね。で6行目ですね、本文において、まあ、一応これ自分で立てた考慮素にね当てはめしてるんですけどね、まあ、丸1捜査官の主観的な意図は前述の通りね本件の取り調べ目的だと。で、もうこれも全部基本的にさっきね縦1の小文1等でやっちゃってるんで、もうさらっと書いてますね。本件と別件との関連性も前述より薄いんだと。で別件の被害者が、被害届の提出を渋っていることからね、まあ、丸2別件についての身体拘束の必要性は高いと言えないとも思われるが、前述の通り、逮捕勾留の要求を満たす程度の最低限の必要性があるんだということでね、ここちょっと悩ましいところですけどね、まあ、であればこの別件についてのこの身体拘束の必要性っていらなかったのかもしれませんね、考慮要素として、ね、なんでかというと別件についての逮捕あの身体拘束の必要性ってもうそのほらもともとその別件のところでも見てるわけ、逮捕拘留の理由ってもともと検討してるから実はここのところを見てるんですよね。で確かに基本書で本件基準説でね考慮要素で確かにこの別件での身柄拘束の必要性って書いてあるんだけど、でも実はすごく当てはめがしづらい要素です。本には確かに書いてあるんだけどね、結局この別件について逮捕拘留の要件満たしてるからこそ今ここでこういう考慮要素からさらにね身柄拘束か適用かどうか見てるわけでしょ。だからもともと身柄拘束の必要性あることを前提になっちゃってるんで、ちょっとねすごく当てはめがしにくい、まあ、考慮要素だから、まあ、ここはあの答案戦略上ね端折っちゃってもいいと思うね。現場ではね基本書には書いてあるかもしれません、この考慮素がね。だけどちょっと当てはめしづらいから現場ではこの考慮素を挟んでこの当てはめもカットでもいいと思うね。この必要性はもうすでに見てますからね、別件のところでね。でこの後ですけども11行目、まあ、取り調べの状況についてみると、別件の取り調べ時間が20時間に過ぎないのに対してね、本件の取り調べはもうこの2倍の40時間だと。ここはやっぱ決定的な要素になっちゃいますね。まあそんな感じで、本件の取り調べ目的で関連性が薄い別件について身体拘束した上でね、別件の2倍ものこれ最後の、まあ、総合評価のところですけどね、2倍もの時間をかけて本件を取り調べる、本部の身体拘束はね主として、これ規範に戻ってます、主として本件での身体拘束と評価できね、違法な別件逮捕拘留として逮捕拘留全体が違法になるということになってきますね。でこの難点はどこですかっていうと、最後括弧にこのように返せると、別件についての処分を決するために必要な取り調べが適正に行っていたところまでね、確かに途中のところまでなんか違法にしなくてもいいかなっていうところあったじゃないですか。だけど、まあ、そこも含めてね全部遡って違法になっちゃうから、まあ、そこが難点なんだということね。だから当該事案の実態的真実を害するっていうところが難点ですよね。たださっき言った通り、今メリットとしてはその、ね、将来の違法捜査を抑制するという観点で、ね、最終的には刑訴法の目的である人権保障とか手続き保障、まあ、将来になっちゃいますけど、まあ、将来の、ね、人権保障手続き保障に資するという点では、まあ、一応メリットがありますから、まあ、そういう点のところが理解されていればいいんじゃないかというふうに思いますね。さてじゃあ最後、設問に公判前整理手続きの終了後に訴因変更の請求をです、ね、検察官がしてきた場面なんですけど、裁判所は訴因変更の許可をしていいんでしょうかって話なんですよね、ここのところね。でこれはね判例百選にあの下級審の裁判例が載ってるんですよ。ただ実際下級審の裁判例だからね、あんまりこう受験対策上ね科目たくさんあるだからさあの下級審の判例までなかなか抑えるってると大変だと思うから、まあ、ここは現場志向でいきたい。でそこで公判前整理手続き絡みのものは過去問でも出てるんですよ。そんなに細かい手続きのこと聞かれてるんじゃなくて、結局公判前整理手続きが要求された趣旨のところから踏まえてねその事案処理できるかどうかってことを聞かれてるから、今回の問題もねそうやればいいんだと思うんですよね。まあそんな感じで、まあ、今までねそのなんで公判前整理手続きというのがこの必要になっているのかというと、やっぱその公判が始まる前にね、その公判の争点とか証拠を整理して、で、まあ、なるべく特に裁判員の入っている裁判なんかはねあんまり長い時間裁判員拘束しちゃ大変だから、特にこの、ね、審理の計画を立ててですね計画通り、まあ、審理をさせていこうという、まあ、そういう趣旨ですね、そういうところを実現しようとするところがあるわけなんです。だから逆に言うと、まあ、そういう趣旨を勃却するような状況であれば訴因変更を裁判所は許可してはいけないんだということになってくると思うので、まあ、それが規範になるんだと思うんですよね。この公判前整理手続きが、ね、要求された趣旨を勃却するような状況にあればですね、まあ、訴因変更を許可してはいけないんだということになってくるんだと思います。でちなみに今回2つあの論点がありまして、検察官が訴因変更を請求してきた場面において裁判所がそれを許可していいのかどうか
ってことが聞かれたとき何が問題になるかというと、訴因変更のところでは一般的に事案を離れていると、まず訴因変更が必要なのかどうかという観点で訴因変更の要否という問題が出てきますね。で、訴因変更の要否に関しては平成13年の最高裁決定を踏まえまして、まあ、まず審判対象の確定に必要な事項が変動したのかとか、ああいう規範あるじゃないですか、あれでやるんですよ。で、それで仮に必要だということになった場合、次にじゃあその許可ができるのかどうかということで、そこで協議の公訴事実の同一性、312条1項の、ね、公訴事実の同一性の問題になってきます、一般的にはね。だけど今回の問題は何を書けばいいのかというのを考えなければいけないんですけど、今回は検察官がもうすでに訴因変更してくださいって形で訴因変更の請求をしてるんですね。で、それで裁判所がそれを許可できるのかどうかということが聞かれてるから、訴因変更の要否は問題になってません。もう仮に訴因変更が必要的なものじゃなくても、検察官がその争点を、まあ、うまく明確化するために訴因変更したときは、任意的にでも、ね、訴因変更しなければいけないんですよ。まあ、場合によっては必要的な時もあると思うんですけどね。いずれにしろ検察官が訴因変更してきた場面においては、もう訴因変更の要否は問題にならなくて、要は結局被告人に対する防御の範囲を、ね、あまりに不当に広げることにならないかどうかって観点から、公訴事実の同一性の範囲にあるかどうかってことがもっぱら争点になってくるわけなのね。任意的な訴因変更でもできちゃうからね。ちなみに余談ですけど、本件はまあ必要的な訴因変更事案ですね。業務上横領から業務上横領の訴因からの詐欺の訴因に、ね、しようとしてるんだけど、当然それって刑法っていうところの構成要件要素が変わってくるじゃないですか。で、そうなると審判対象に確定な事項に変動が生ずるってことで、平成13年の最高裁決定ですね、訴因変更の要否に関する判断枠組みを示した平成13年の最高裁決定からすると、まあ、訴因変更が必要な、まあ、場面に当たります。ですけども、そこは今回は聞かれてないということになりますね。もうすでに訴因変更を請求されている場面で、そこを認めていいのかどうか、もっぱら被告人の防御の観点から、まあ、公訴事実の同一性、の範囲で縛りをかけていく、まあ、場面になってますので、そこのところを、まあ、中心に論じていくと。で、それにプラスして後半前整理手続きの趣旨を忘却するかどうか、仮に公訴事実の同一性があるんだとしてもですね、まあ、結論、行横と詐欺は公訴事実の同一性が あるんだと思うんですよ。過去の裁判例とか見ていてもね、あと同じ被害品とかそういうところからするとね、おそらく基本的な事実が同一だってことで、その公訴事実の同一性あると思うんですけど、だとしてもですね、後半前整理手続きが終えた後には一定のその制約がかかってこないかどうか、その趣旨からね、その制約がかかってこないかどうかって話になってきて、あとは当てはめ勝負、その事案をしっかり見ていって、今回その後半前整理手続きが要求されている趣旨を忘却するような訴因変更をしているのかどうかって話なんですよね。で、問題文全般的に見ていくと、まあ、そのね、後半段階では結局弁護人がね、争ってなかった。業務上横領罪の訴因で起訴されてるんですけど、公訴事実で起訴されてるんですけど、まあ、別にそれが詐欺かどうか、要はその集金権限があるかないかによってですね、集金権限があるんであれば、まあ、横領、業務上横領、権限がないんだったら、まあ、要は相手で騙して金を取ってしまったと、お金を取ってしまったということでね、まあ、詐欺ってことになるんですけど、そこのところを一切争ってなかった。で、それがね、突然その集金を任せていた社長が証人尋問でね、公判記事で喋った時に、なんかよくよく思い出してみたら、その時この被告人は権限がなかったと思いますなんて急に、まあ、言い始めてしまったものですから、まあそういう点でね、まあ訴因変更せざるを得ないような状況になっちゃったんですよね、検察官の方としてもね。で、さらになんか追加の証拠調べ請求がされてないってことになってるから、審理が伸びないんです、本件に関して言えば。だから結局審理が伸びない、しかもその訴因変更は別に検察官の責任じゃなくてやむないところが、まあ、ありますので、そういうところをまあ考えていくとですね、おそらくはその訴因変更の後半前整理手続きが、ね、要求されたその趣旨を忘却するような場面に当たりませんから、まあ、おそらく訴因変更がその、ね、そういう趣旨という観点からは制約されない事例なのかなというふうに思いましたね。じゃあ回答例を見ていきましょうか。8分の6ページですね。で、これはこの方はですね、縦1でまず後半前整理手続きの関係で、さっきの趣旨の話で、縦2のところでね、7ページの14行目で可否の話で、こちら公訴事実の同一性の話してるんですけど、これは多分どっちでもいいんだと思いますね、どっちを書くのかどうかで。私の個人的な考えなんですけど、今回やっぱその後半前整理手続きが終了した後の、ね、そういう場面での訴因変更の拒否を聞かれてますので、まあ、先に後半前整理手続きとの関係を書いた方が、まあ、なんか問題に答えてるなというね、その問いに答えてるな感が出せるので、まあ、私はこの構成で、自分が受験生だったらこの構成で書くかなというふうには思いますね。まあ、理論的には別にどっちでもいいんですけどね、まあなんかこっちの方がね、後半前整理手続きの方を先に書いた方が、まあ、問いには答えてるかなという感じはすると思います。じゃあちょっと見ていきましょう。22行目ですね。事件の争点を明らかにし、証拠を整理することによって重視した公判審理を迅速に計画的に行うことができるようにするという公判前整理手続きの、ね、制度趣旨に照らすと、公判前整理手続きを経た後の公判においてはですね、重視した争点整理や審理計画に策定がされた趣旨を忘却するような訴因変更は許されないと。これぐらい現場でいけますよね、皆さんね。この下級審の判例あるんだけど、知らなくてもこれぐらいいけると思うんですよ。ちゃんと過去問やってれば、多少公判前整理手続きに関するもの、司法試験も出てたからね、その細かい話じゃなくて。だこの趣旨はいけると思うのよね。だこの規範はいけると思うんですよ。で、あと当てはめ証拠になります。で、4行目、
本文においてはですね、公判前整理手続きでは争点とされていなかった公の集金権限という業務上横領の、ね、構成要件に代わる事実について、公判期日に証人尋問や、ね、被告人質問を行った結果、まあ、損益変更の必要が生じて、突然社長が、ね、実は被告人に権限がなかったんですって急に言い始めちゃったものだからねしょうがなかったところがあると思うのね。検察官が悪いってわけじゃないと思うんですよ。で、まあ、公判前整理手続きの段階では、まあ、検察官も弁護人もこのような事実を知らなかったと言えるので、まあ、ここは評価になりますけどね、知らなかった限り書いてないからね、まあ、整理手続きの使用を勃却するには損益変更請求はないと言えるんだと。またね、仮に検察官の損益変更請求を許可しても必要となる追加の証拠調べがなくね、審理計画の変更もないということでね、やっぱ趣旨を勃却しないんだということですね。まあ、ここは趣旨が勃却しないというのは最後に1回書いてくれればいいと思いますよまず争点となってか公判前整理手続きで争点となってなかったことが検察官の規制規制なく突然公判で現れたという事実を指摘するでしょ。それからこの追加の証拠調べが必要ないから、まあ、審理が伸びることもない、裁判員の迷惑にもなんないんだってことでね、で最後趣旨勃却しないでしょうね、まとめとしてね。だから1回書けばいいと思います、この趣旨勃却はね。これ2回書いちゃってますけどね、1回で十分だと思います。で規範に戻ってるわけだから、それでね、趣旨勃却するかどうかっていうのは規範だから1回でいいと思いますね。逆にとこの2つを指摘したいんですよ。この2つあって初めて趣旨勃却しないというふうに言えると思うんでね、1個だけだとちょっと理由としては弱いかもしれないから。いくら検察官のせいではないとはいえさ、じゃあその損益変更することによって審理があと1年延びますってなったらどうなんですか。それは裁判にたまんないですよね。それはさすがにダメですよ、やっぱり。だからやっぱ両方あってね、初めて、まあ、趣旨が勃却されない状況になると思いますのでね、まあそんな感じで最後にまとめていけばいいのかなって私個人的には思いますね。まあ、ここも皆さん次第、要は考えることが大事だってことなんですよ。この規範マランしてもしょうがなくてさ、この2つの状況を揃って初めて趣旨勃却しないんだろうなって、これ今自分が考えたわけね、自分の頭でね。でそれも考えないといけないってことね。さて、であとはもう普通に典型的な論点で公訴事実の同一性の話になりますね。括弧1、損益変更は公訴事実の同一性を害しない限度で許容されると。312条1項、この趣旨はね、基本的事実関係を異にする損益が損益変更により新たな審判対象とされることで被告人の防御の対象が不当に開かないようにするところがあると。そこで、犯行日時、場所、犯行対応を被害対象などの事情からね、新旧両損益の基本的事実関係が同一といえればね、判例はこの基本的事実関係が同一かどうかという基準で見てます。でその際の肥料率とかそういうところをまあ考慮するんですけどね、基本的事実関係が同一というのが一番大きな判断は、一番大元の判断枠組みですね。これ判例の判断枠組みだと思いますね。まあ、基本的事実関係が同一といえれば、損益変更により被告人の防御対象が不当に広がることを防止できるため、公訴事実の同一性が肯定されると。また両訴員に事実関係多少の差異があってもね、同一の訴訟手続き内での紛争の一回的解決の要請から新旧両訴員にある程度の共通性が認められ、それも結局非料率であればね、結局はそれは一つの事実を扱っているんだということで公訴事実の同一性が肯定されるでしょって、そういう発想なんですよね。判例の事案でね、静岡の温泉で大川さんのね、背広を取ったっていう窃盗の訴因と、それからその背広をですね、池袋のところで仕入れにしてしまった、盗品等の優勝処分斡旋罪のね、訴因との間に公訴事実の同一性があるのかどうかっていうのが問題となった判例、有名な判例ありますよね。あれは多少日時場所は食い違いが出てるんですよ。日付もまあ数日違ってんだけど、多少の食い違いがあるけど、でも結局こっちの事実があればこっちの事実が成り立たないって関係にあるから、ある程度共通性があってね、被害品も一緒だし、ある程度共通性があってこっちの事実があればこっちの事実が成り立たないって関係にあるから、結局は一つの事実のことを言ってるんじゃないかってことで、それで基本的事実関係の同一性が肯定されてですね、で公訴事実の同一性がね、肯定されたっていう判例がありますけどね、それを参考にちょっとこうね、考えてもらえればいいんじゃないかと思います。で括弧に、本文において新旧両訴員とも犯行日時は平成30年11月20日、犯行場所は A 型、被害対象は A の3万円、いずれも同一、犯行対応も留掛金の集金として、ですね、現金3万の交付を受けるという点で一致。最も本文では旧訴員は公に集金権限があることを前提、新訴員は、ね、公に集金権限がないことのにあると偽っているということを前提にしていると、このように事実関係に多少の差異があるものの、前日のように、ね、同一と言える事情が多いことから、新旧両訴員の共通性が認められるということね。で、集金権限があるというのは行横の公訴事実を基礎づけることですよね。そして、この10行目の終わりの方の集金権限がないのにあると偽ることは、これは詐欺の方の公訴事実を基礎づけるものなんですけど、非料率だと、ある程度の共通性があるから、これはどっちかが認められたら他方の方が、ね、認められない関係にあるから、結局は一つのことを言ってるんだろうということで、それで公訴事実の同一性、基本的事実関係の同一性を肯定してね、で最終的には条文上の公訴事実の同一性の方に戻ってるという感じになってくると思いますね。ここはぜひ大川さんの背広の事件ね、超基本判例ですから、どんな本にも載ってるし、判例百選にも載ってるしね、私のインプットの講座にもやってますけど、必ずその背広の事件は確認しておいてくださいよ。公訴事実の同一性の、ね、当てはめ の感覚はその判例で学んでください。そんな感じで、判例の感覚からすると、こういう当てはめに今なってくる
るんだと思いますね。というわけで今回は最後の結論ですけども、まあ、公訴事実の同一性がありますので、条文上後で条文引いてもらいたいんですけど、公訴事実の同一性があるときは裁判所は許可しないといけないことになりますからね。だから本件その訴訟変更請求を許可しなければまあいけないんだというふうになってくるということになりますね。まあ、すいません、なんかちょっといろいろですね、余計な話を若干してしまったがために時間が伸びてしまう、予定よりも伸びてしまったんですけども、まあ、とにかくね、深くこのこう考えるということが大事だということが分かってもらえたと思うんですね。まあ、論証例をこう表面的に覚えてるというんではなくてね、まあ、やっぱり本当その理論でいいのかどうかってところを詰めてね、なぜその要件が要求されるのか、なぜこういうことを判断、こういう方向化を判断するにあたってこういう考慮要素が、ね、要求されるのかどうか、まあ、そういうところも含めてまあ考えたね、勉強をすることがまあ今後ね、求められてくるんだなというふうに思ってね、まあ、さすが司法試験だなというふうにまあ思いましたね。まあ、そんな感じで、まあ、受かった時の価値も非常にね、大きいものになると思います。というわけで、ぜひモチベーションを上げてですね、今後も勉強を続けていってもらえればと思いますね。じゃあそんな感じでこちらの今回の答案解説の方は終わりにいたします。参加してないんで待ってらっしゃる方がいるので、そうですね、はい、じゃあすみません、個別面談を待ってる方がいらっしゃるので、全国同時中継になってますので、まあ、これから何をするかというと、まあ、最初20分ぐらいでね、夏の過ごし方っていうのをお話ししようと思ったんですけど、だいぶ時間が押してしまいましたので、まあ、5分程度でこの夏の、ね、過ごし方という話をちょっとしたいと思ってます。じゃあそんな感じで今からね、始めさせていただきます。とりあえずですね、まあ、今回ね、試験をまあ受けて、この司法試験を受けてですね、ここに来られてる方、あるいはまあ予備試験の、ね、受験生の方もまあ来られてるんじゃないかと、まあ、思うんですけども、夏の間まず司法試験の方はまあ合格発表待ちになってますよね。でその時に夏の間にですね、まあ、例えば仮に自分がもう今回の試験で 100% もう受かってるという自信があるんだったら何をやるべきか、その場合は今度皆さんがその受かった後修習に入ったら、民法はね、改正民法が今度ね、対象になります。2回試験の方は今度、この改正民法の方が、ね、出るようになりますので、ぜひ夏の間に改正民法をしっかりやってほしいと。さらに2回試験は、ね、民事訴訟法と刑事訴訟法の知識や理解力は司法試験以上のものが要求されますのでね、ですので夏の間もう自分は絶対に司法試験受かっているという自信がある方は、もうまず民法をしっかり勉強する、改正民法、そして民訴法と刑訴法ね、これはもう司法試験以上の理解力が要求されますからね、そこを、ちゃんと勉強してもらいたいと思いますね。そして 100% の確信が持てないという人はね、それはもう万が一に備えてやっぱりこうもう今からすぐにね、普通に勉強するべきです。特にね、この時期勉強しないとね、毎年こう失敗繰り返したのは合格発表、司法試験の発表って、まあ、9月のねありますけど、そこから勉強始めたらね、大体間に合わないことが多いんですよ。結局今日大体ね、この論文試験やって分かったと思うけど、そのなんかこう論証をね覚えて、まあ、表面上覚えて貼り付けて済むような問題じゃないじゃないですか。でこれは別に刑事経験者だけじゃないですよ。他の科目もね、もうみんな基本的にはそういうことになってますから、合格発表を待ってね、そこからまあなんか論証を覚えたりとかってするんじゃもう間に合いませんから、夏の間にね、もう万が一に備えて勉強しておいた方がいいです。でもし結果的に受かってたら、その勉強って無駄になるのかって言ったら無駄になるわけじゃないですよね。もちろん修習に入ってそれ役に立ってね、修習でいい成績取れるようになるし、あるいはその実務に出た時にね、全ての法律使うことになるから、皆さんがこれからね、この合格発表までに勉強したことって決して無駄にはなりませんから、まあ、そういう意味で普通にね、淡々とちゃんと勉強をねしていってもらいたいと思うんですよね。でその時は別に予備校の講座使ってもいいし、使わなくてもまあいいです。例えば民法だったら今ね、改正法がすごくまあ、ね、テーマな話題になってるから、世の中いろんな本が出てますからまあそれでやってくれればいいし、あるいはね、そのまあ時間を節約したくてね、まあ、お金を払ってでもまあ時間を節約したいっていうんであれば、各予備校でね、やっぱり今そういうことに対応した講座を出してます。私の方でもね、このレジュメの後ろの方にまあ講座、私が今年作る講座挙げてますけどね、まあ、その講座ありますけど、まあ、でも無理してね、別に講座を、お金がない中ね利用しなくてもいいと思うんですよね。ただまあいずれにしろ、まあ、万が一に備えてですね、ちゃんとまあ勉強をしておくということはね、とてもまあ大事なことだと思いますので、まあ、そういうふうにね、この夏を過ごしてもらえればと思いますね。まあ、そんな感じでですね、
ちょっと時間短いんですけどもね、ちょっと法案の方長くなっちゃって、申し訳ありませんでしたけれども、ちょっと短い時間でしたけど、こんな感じで今回のね、公開講座の方は終わりにしたいと思ってます。で、以後ですね、この後、私の方の公開講座としては、司法試験のパンフレットとか、あと予備試験の方でもね、無料公開講座、今年は予備試験の論文試験の、刑事訴訟法とか、行政法の解説したりとか、するんですけどね、そこを別に司法試験の人が来てくれてもいいし、逆に予備試験の受験生は司法試験のイベント来てくれてもいいんで、いろいろレックのホームページとかパンフレットとか見てもらってね、で、私の話を聞いてなんか刺激を受けてもらえるんであれば、それでいいと思うんですよ。夏一人で勉強してると辛いと思うから、そういう意味でね、いろいろ刺激を受けながらうまく工夫してですね、勉強を続けていってもらえればというふうに思いますね。じゃあそんな感じで、本日の、講義は終わりにいたします。